津軽、太宰治津軽の雪、粉雪、粒雪、綿雪、水雪、片雪、ざらみ雪、氷雪、東翌年間より、序編、ある年の春、私は、生まれて、初めて、本州北端、津軽半島を、およそ3週間ほどか、かつて一周したのであるが、 それは私の31年の生涯においてかなり重要な事件の一つであった。私は津軽に生まれ、そうして20年間、津軽において育ちながら、金城、御五所川原、青森、弘前、浅虫、大和に、それだけの町を見ただけで、その他の町村については少しも知るところがなかったのである。金城は私の生まれた町である。 津軽平野のほぼ中央に位し、人口5、6千の、これという特徴もないが、どこやら都会風にちょっと気取った町である。よく言えば、水のように淡泊であり、悪く言えば、そこの浅い三重坊の町ということになっているようである。それから三里ほど南下し、岩木川に沿うて、五所川原という町がある。この地方の産物の集産地で、 人口も1万以上あるようだ。青森、弘前の漁師を除いて人口1万以上の町はこの辺には他にない。よく言えば活気のある町であり悪く言えば騒がしい町である。農村の匂いはなく都会特有のあの孤独の旋律がこれくらいの小さい町にもすでにかすかに忍び入っている模様である。 大げさな比喩で割れながら並行して申し上げるのであるが、仮に、東京に礼を取るならば、金木は小石川であり、五所川原は浅草、といったようなところでもあろうか。ここには、私の叔母がいる。幼少の頃私は、生みの母よりも、この叔母を慕っていたので、実に、しばしば、この五所川原の叔ばの家へ遊びに来た。私は、 中学校に入るまではこの五所川原と金木と2つの町のほかは津軽の町についてほとんど何も知らなかったと言ってよい。やがて青森の中学校に入学試験を受けに行く時それはわずか34時間の旅であったはずなのに私にとっては非常な大旅行の感じでその時の興奮を私は。 少し脚色して小説にも書いたことがあってその描写は必ずしも事実そのままではなく悲しいお道家の虚構に満ちてはいるがけれども漢字は大体あんなものだったと思っているすなわち誰にも知られぬこのようなわびしいおしあれは年一年と工夫に富み村の小学校を卒業して馬車に揺られ汽車に乗り十里は 慣れた県庁所在地のショート会へ中学校の入学試験を受けるために出かけた時のその時の少年の服装は哀れに珍妙なものでありました白いフランネルのシ圧ツはよっぽど気に入っていたものと見えてやはりその時も着ていましたしかも今度のシ圧ツには蝶々の羽のような大きい襟がついていてその襟を夏の解禁シ圧ツの襟を 背広の上着の襟の外側に出してかぶせているのとそっくり同じ様式で着物の襟の外側にひつっぱり出し着物の襟に覆いかぶせているのですなんだかよだれかけのようにも見えますでも少年は悲しく緊張してその風俗がそっくり貴公子のように見えるだろうと思っていたのですクルメガに白ツッい島の短い袴を履いて それから長い靴下、網上げのピカピカ光る黒い靴。それからマント。父はすでに没し母は病心ゆえ、少年の身の回り一切は、優しい兄嫁の心づくしでした。少年は、兄嫁に礼利に甘えて、無理やり、子圧の襟を大きくしてもらって、兄嫁が笑うと本気に怒り、 少年の美学が誰にもほぐせられぬことを涙が出るほど口惜しく思うのでした。勝者、天が少年の美学の一切は、それに尽きていました。いやいや、生きることのすべて、人生の目的全部が、それに尽きていました。マントは、わざとボタンをかけず、小さい肩から今にも滑り落ちるように、危うく羽織って、そうして、それを、 小粋な子だと信じていましたどこからそんなことを覚えたのでしょうオしャれの本能というものは、手本がなくても、おのずから発明するものかもしれません。ほとんど生まれて、初めて都会らしい都会に足を踏み込むのでしたから、少年にとっては、一世一代残った身なりであったわけです。興奮のあまり、その本州北端の一小都会に着いたとたんに、 少年の言葉付きまで一変してしまっていたほどでした。かねて少年雑誌で習い覚えてあった東京弁を使いました。けれども宿に落ち着き、その宿の女中たちの言葉を聞くと、ここも、やっぱり、少年の生まれ故郷と全く同じ津軽弁でありましたので、少年は少し拍子抜け気がしました。生まれ故郷と、そのショートとは、 十里も離れていないなのでしたこの海岸のショート界は青森市である津軽第一の開港にしようとして外ヶ浜奉行がその経営に着手したのは寛永元年であるざっと320年ほど前である当時すでに人家が千0元くらいあったというそれから近江越前越後加賀能と 若さなどと、盛んに、船で、交通を、初めて次第に栄え、外ヶ浜において、最も陰心の要衝となり、明治4年の廃藩地検によって、青森県の誕生するとともに、県庁所在地となって、今は、本州の北門を守り、北海道函館との間の鉄道連絡線などのことに至っては、知らぬ人もあるまい。現在、個数は、2万以上。 人口十万を超えている様子であるが旅人にとってはあまり感じのいい街ではないようであるたびたびの退化のために家屋が貧弱になってしまったのは致し方がないとしても旅人にとって市の中心部はどこかさっぱり見当がつかない様子である奇妙にすすけた無表情の家々が立ち並び何事も旅人に呼びかけようとはしないようである 旅人は落ち着かぬ気持ちでそそくさとこの町を通り抜けるけれども私はこの青森市に4年いたそうしてその4か年は私の生涯において大変重大な時期でもあったようであるその頃の私の生活については思い出という私の初期の小説にかなり克明に書かれてあるいい成績ではなかったが 私は、その春、中学校へ受験して合格した。私は、新しい袴と黒い靴下と編み上げの靴を履き、今までの毛布をよして、羅舎のマントを、洒落者らしくボタンをかけずに、前を開けたまま羽織って、その海のあるショート会へ出た。そして、私のうちと遠い親戚にあたるその町の呉服店で、装をといた。 入口にちぎれた古いのれんの下げてあるその家へ、私は、ずっと世話になることになっていたのである。私は、何事にも、無頂点になりやすい性質を持っているが、入学当時は銭湯へ行くのにも、学校の聖帽をかぶり、袴をつけた。そんな私の姿が、往来の窓ガラスにでも映ると、私は、笑いながら、それへ軽く、えしゃくをしたものである。 それなのに、学校はちっとも面白くなかった。校舎は、町の端くれにあって、白いペンキで塗られ、すぐ、裏は、海峡に面した平たい公園で、波の音や松のざわめきが、授業中でも聞こえてきて、廊下も、広く、教室の天井も高くて、私は、すべてに、いい感じを受けたのだが、そこにいる教師たちは、私をひどく迫害したのである。 私は入学式の日からある体操の教師にぶたれた。私が生意気だというのであった。この教師は入学試験の時私の高等試問の係であったがお父さんが亡くなってよく勉強もできなかったろうと私に超深い言葉をかけてくれ私もうなられてみせたその人であっただけに私の心は一層傷つけられた。 その後も、私はいろんな教師にぶたれた。ニヤニヤしているとか、あくびをしたとか、さまざまな理由から罰せられた。授業中の私のあくびは大きいので、職員室で評判である、とも言われた。私は、そんな馬鹿げたことを話し合っている職員室を、おかしく思った。私と同じ町から来ている一人の生徒がある日、私を、 皇帝の砂山の陰に呼んで、君の態度破実、さい生意気そうに見える。あんなに殴られてばかりいると、落第するに違いない、と忠告してくれた。私は愕然とした。その日の放課後、私は、海岸図体に、一人家路を急いだ。靴底を波に舐められつつ、だめ息ついて歩いた。洋服の袖で、額の汗を拭いていたら、 ネズミ色のびっくりするほど大きい方がすぐ目の前をよろよろとと掘っていったこの中学校は今も昔と変わらず青森市の東端にある平たい公園というのは合歩公園のことであるそうしてこの公園はほとんど中学校の裏庭といってもいいほど中学校と密着していた私は 冬の吹雪の時以外は、学校の行き帰り、この公園を通り抜け、海岸伝いに歩いた。い,いわば裏路である。あまり生徒が歩いていない。私には、この裏路が、すがすがしく思われた。初夏の朝は、ことによかった。なおまた、私の世話になった呉服店というのは、寺町の豊田家である。 20代近く続いた青森市屈指の老舗であるここのお父さんは千年亡くなられたが私はこのお父さんに実の子以上に大事にされた忘れることができないこの二、3年来私は青森市へに三度行ったがその度ごとにこのお父さんのお墓へお参りしてそうして必ず豊田家に宿泊させてもらうなら箸である 私が3年生になって、春のある朝、登校の道すがらに朱で染めた橋の丸い欄干へもたれかかって、私は、しばらくぼんやりしていた。橋の下には、隅田川に似た広い川がゆるゆると流れていた。まったくぼんやりしている経験など、それまでの私にはなかったのである。後ろで誰か見ているような気がして、私はいつでも、 何かのの態度を作っていたのである私のいちいちの細かい仕草にも、彼は、動惑して手のひらを眺めた、彼は、耳の裏をかきながらつぶやいた、などと、そばから、そばから説明句をつけていたのであるから、私にとって、ふと、とか、我知らず、とかいう動作はありえなかったのである。橋の上での方針から覚めた後、私は、 寂ししさにワクワクした。そんな気持ちの時には私もまた自分の来たし方行末を考えた橋をカタカタ渡りながらいろんなことを思い出しまた無双したそしておしまいにため息ついてこう考えた偉くなれるかしら中略何はさてお前は衆に優れていなければいけないのだ という脅迫めいた考えからであったが、事実私は勉強していたのである。三年生になってからはいつもクラスの主席であった。テントリム氏と言われずに主席となることは困難であったが、私はそのようなあざけりを受けなかったばかりか、旧友を手なら手術まで心得ていた。タコというあだ名の柔道の首相さえ、私には従順であった。 教室の隅に、紙くず入りの大きな壺があって、私は、時たまそれを指さして、タコ、壺へ入らないかといえば、タコは、その壺へ頭を入れて笑うのだ。笑い声が壺に響いて、異様な音を立てた。クラスの美少年たちも、大抵私に懐いていた。私が、顔の吹き出物へ、 三角形や六角形や花の形に切った絆創膏を点々と張り散らしても誰もおかしがらなかったほどなのである。私はこの吹き出物には心を悩まされた。その自分にはいよいよ数も増えて毎朝目を覚ますたびに手のひらで顔を撫で回してそのありさまを調べた。いろいろな薬を買ってつけたが効き目がないのである。私は それを薬屋へ買いに行くときには、髪切れその薬の名を書いて、こんな薬がありますかって、と他人から頼まれた風にして言わなければいけなかったのである。私は、その吹き出物を、浴場の象徴と考えて、目の先が暗くなるほど恥ずかしかった。いっそ死んでやったらと思うことさえあった。私の顔についてのうちの人たちの不評判も絶頂に達していた。 家計へと継いでいた。私の一番上の姉は、地のところへは嫁に来る人があるまい。とまで言っていた。そうである。私はせつせと薬をつけた。弟も私の吹き出物を心配して、難弁となく、私の代わりに薬を買いに行ってくれた。私と弟とは、子供の時から仲が悪くて、弟が中学へ受験する折にも、私は。 彼の失敗を願ったほどであったけれど、こうして二人で故郷から離れてみると、私にも弟の良い気質がだんだん分かってきたのである。弟は大きくなるにつれて無口で打ち気になっていた。私たちの同人雑誌にも時々商品文を出していたが、みんな気の弱々した文章であった。私に比べて、 学校の成績が良くないのを絶えず苦にしていて、私が慰めでもするとかえって不器嫌になった。また、自分の額の名前際が富士の形になって女みたいなのをいまいましがっていた。額が狭いから頭がこんなに悪いのだと固く信じていたのである。私は、この弟にだけは何もかも許した。私は、その頃。 人と対する時にはみんなを視覚してしまうかみんなさらけ出してしまうかどちらかであったのである私たちは何でも打ち明けて話した秋の初めのある月のない夜に私たちは港の桟橋へ出て海峡を渡ってくるいい風にはたはたと吹かれながら赤い糸について話し合ったそれはいつか学校の国語の教師が 授業中に生徒へ語って聞かせたことであって私たちの右足の小指に目に見えぬ赤い糸が結ばれていてそれがスルスルと長く伸びて一方の端がきっとある女の子の同じ足指に結びつけられているのである2人がどんなに離れていてもその糸は切れないどんなに近づいてもたとえ往来であってもその糸はこんぐらかることがないそうして 私たちは、その女の子を嫁にもらうことに決まっているのである。私は、この話を初めて聞いたときには、かなり興奮して、家へ帰ってからも、すぐ弟に物語ってやったほどであった。私たちは、その夜も、波の音や、かもめの声に耳傾けつつ、その話をした。お前のイふは今頃どうしてるべなあと弟に聞いたら、 弟は、桟橋の欄干を、二十三の両手で揺り動かしてから、庭歩いてる、と、決まり悪げに言った。大きい庭下駄を履いて、うちはを持って、月見荘を眺めている少女は、いかにも、弟とにつかわしく思われた。私のを語る番であったが、私は、ま、暗い海に目をやったまま、赤い帯締めての、とだけ言って口をつぐんだ。 海峡を渡ってくる連絡船が大きい宿屋みたいにたくさんの部屋部屋へ黄色い明かりを灯してゆらゆらと水平線から浮かんで出たこの弟はそれからに3年後に死んだが当時私たちはこの桟橋に行くことを好んだ冬雪の降る夜も傘をさして弟と2人でこの桟橋に行った 深い港の海に雪がひそひそ降っているのはいいものだ。最近は青森港も船舶服装してこの桟橋も船で埋まって景色どころではない。それから隅田川に似た広い川というのは青森市の東部を流れる堤川のことである。すぐに青森湾に注ぐ。川というものは海に流れ込む直前の1か所で。 奇妙に躊躇して逆流するかのように流れが鈍くなるものである。私はその鈍い流れを眺めて放心した。キザな例え方をすれば私の青春も川から海へ流れ込む直前であったのであろう。青森における4年間はそのゆえに私にとって忘れがたい期間であったともいえるであろう。青森についての思い出は大体そんなものだが この青森市から3里ほど東の浅虫という海岸の温泉も私には忘れられない土地である。やはりその思い出という小説の中に次のような一節がある。秋になって私はその都会から汽車で30分くらいかかって行ける海岸の温泉地へ弟を連れて出かけた。そこには私の母と 病後の末の姉とが家を借りて杜氏していたのだ。私はずっとそこへ寝泊まりして受験勉強を続けた。私は秀才という抜き差しならぬ名誉のためにどうしても中学4年から高等学校へ入って見せなければならなかったのである。私の学校嫌いはその頃になって一層ひどかったのであるが何かに追いはれている私は。 それでも一途に勉強していた。私はそこから汽車で学校へ通った。日曜ごとに友人たちが遊びに来るのだ。私は友人たちと必ずピクニックに出かけた。海岸の平たい岩の上で肉鍋をこさえ、ブドウ酒を飲んだ。弟は声もよくて多くの新しい歌を知っていたから私たちは。 それらを弟に教えてもらって、声を揃えて歌った。遊び疲れて、その岩の上で眠って、目が覚めると、潮が満ちて陸続きだったはずのその岩が、いつか離れ島になっているので、私たちは、まだ夢から覚めないでいるような気がするのである。いよいよ、青春が海に注ぎ込んだね、と冗談を言ってやりたいところでもあろうか。 この浅虫の海は整列で悪くはないが、しかし、旅館は必ずしも良いとは言えない。寒々した東北の漁村の趣は、それは当然のことで、決してとがむべきではないが、それでいて、胃の中の蛙津が大会を知らないみたいな、小さい妙な傲慢を感じて並行したのは私だけであろうか。自分の故郷の温泉であるから。 思い切って悪口を言うのであるが、田舎のくせに、どこか、すれているような、妙な不安が感じられてならない。私は、最近、この温泉地に泊まったことはないけれども、宿賃が、親と思うほど高くなかったら幸いである。これは、明らかに私の言い過ぎで、私は、最近において、ここに宿泊したことはなく、ただ、汽車の窓から、 この温泉町の家々を眺め、そうして貧しい芸術家の小さい感で物を言っているだけで、他には何の根拠もないのであるから、私は自分のこの直角を読者に押し付けたくはないのである。むしろ、読者は私の直角など信じない方がいいかもしれない。浅虫も今はつつましい保養の町として出発し直しているに違いないと思われる。 ただ、青森市の決起盛んない帰客たちがある時期においてこの寒々した温泉地を機械に高ぶらせ宿の女将をして熱海湯河原の宿もまたまさに格のごときかと棒奥にいて浅墓の幻影に酔いはせたことがあるのではあるまいかという疑惑がちらと脳裏をかすめて旅のひねくれた貧乏分子は最近たびたびこの思い出の温泉地を汽車で通過しながら あえて下車しなかったというだけの話なのである。津軽においては、浅虫温泉は最も有名で、次は、大二温泉ということになるのかもしれない。大二は、津軽の南端に近く、秋田との県境に近いところにあって、温泉よりも、スキー場のために、日本中に知れ渡っているようである。山麓の温泉である。ここには、津軽藩の歴史のに、 いいがかすかすに残っていた私の肉親たちはこの温泉地へもしばしば当時に来たので私も少年の頃遊びに行ったが浅虫ほど鮮明な思い出は残っていないけれども浅虫の数々の思い出は鮮やかであると同時にその思い出のことごとくが必ずしも愉快とは言えないのに比べて大ワニの思い出はかすんではいても懐かしい 海と山の際であろうか私はもう20年近くも大鰐温泉を見ないが今見るとやはり浅虫のように都会の残灰火や阿ブに粛水して荒れている感じがするであろうか私にはそれは諦めきれないここは浅虫に比べて東京方面との交通の便は甚だ悪いそこがまず 私にとって頼みの綱である。またこの温泉のすぐ近くに怒りが関というところがあってそこは旧藩時代の津軽秋田間の関所で従ってこの辺には史跡も多く昔の津軽人の生活が根強く残っているにそういないのだからそんなにやすやすと都会の風に接見されようとは思われぬさらにまた最後の頼みの対抗はここから 三里北方に弘前城が今もなお天守閣をそっくり残して年々再々、陽春には桜花に包まれその建材を誇っていることである。この弘前城が控えている限り大鰐温泉は都会の残歴をすすり悪酔いするなどのことはあるまいと私は思い込んでいたいのである。弘前城ここは津軽藩の歴史の中心である。 津軽藩総大浦為信は関ヶ原の合戦において徳川方に加勢し慶長八年徳川家康将軍宣言とともに徳川幕下の四万七千国の一項白となり直ちに弘前高岡に城地の区画を初めて二代藩出系新牧の時に至りようやく完成を見たのがこの弘前城であるというそれより 代々の藩主この弘前城により、四代信政の時、一族の信秀を黒石に分家させて、弘前、黒石の二藩に分かれて、津軽を支配し、元禄七名君の中の巨伯とまで謳われた信政の前世は、大いに津軽の面目を新たにしたけれども、七代信康氏の法暦並びに、天明の大飢饉は、津軽一円を、凄算な地獄と枷せしめ、 藩の財政もまた、急望の極度に達し、前途安旦たるうちにも、八代信明、九代安親は、必死に、藩税の回復を図り、十一代淳商の時代に至って、辛くも危機を脱し、続いて、十二代継明の時代に、めでたく藩跡を奉還し、ここに、津軽の歴史については、また、後のペー、ジにおいて、詳述するつもりであるが、 今は、弘前についての私の昔の思い出を少し書いて、この津軽の助編を結ぶことにする。私は、この弘前の城下に3年いたのである。弘前高等学校の文化に3年いたのであるが、そのころ、私は、大いに義太夫に凝っていた。甚だ異様なものであった。学校からの帰りには、義太夫の女師匠の家へ立ち寄って、 は朝顔日記であったろうか何が何やら今はことごとく忘れてしまったけれども野崎村坪坂それから上地など一と堀当寺は覚え込んでいたのであるどうしてそんな柄にもない奇怪なことを始めたのか私はその責任の全部をこの弘前市に付はせようとは思わないがしかし その責任の一般は弘前市に引き受けていただきたいと思っている。義太夫が不思議に盛んな町なのである。時々素人の義太夫発表会が町の劇場で開かれる。私も一度聞きに行ったが町の旦那たちがちゃんと上みもを着て真面目に義太夫をうなっている。いずれもあまり上手ではなかったが少しも気障りなところがなく。 すこぶる良心的な語り方で大真面目にうなっている青森市にも昔から水人が少なくなかったようであるが芸者たちから「兄さんうまいわね」と言われたいばかりの羽唄の稽古または自分の水人ぶりを制作やら小作やらの武器として用いている抜け目のない人さえあるらしくつまらない芸事に何ということもなくバカな大汗をかいて勉強いたしている このような可憐な旦那は弘前市の方に多く見かけられるように思われる。つまりこの弘前市には未だに本物のバカ者が残っているらしいのである。永景軍旗という古書にも大雨量衆の人の心苦にして強き者にも従うことを知らず彼は先祖の敵なるぞこれは卑しき者なるぞただじの分強くして異性に誇ることにこそあれ。 とてついはず。という言葉が記されているそうだが、弘前の人には、そのような、本物の馬鹿意地があって、負けても負けても、つわものにお辞儀をすることを知らず、地穂子の孤高を固守して、世の物笑いになるという傾向があるようだ。私もまた、ここに3年いたおかげで、ひどく解雇的になって、義太夫に熱中してみたり、また、 次のようなロマン性を発揮するような男になった。次の文章は、私の昔の小説の一節であって、やはりおどけた虚構には違いないのであるが、しかし、およその雰囲気においては、まずこんなものであった、特徴しながら白状せざるを得ないのである。喫茶店で、ブドウ酒飲んでいるうちは、よかったのですが、そのうちに、割烹店へ、のこのこ入っていって、 芸者と一緒にご飯を食べることなどを覚えたのです。少年はそれを別段悪いこととも思いませんでした。粋なヤクさな振る舞いは常に最も高尚な趣味であると信じていました。城下町の古い静かな割烹店へ二度三度ご飯を食べに行っているうちに少年のおしゃれの本能はまたもむ作り頭をもたげ今度は そそれここ大変ななとになりました。芝居で見た「恵みの喧嘩」のとびのものの服装をして、割烹店の奥庭に面したお座敷でダイアグラ書き、おう、姉さん、今日破滅法、きれいじゃねえか、などと言ってみたく、ワクワクしながら、その服装の準備に取り掛かりました。紺の腹掛け。あれは、すぐ手に入りました。あの腹掛けのどんぶりに、 古風な財布を入れて、こ府所出して歩くと、五橋の、ヤクザに見えます。宅帯も買いました。締め上げるとき、四つとなる博多の帯です。当山の一へを、一枚呉服屋さんに頼んで、こしらえてもらいました。飛びのものだか、博打打ちだか、お店ものだか、わけのわからぬ服装になってしまいました。統一がないのです。とにかく、 芝居に出てくる人物の印象を与えるような服装だったら、少年はそれで満足なのでした。初夏の頃で、少年は、素足に朝浦草履を履きました。そこまでは良かったのですが、ふと、少年は、妙なことを考えました。それは、桃引きについてでありました。紺の木綿のぴつちりした長腿引きを、芝居ののびの者が履いているようですけれど、 あれを欲しいと思いました。ひょっとこめ、と言って、パツと裾をさばいて、くるりと尻をまくる。あの時に、紺の桃引きが目にしみるほど引き立ちます。されまた一つでは、いけません。少年は、その桃引きを買い求めようと、城下町を、端から端まで走り回りました。どこもないのです。あのね、ほら、あの盛ん屋さんなんか、 履いているじゃないか、ピチッとした紺のももきさ、あんなのないかしら、ね、と懸命に説明して、呉服屋さん、旅屋さんに聞いて歩いたのですが、さあ、あれは、今、と、店の人たち笑いながら、首を振るのでした。もう、だいぶ暑い頃で、少年は、汗だくで探し回り、とうとう、ある店の主人から、それは、うちにはございませぬが。 横丁曲がると消防のもの専門の家がありますから、そこへ行ってお聞きになると、ひょっとしたらわかるかもしれませんといいことを教えられ、なるほど、消防とは気がつかなかった。飛びのものといえば火消しのことで、今で言えば消防だ。なるほど通り、道理だと勢いついて、その教えられた横丁の店に飛び込みました。店には。 大小の消火ポンプが並べられてあありりまましたまいもありますなんだか心細くなってそれでも勇気を鼓舞して「桃引きありますか?」と尋ねたら「あります」と即座に答えて持ってきたものは紺の木綿の桃引きには違いないけれども桃引きの両外側に太く消防の印の赤線が縦にずんと引かれていました。 さすがにそれを履いて歩く勇気もなく少年は寂しくもも引きを諦めるとなかったのですさすがのバカの本場においてもこれくらいのバカは少なかったかもしれない書き写しながら作者自身少し憂鬱になったこの芸者たちと一緒にご飯を食べた割烹店のある花町をえのき工事とは言わなかったかしら何しろ 二十年近く昔のことであるから、記憶も薄くなってはっきりしないが、お宮の坂の下の、えのき工事、というところだったと覚えている。また、紺の桃引きを買いに、汗だくで歩き回ったところは、土手町という城下において、最も繁華な商店街である。それらに比べると、青森の花町の名は、浜町である。その名個性がないように思われる。 弘前の土手町に相当する青森の商店街は大町と呼ばれている。これも同様のように思われる。ついでだから弘前の町名と青森の町名とを次に列記してみよう。この2つの商都会の性格の相違が案外はっきりしてくるかもしれない。本町、財布町、土手町、住吉町、桶屋町、道屋町、茶畑町。 大館町、茅谷町、百石町、上鞘市町、下鞘市町、鉄砲町、若道町、小人町、高城町、五十国町、今夜町、などというのが弘前市の町の名である。それに比べて、青森市の町町の名は、次のようなものである。浜町、新浜町、大町、米町、新町、柳町、寺町、 堤町、塩町、しじみ街町、新しじみ街町、浦町、波打ち、栄町。けれども、私は、弘前市を、上東の町、青森市を、下東の町だと思っているのでは決してない。高城町、今夜町などの開古的な名前は、何も弘前市にだけ限った町名ではなく、日本全国の城下町に、必ず、 そんな名前の町があるものだ。なるほど、弘前市の岩木山は、青森市の八甲田山よりも秀麗である。けれども、津軽出身の小説の名手、笠井善三氏は、郷土の後輩にこう言って教えている。うぬぼれちやいけないぜ。岩木山が素晴らしく見えるのは、岩木山の周囲に、高い山がないからだ。他の国に行ってみろ。 あれくらいの山はざらにあら周囲に高い山がないからあんなにありがたく見えるんだうぬぼれちやいけないぜ歴史を有する城下町は日本全国に無数といって良いくらいにたくさんあるのにどうして弘前の城下町の人たちはあんなに意固地にその封建性を自慢みたいにしているのだろう 開き直って言うまでもないことだが、九州、西国、大和などに比べると、この津軽地方などは、ほとんど、一様に深海地と言ってもいいくらいのものなのだ。全国に誇り得る、どのような歴史を有しているのか。近くは、明治御維新の時だって、この藩から、どのような勤労家が出たか。藩の態度はどうであったか。露骨に言えば、ただ、 他藩の機微に伏して身体しただけのことではなかったかどこに一体誇るべき伝統があるのだけれども弘前人は頑固に何やら肩をそびやかしているそうしてどんなに勢い強き者に対しても彼は卑しき者なるぞただじの運強くして威勢に誇ることにこそあれとてついわぬのである この地方出身の陸軍大将一子兵衛閣下は、帰郷の時には、必ず、和服に、セルの墓まであったという話を聞いている。小生の軍曹で帰郷するならば、郷里の者たちは、つくさま目を向き肘を張り、彼何ほどの者のならん、ただじの運強くして、などというのが分かっていたから、懸命に、帰郷の時は、和服に、 セルの袴と決めていられたというような話を聞いたが、全部が事実でないとしても、このような伝説が起こるのも、無理がないと思われるほど、弘前の城下の人たちには、何が何やら分からぬ、両良たる反骨があるようだ。何を隠そう、実は、私にも、そんな始末の悪い骨が一本あって、そのためばかりでもなかろうが、まあ、おかげで、いまだに。 その日暮らしの長屋住居から浮かび上がることができずにいるのだ。数年前、私は、ある雑誌社から、故郷に贈る言葉を求められて、その返答に曰く。何時を愛し、何時を憎む。だいぶ、弘前の悪口を言ったが、これは、弘前に対する憎悪ではなく、作者自身の反省である。私は津軽の人である。私の先祖は、 代々津軽藩の百であったいいわば純血種の津軽人である。だから少しも遠慮なくこのように津軽の悪口を言うのである。他国の人がもし私のこのような悪口を聞いてそうして安易に津軽を見くびったら私はやっぱり不愉快に思うだろう。なんといっても私は津軽を愛しているのだから。 弘前市。現在の戸数は1万、人口は5万余り。弘前城と最小院の五重の塔とは国宝に指定せられている。桜の頃の弘前公園は、日本一戸田山家帯が折り紙をつけてくれているそうだ。弘前師団の司令部がある。小山山系といって、毎年陰歴7月28日より8月1日に至る。 三日間、津軽の霊峰岩木山の山頂を宮におけるお祭りに参詣する人、数万、参詣の行き帰りを踊りながら、この町を通過し、町は陰心を極める。旅行案内機には、まず、ざっと、そのようなことが書かれてある。けれども、私は、弘前市を説明するにあたって、それだけでは、どうしても不服なのである。それゆえ、 あれこれと年少の頃の記憶をたどり、何か一つ、弘前の面目を役所たらしむるものを描写したかったのであるが、どれもこれも、たわいない思い出ばかりで、うまくゆかず、とうとう自分にも思いがけなかった、ひどい悪口など出てきて、作者自ら途方にくれるばかりである。私は、この旧津軽藩の城下町に、こだ張りすぎているのだ。ここは、 私たち津軽人の究極の魂のよりどころでなければならぬはずなのに、どうも、それにしては、私のこれまでの説明だけでは、この城下町の性格が、まだまだ曖昧である。王家に包まれた天守閣は、何も、弘前城に限ったことではない。日本全国大抵のお城は、王家に包まれているではないか。 その丘に包まれた天守閣がそばに控えているからとて、大鰐温泉が津軽の匂いを保守できるとは決まっていないではないか。弘前城が控えている限り、大鰐温泉は都会の残暦をすすり悪酔いするなどのことはあるまい、と、ついさっき、和歌に調子づいて書いたはずだが、いろいろ考えて、考え詰めていくと、それも、ただ、 作者の微分調のだらしない干渉に過ぎないような気がしてきて何もかも頼りにならず心細くなるばかりである一体この城下町はだらしないのだ旧藩市の代々のお城がありながら県庁を他の信仰の町に脱はれている日本全国大抵の県庁所在地は旧藩の城下町である青森県の県庁を 弘前市でなく、青森市に持っていかざるを得なかったところに、青森県の不幸があったとさえ、私は思っている。私は、決して、青森市を特に嫌っているわけではない。信仰の町の繁栄を見るのも、また爽快である。私は、ただ、この弘前市の負けていながら、のほほん顔でいるのが歯がゆいのである。負けているものに、 したいののは自然の人情である私は何とかして弘前市の肩を持ってやりたく全く下手な文章ながらあれこれと工夫して努めて書いてきたのであるが弘前市の決定的な美典弘前城の独特の強さを描写することはついにできなかった重ねて言うここは津軽人の魂のより所である何かあるはずである 日本全国どこを探しても見つからぬ得意の見事な伝統があるはずである私はそれを確かに予感しているのであるがそれが何であるか形に表してはっきりこれと読者に誇示できないのが悔しくてたまらないこのもどかしさあれは春の夕暮れだったと記憶しているが弘前高等学校の文化生だった私は 一人で弘前城を訪れ、お城の広場の一宮に立って、岩木山を眺望したとき、ふと、却下に、夢の町がひっそりと展開しているのに気がつき、ぞつとしたことがある。私は、それまで、この弘前城を、弘前の町の外れに孤立しているものだとばかり思っていたのだ。けれども、見よ、お城のすぐ下に、私の今まで見たこともない、小雁な町が、 何百年も昔のままの姿で小さいの木を並べ息を潜めてひっそりうずくまっていたのだ。ああ、こんなところにも町があった。年少の私は夢を見るような気持ちで思わず深いため息を漏らしたのである。万葉集などによく出てくる小物沼というような感じである。私はなぜだかその時弘前を津軽を 理解ししたたような気がしたこの町のある限り弘前は決して凡庸の町ではないと思った。とは言ってもこれもまた私のいいきな独り画展で読者には何のことやらお分かりにならぬかもしれないが弘前城はこの小物沼を持っているから期待の名城なのだと今になっては私も強引に押し切るよりほかはない。 小も沼のほとりにバンダの花が咲いて、そうして白壁の天守閣が無言で立っているとしたら、その城は必ず天下の名城に違いない。そうして、その名城のそばの温泉も永遠に純木の気風を失うことはないであろうと、近頃の言葉で言えば希望的観測を試みて、私はこの愛する弘前城と決別することにしよう。 思えば、己の肉親を語ることが、至難な業であると同様に、故郷の核心を語ることも、容易にできる業ではない。褒めていいのか、けなしていいのか、わからない。私は、この津軽の序編において、カナギ、御所川原、青森、弘前、浅虫、大ワニについて、私の年少の頃の思い出を展開しながら、また、 身のほど知らぬ冒涜の批評の無事を連ねたが、果たして、私は、この6つの町を的確に語り得たか、どうか、それを考えると、おのずから憂鬱にならざるを得ない。罪廃子に当たるべき暴言を吐いているかもしれない。この6つの町は、私の過去において、最も私と親しく、私の性格を創生し、私の宿命を規定した町であるから、かえって、 私は、これらの町について、盲目なところがあるかもしれない。これらの町を語るにあたって、私は決して適任者ではなかったということを、今、はっきり自覚した。以下、本編において、私は、この6つの町について語ることは、努めて避けたい気持ちである。私は、他の津軽の町を語ろう。ある年の春、私は、生まれて、 初めて、本州北端、津軽半島を、およそ3週間ほどか、かつて一周したのであるが、という助編の冒頭の文章に、いよいよこれから引き返していくわけであるが、私は、この旅行によって、全く生まれて、初めて、他の津軽の町村を見たのである。それまでは、私は、本当に、あの6つの町のほかは、知らなかったのである。小学校の頃、 遠足に行ったり何かして、カナギの近くのいくつかの部落を見たことはあったが、それは、現在の私に、懐かしい思い出として、色濃く残ってはいないのである。中学時代の初中休暇には、カナギの生家に帰っても、二階の洋室の長い子に寝転び、さゆだおガブガブラツパ飲みしながら、兄たちの蔵書を手当たり次第に読み散らして暮らし、どこへも旅行に出なかったし、 高等学校時代には休暇になると必ず東京のすぐ上の兄この兄は彫刻を学んでいたが27歳で死んだその兄の家へ遊びに行ったし高等学校を卒業と同時に東京の大学へ来てそれっきり10年も故郷へ帰らなかったのであるからこの度の津軽旅行は私にとってなかなか重大の事件であったと言わざるを得ない 私は、この度の旅行で見てきた町村の、市政、地質、天文、財政、遠隔、教育、衛生などについて、専門家みたいな知ったかぶりの意見は避けたいと思う。私がそれを言ったところで、所詮は、一夜勉強の恥ずかしい軽薄のと金である。それらについて、詳しく知りたい人は、その地方の専門の研究家に聞くがよい。 私にはまた別の専門科目があるのだ。世人は仮にその科目を愛と呼んでいる。人の心と人の心の触れ合いを研究する科目である。私はこの度の旅行において主としてこの一科目を追求した。どの部門から追求しても結局は津軽の現在生きている姿を。 そのまま読者に伝えることができたならば昭和の津軽不時としてまずまあ旧大ではなかろうかと私は思っているのだがああそれがうまくいくといいけれど改め日のと本編1巡礼ねなぜ旅に出るの苦しいからさあなたの苦しいはお決まりでちっとも信用できません 正岡四三十六、尾崎紘陽三十七、斎藤緑三十八、国木田どっぽ三十八、長塚雪像十七、芥川龍之介三十六、香村磯田三十七。それは、何のことなのあいつらの死んだ年さ。バタバタ死んでいる。俺も、そろそろ、その年だ。作家にとって、 これくらいの年齢の時が一番大事で。そうして苦しい時なの何を言ってやがる。ふざけちやいけない。お前になって少しは分かっているはずだがね。もうこれ以上は言わん。言うと気障りになる。おい、俺は旅に出るよ。私もいい加減に年を取ったせいか。 自分の気持ちの説明などは気障りなことのように思われてしかもそれは大抵ありふれた文学的な虚色なのだから何も言いたくないのである津軽のことを書いてみないかとある出版社の親しい編集者に前から言われていたし私も生きているうちに一度自分の生まれた地方の隅々まで見ておきたくてある年の春 小じのような姿で東京を出発した。五月中旬のことである。小じのようなという形容は多分に主観的の意味で使用したのであるが、しかし、客観的に言ったってあまり立派な姿ではなかった。私には背広服が一着もない。勤労奉仕の作業服があるだけである。それも、 仕立て屋に特別に注文して作らせたものではなかった。あり合わせの木綿の布切りを家の者のが紺色に染めてジアンパーみたいなものとズボンみたいなものにでつち上げたなんだかが点のゆかない見慣れぬ型の作業服なのである染めた直後は布地の色も確かに混んであったはずだが12度着て外へ出たらたちまち変色して。 紫みたいな妙な色になった。紫の洋装は女でもよほどの美人でなければ似合いはない。私はその紫の作業服に緑色のスフのゲートレを着けてゴム底の白い頭突くの靴を履いた。帽子はスフのテニス帽あの洒落者がこんな姿で旅に出るのは生まれて初めてのことであった。けれどもさすがに 背中のリウス草つくには母の形見を縫い直して仕立てた縫い物の一重羽織と大島の合わせそれから仙台平の袴を忍ばせていたいつどんなことがあるかもわからない十七時三十分上の初の急行列車に乗ったのだが夜の更けると,とともにひどく寒くなってきた私はそのジヤンパーみたいなものの下に 薄いいを2枚着てるるだけなのであるズボンの下にはパンツだけだ。冬の街灯を着て、膝掛けなどを用意して来ている人さえ、寒い、今夜は、また、どうしたのか変に寒い、と騒いでいる。私にも、この寒さは意外であった。東京では、その頃すでに、セルの一人を着て歩いている牙ややな人もあったのである。私は、 東北の寒さを失念していた私は手足をできるだけ小さく縮めてそれこそ全く亀縮みの形で「ここだ新島滅却の修行はここだ」と自分に言い聞かせてみたけれども暁に及んでいよいよ寒く新島滅却の修行も今は諦めて「ああ早く青森に着いてどこかの宿で路辺にダイアグラを描き熱漢のお酒を飲みたい」 つこぶる現実的なことを一心に念ずる下品なありさまとなった青森には朝の8時に着いた T 君が駅に迎えに来ていた私が前もって手紙で知らせておいたのである和服でおいでになると思っていましたそんな時代じゃありません私は勤めて冗談めかしてそう言った T 君は 女のお子さんを連れてきていた。ああ、このお子さんにお土産を持ってくればよかったと、その時すぐに思った。とにかく、私の家へ、ちょっとお寄りになってお休みになったらありがた今日お昼頃までに、ガニタの N 君のところへ行こうと思っているんだけど、存じております。N さんから聞きました。N さんも、 お待ちになっているようですとにかく、カニ待機のバスが出るまで、私の家で一休みしたらいかがです。路片にダイアグラをかき、熱かのお酒を、という、私のけしからぬ俗な念願は、奇跡的に実現せられた。T 君の家では、囲炉りに、カンカン炭火が起こって、そうして、鉄瓶には、一本お調子が入れられていた。 この度はご苦労様でした。と t 君は、改まって、私にお辞儀をして、ビールの方が、いいんでしたかしら。いや、お酒が。私は低く咳払いした。t 君は、昔、私の家にいたことがある。主に、経営者の世話をしていた。私と同じ歳だったので、仲良く遊んだ。女中たちを怒鳴り散らすところが、 あれの悪いような良いようなところだ。と、その頃、祖母が T 君を批評していったのを、私は聞いて覚えている。後、T 君は、青森に出てきて勉強して、それから、青森市のある病院に勤めて、患者からも、また病院の職員たちからも、かなり信頼されていた様子である。千年出生して、南方の孤島で戦い、 病気になって昨年帰還し病気を治してまた以前の病院に勤めているのである戦地で一番うれしかったことは何かねそれは T 君はげんかに答えた戦地で配給のビールをコツプにいっぱい飲んだ時です大事に大事に少しずつ吸い込んで途中でコツプを唇から離して一息つこうと思ったのですが どうしてもコツプが唇から離れないのですね。どうしても離れないのです。T 君もお酒の好きな人であった。けれども今は少しも飲まない。そうして時々軽く咳をしている。どうだね体の方は。T 君はずっと以前に一度肋膜を病んだことがあって今度 それがでで再発したのである。今度は15の方向です。病院で病人の世話をするには自分でも病気で一度苦しんでみなければわからないところがあります。今度はいい体験を得ました。さすがに人間ができてきたようだね。実、蔡、胸の病気なんてものは、と私は少し酔ってきたので、屋面も。 なく医者に医学を解き始めた。精神の病気なんだ。忘れちまえば治るもんな。たまには大いに酒でも飲むさ。ええ、まあ程よくやっています。と言って笑った。私の乱暴な医学は本職にはあまり信用されないようであった。何か召し上がりませんか。青森にもこの頃は 美味しいお魚が少なくなって。いや、ありがたー。私は、そばのお膳をぼんやり眺めながら、おいしそうなものばかりじゃないか。手数をかけるね。でも、僕は、そんなに食べたくないんだ。今度、津軽へ出かけるにあたって、心に決めたことが、一つあった。それは、食い物に淡んなれ、ということであった。 私は、別に聖者でもなし、こんなことを言うのは、甚だ照れくさいのであるが、東京の人は、どうも食い物を欲しがりすぎる。私は、自身古臭い人間のせいか、牛は食わねど高楊うなどという、ちょっとやけくそにも似た、あのバカバカしい、痩せ我慢の姿を滑稽に思いながらも愛しているのである。 何もことさらに用事まで使って見せなくても良さそうに思われるのだがそこが男の意地である男の意地というものはとかく滑稽な形で現れがちのものである東京の人の中には意地も張りもなく地方へ行って自分たちは今ほとんど合視線ばかりの状態なのですとひどく大げさに球場を訴えそうして 田舎の人の差し出す白米のご飯などをうがんで食べておついしょうたらたら何かもっと食べるものはありませんかお芋ですかそいつはありがたい幾月ぶりでこんなおいしいお芋を食べることでしょうついでに少し家へ持って帰りたいのですけれども分けていただけませんでしょうかしらなどと満面に卑屈の笑いを浮かべて嘆願する人がたまにあるとかいう噂を聞いた 東京の人皆が確実に同僚の食料の配給を受けているはずである。その人一人が特別に餓死戦ばかりの状態なのは機械である。あるいは威嚇調なのかもしれないが、とにかく食べ物のアイソタンガンは密ともない。お国のため、などと開き直ったことは言わずとも、いつの世だって人間としての誇りは持ちこたえていたいものだ。 東京の少数の例外者が地方へ行ってひどくでたらめに帝都の食料不足を訴えるので地方の人たちは東京から来た客人を全て食べ物をあさりに来た者として軽蔑して取り扱うようになったという噂も聞いた。私はすがへ食べ物をあさりに来たのではない。姿こそ紫色の小じにも似ているが私は。 真理と愛情のこじきだ、白米のこじきではない。と、東京の人全部の名誉のためにも、演説口調で、キザな大見えを切ってやりたいくらいの決意を秘めて、津軽へ来たのだ。もし、誰か私に向かって、さあさあ、このご飯は白米です。お腹が破れるほど食べてください。東京はひどいって話じゃありませんか。都心からの好意を持って言ってくれても、私は、 軽く一杯だけ食べて、そうしてこう言おうと思っていた。慣れたせいか、東京のご飯の方が美味しい。副植物だって、地用度なくなったと思った頃に、ちゃんと配給があります。いつの間にやら、イフが撤収して小さくなっているので、少し食べると満腹します。よくしたもんですよ。けれども、私の、そんなひねくれた用心は、 ったく無駄であった私は津軽のあちこちの知り合い日の家を訪れたが一人として私に白いご飯ですよ腹の破れるほど食いだめなさいなどと言ってくれた人はなかったことにも私の生家の88歳の祖母などに至っては東京はおいしいものが何でもあるところだからお前に何かおいしいものを食べさせようと思っても困ってしまうな のかす漬けでも食べさせたいがどうしたわけだか、この頃酒かすもとんと泣いてば。と、面目なさそうに言うので、私は、実に幸福な気がした。い,いわば、私は、食べ物などのことには、あまり敏感でない、おつとりした人たちとばかりあったのである。私は、自分の幸運を神に感謝した。あれも持っていけ、これも持っていけ、と、私に、 食料品のお土産をしつこく押しつけた人もなかった。おかげで、私は、軽い理由つくさつくを背負って、気楽に旅を続けることができたのであるが、けれども帰郷してみると、私の家には、それぞれの旅先の優しい人たちからの小包みが、私よりも先にいっぱい届いていたので、呆然とした。それは余談だが、とにかく、T 君も、それ以上、私に、 食べ物をすすめはしなかったし、東京の食べ物はどんな具合であるかなどということは、一遍も話題に上らなかった。主な話題は、やはり、昔二人が、カナギの家で一緒に遊んだ頃の思い出であった。僕は、しかし、君を、親友だと思っているんだぜ。実に乱暴な、失敬ない、やみったらしく、気触りったらしい芝居着つプリの。 思い上がった言葉である。私は言ってしまって身もいした。他に言い方がないものか。それは、かえって愉快じゃないんです。t 君も敏感に察したようである。私は、カナギのあなたの家に仕えたものです。そうして、あなたはご主人です。そう思っていただかないと、私は、嬉しくないんです。変なものですね。 あれから二十年も経っていますけれども、今でもしよつ、自由金木のあなたの家の夢を見るんです。戦地でも見ました。鶏に餌をやることを忘れた。しまった。と思って、初と夢から覚めることがあります。バスの時間が来た。私は、t 君と一緒に外へ出た。もう寒くはない。お天気はいいし、それに、 暑寒のお酒も飲んだし、寒いどころか、額に汗がにじみ出てきた。合ッポ公園の桜は、今、満開だという話であった。青森市の街路は白津っぽく乾いて、いや、水岸に映った、でたらめな印象を述べることはまことしまう。青森市は、今、造船で懸命なのだ。途中。 中学時代に私がお世話になった豊田のお父さんのお墓にお参りして、バスの発着所に急いだ。どうだね、君も、一緒にカニカへ行かないか、と昔の私ならば、気軽に言えたのでもあろうが、私も、さすがに年を取って、少しは、遠慮ということを覚えてきたせいか、それとも、いや、気持ちのややこしい説明はよそう。つまり、お互い、 大人になったのであろう。大人というものはわびしいものだ。愛し合っていても用心して他人行儀を守らなければならぬ。なぜ用心深くしなければならぬのだろう。その答えは何でもない。見事に裏切られて赤恥を書いたことが多すぎたからである。人は当てにならないという発見は。 青年の大人に移行する第一家である。大人とは、裏切られた青年の姿である。私は黙って歩いていた。突然、T 君の方から言い出した。私は、明日カニタへ行きます。明日の朝、1番のバスで行きます。N さんの家で会いましょう。病院の方は明日は日曜です。 なんだそうか。早く言えばいいのに。私たちには、まだ、たわいない少年の部分も残っていた。日刈田。津軽半島の東海岸は、昔から外ヶ浜と呼ばれて、船舶の往来の繁盛だったところである。青森市からバスに乗って、この東海岸を北上すると、後ろ方よもぎだかにた平館。 一本木今別、等の町村を通過し、義経の伝説で名高い民間屋に到着する。所要時間約4時間である。民間屋はバスの終点である。民間屋から波打ち際の心細い道を歩いて3時間ほど北上すると、両費の部落にたどり着く。文字ど掘り、道の尽きる箇所である。ここの岬は、それこそ、 のギリギリの本州の北端であるけれどもこの辺は最近国防上なかなか大事なところであるから理数その他具体的なことについての記述は一切避けなければならぬとにかくこの外ヶ浜一帯は津軽地方において最も古い歴史の損するところなのであるそうして蟹田町は その外ヶ浜において最も大きい部落なのだ。青森市からバスで、後ろ方、ぎ田を通り、約1時間半、とは言っても、まあ2時間近くで、この町に到着する。いわゆる、外ヶ浜の中央部である。個数は1000に近く、人口は5000をはるかに超えている様子である。近頃新築したばかりらしい蟹田警察署は、 外ヶ浜前線を通じて一番堂々として目立つ建築物の一つであろう蟹田蓬田平立一本木今別民間や、つまり外ヶ浜の部落全部がここの警察署の管轄区域になっている竹内雲平という弘前の人の表した青森県通詞によればこのカニタの浜は昔は砂鉄の産地であったとか 今は全く三市内が、慶長年間、弘前城築城の際には、この浜の砂鉄を精錬して用いたそうで、また、広文九年の江戸放棄の時には、その鎮圧のための大船五艘を、この下にた浜で新造したこともあり、また、四代藩士信政の元六年間には、津軽旧裏の一つに指定せられ、ここに町奉行を置き、主として、 木材輸出のことを感せしめたよしであるが、これらのことは、すべて、私が後で調べて知ったことで、それまでは、私は、カニタはカニの名産地。私が、今度津軽を暗んするにあたって、N 君のところへも立ち寄って、御厄会になりたく、前もって、N 君に手紙を差し上げたが、その手紙にも、何にも、お構いくださるな。あなたは、 知らんぷりをしていていいくださいお出迎えなどは、決して、しないでください。でも、リンゴ酒と、それからカニだけは、というようなことを書いてやったはずで、食べ物には淡白なれ、という私の自戒も、カニだけには除外例を認めていたわけである。私はカニが好きなのである。どうしてだか好きなのである。カニ、エビ、シアコ。 何の養分にもならないような食べ物ばかり好きなのである。それから好むものは、酒である。飲食においては、何の関心もなかったはずの、愛情と心理の人も、話ここに至って、端なくも、生来の鈍乱性の一端を暴露しちあった。カニタの N 君の家では、赤い猫足の大きいお膳に、カニを小山のように積み上げて、私を待ち受けてくれていた。 リンゴ酒でななくいいけないかね日本酒もビールもダメかねと N 君は言いにくそうにしているのである。ダメどころかそれはリンゴ酒よりいいに決まっているのであるがしかし日本酒やビールの貴重なことは大人の私は知っているので遠慮してリンゴ酒と手紙に書いたのである。つばる地方にはこの頃広州におけるブドウ酒のように りんご酒が割合豊富だという噂を聞いていたのだ。それや、どちらでも。私は、複雑な微笑を漏らした。N 君は、ほっとした面持ちで。いや、それを聞いて安心した。僕は、どうも、りんご酒は好きじゃないんだ。ミはね女房のやつが、君の手紙を見て、これは、太宰が、東京で、日本酒やビールを飲み飽きて、 故郷の匂いのするリンゴ酒を一つ飲んでみたくてこう手紙にも書いているのにそういないからリンゴ酒を出しましょうというのだが僕はそんなはずはないあいつがビールや日本酒を嫌いになったはずはないあいつは柄にもなく遠慮しているのに違いないと言ったんだでも奥さんの言も当たっていないことはないんだ何を言ってるもうよせ 日本酒を先にしますかビールビールは、後の方がいい。私も少しずうずうしくなってきた。僕もその方がいい。お,おい、お酒だ。おかんがぬるくても構わないから、すぐ持ってきてくれ。いずれのところか酒を忘れがたき。天外球場を話す。星雲ともに達せず、白髪亭にそう驚く。 20年前に別れ、三千里外に行く。このとき、一三菜君は、名をもってか平成を除染。白居衣。私は、中学時代には、よその家へ遊びに行ったことは絶無であったが、どういうわけか、同じクラスの N 君のところへは、実に、しばしば遊びに行った。N 君は、そのころ、寺町の大きい酒屋の2階に下宿していた。 私たちは毎朝誘い合って一緒に登校した。そうして帰りには裏路の海岸伝いにぶらぶら歩いて雨が降っても慌てて走ったりなどはせず全身濡れネズミになっても平気でゆっくり歩いた。今思えば二人ともすこぶる応用に抜けたようなところのある子であった。そこが二人の友情の鍵かもしれなかった。 私たちはお寺の前の広場でランニングをしたりテニスをしたりまた日曜には弁当を持って近くの山へ遊びに行った思い出という私の初期の小説の中に出てくる友人というのはたいていこの N 君のことなのである N 君は中学校を卒業してから東京へ出てある雑誌社に勤めたようである私は N 君よりも 三年遅れて東京へ出て、大学に席を置いたが、その時から、また、二人の交友は復活した。N 君の当時の下宿は池袋で、私の下宿は高田の馬場であったが、しかし、私たちは、ほとんど毎日のように会って遊んだ。今度の遊びは、テニスやランニングではなかった。N 君は、雑誌社をよして、保険会社に勤めたが、 何せ応用な性質なので、私と同様、いつも人に騙されてばかりいたようである。けれども、私は、人に騙されるたび、ごとに、少しずつ暗い、卑屈な男になっていったが、N 君は、それと反対に、いくら騙されても、いよいよのんきに、明るい性格の男になっていくのである。N 君は、不思議な男だ、ひがまないのが関心だ、あの点は、 祖先の遺徳と思うよりほかはないと口の悪い遊び仲間もその素直さには一様に敬服していた N 君は中学時代にもカナの私の生家に遊びに来たことはあるが東京に来てからも戸塚の私のすぐの兄の家へ強い強い遊びに来てそうしてこの兄が27で死んだ時には勤めを休んでいろいろの用事をしてくれて 私のたたち皆に感謝されたそのうちに N 君は田舎の家の精米業を継がなければならなくなって帰郷した家業を継いでからもその不思議な人徳により町の青年たちの信頼を得て23年前カニタの町会議員に選ばれまた青年団の分団長だの何とか会の幹事だのいろいろな役を引き受けて今では 町になくてならぬ男の一人になっている模様なのであるその夜も N 君の家へこの地方の若い顔役が23人遊びに来て一緒にお酒やビールを飲んだけれども N 君の人気はなかなかのものらしくやはり一座の花形であった芭蕉沖菜のあんをゃてとして世に伝えられているものの中に1好みで酒を飲むべからず 強皇により孤児しがたくとも、備訓にしてやむべし、乱に及ばずの金あり、という一箇条があったようであるが、あの、論語の酒無料普及乱という言葉は、酒はいくら飲んでもいいが、失礼な振る舞いをするな、という意味に私は解しているので、あえて、縄の教えに従おうともしないのである。泥酔などして、霊を失しない程度ならば、いいのである。 当たり前の話ではないか。私はアルコールには強いのである。場所を大なの数倍強いのではあるまいかと思われる。よその家でご馳走になって、そうして乱に及ぶなどという、それほどの馬鹿ではないつもりだ。この時、一酸なくんは、なお思ってか平泥を除染、である。私は大いに飲んだ。なおまた、大なの、あのあんぎ起きての中には、 1>, 1、徘徊の外、雑話すべからず、雑話えずれば居眠りして、ろを養うべし、という条項もあったようであるが、私は、この掟にもしょうはなかった。場所沖縄のあんは、私たち俗人から見れば、ほとんど、焼風宣伝のための地方ご出張ではあるまいかと疑いたくなるほど、旅の行く先々において、区会を開き、焼風地方支部をこしらえて歩いている。 ハイモロの長高生に取り巻かれている講師ならば、それは、ハイモロの他の雑話を避けて、そうして雑話が出たら、狸寝入ネイをしようが、何をしようが勝手であろうが、私の旅は、何も、太宰風の地方支部をこしらえるための旅ではなし。N 君だって、まさか私から、文学の講義を聞こうと思って、主席をまうけたわけじゃあるまいし。また、その夜、 N 君のお家へ遊びに来られた顔役の人たちだって、私が N 君の昔からの親友であるという理由で、私にも多少の親しみを感じてくれて、杯の研修をしているというような実情なのだから、私が開き直って、文学精神のありどころを解き来たり解き去り、思考して、雑談にすれば、私は、その夜、文学のことは一言も語らなかった。 東京の言葉さえ使いはなかった。かえって気障りなくらいに努力して、純粋の津軽弁で話をした。そうして、日常茶事の世俗の雑談ばかりした。そんなにまでして勤めなくともいいのにと、首席の誰か一人が感じたに違いないと思われるほど、私は津軽の津島のおずかすとして人に対した。津島修二というのは、 私の生まれた時からの戸籍名であって、また、おずかすというのはおじかすという漢字でも当てはめたらいいのであろうか。三男坊や四男坊を癒しめて言う時に、この地方では、その言葉を使うのである。今度の旅によって、私をもう一度、その対馬のおずかすに還元させようという企画も、私にないわけではなかったのである。都会人としての私に不安を感じて、 津軽人ととしての私を捕まうとするる念願である言い方を変えれば、津軽人とは、どんなものであったか、それを見極めたくて、旅に出たのだ。私の生き方の手本とすべき、純粋の津軽人を探し当てたくて、津軽へ来たのだ。そうして、私は、実に容易に、随所において、それを発見した。誰がどうというのではない。 姿の貧しい旅人には、そんな思い上がった批評は許されない。それこそ、失礼期はまることである。私は、まさか個人の言動、または、私に対するもてなしの中に、それを発見しているのではない。そんな探偵みたいな油断のならぬ目つきをして、私は、旅をしていなかったつもりだ。私は、大抵うなだれて、 自分の足元ばかり見て歩いていた。けれども、自分の耳に、ひそひそと宿命とでもいうべきものをささやかれることが、実にしばしばあったのである。私はそれを信じた。私の発見というのは、そのように、理由も形も何もない、ひどく主観的なものなのである。誰がどうしたとか、どなたが何とおつしやったとか、私は、それには、 ほとんど何もこだはるところがなかったのである。それは当然のことで、私などには、それにこだはる資格も何もないのであるが、とにかく、現実は、私の眼中になかった。信じるところに現実はあるのであって、現実は、決して、人を信じさせることができない。という妙な言葉を、私は、旅の手帳に、二度も繰り返して書いていた。 つつましまうと思いながら、つい、下手な寛解を述べた。私の理論はしどろむどろで、自分でも、何を言っているのか、わからない場合が多い。嘘を言っていることさえある。だから、気持ちの説明は、嫌なのだ。なんだか、どうも、見えすいたまずい虚食を行っているようで、残機赤面するばかりだ。必ず公開保存を噛むと知っていながら、 興奮するとつい、それこそ、回らぬ下にむち打ちむち打ち口を尖らせて、どどとしり裂つのことを言い出し、相手の心に軽蔑どころか、憐憫の情をさえ起こさせてしまうのは、これも、私の悲しい宿命の一つらしい。その夜は、しかし、私は、そのような下手な勘会をもらすことはせず、場所を大きなの遺くんにはそむいているようだったけれども、居眠りもせず、 大いに雑談にのみた教授、完全に好物のカニの山を眺めて、夜の更けるまで飲み続けた。N 君の小柄でハキハキした奥さんは、私がカニの山を眺めて楽しんでいるばかりで、一向に手を出さないのを見て取り、これはカニを剥いて食べるのを大義がっているのに違いないと大思いになった様子で、ご自分でせつせとカニを器用に向いて、その。 白い美しい肉を、それぞれのカニの甲羅に詰めて、フルーツなんとかという、あの、果物の原型を保持したままの香り高い、涼しげな水菓子みたいな定裁にして、いくつもいくつも、私に勧めた。おそらくは、今朝この蟹田浜から上がったばかりのカニなのであろう。もぎたての果実のように、新鮮な軽い味である。私は、 食べ物に無関心たれという自戒を平気で破って、3つも4つも食べた。この夜、奥さんは、来たる人来る人みんなにお膳を差し上げて、この土地の人でさえ、そのお膳の料理の芳醇に驚いていたくらいであった。顔役のお客さんたちが帰ってしまうと、私と N 君は、奥の座敷から茶の前首席を移して、後吹きを始めた。後吹きというのは、 この津軽地方において、祝言か何か、家に人寄せがあった場合、お客がみんな帰った後で、身内の少数のものだけが、その残魚を集めてささやかに開く色の宴のことであって、あるいは後引きのりかもしれない。N 君は、私よりも、さらに、アルコールには強いたちなので、私たちは、共に、乱に及ぶ憂いはなかったが。しかし、 君も、と、私は、深いため息をついて、そう変わらず、飲むなぁ。なんせ僕の先生なんだから、無理もないけど。僕に酒を教えたのは、実に、この N 君なのである。それは、確かに、そうなのである。産む。と N 君は、杯を手にしたままで、真面目にうなずき、僕だって、 ずいぶんそのことについては考えているんだぜ。君が酒で何か失敗みたいなことをやらかすたんびに、僕は責任を感じてつらかったよ。でもね、この頃はこう考え直そうと努めているんだ。あいつは僕が教えなくたって一人で酒飲みになったやつに違いない。僕の知ったことではないと。ああ、そうなんだ。 そのとほりなんだ。君に責任なんかありやしないよ。まったくそのとほりなんだ。やがて奥さんも狩りお互いの子供のことなど語り合ってしんみり後吹きをやっているうちに突如、けいめい暁を告げたので大いに驚いて私は寝床へ引き上げた。翌る朝目を覚ますと青森市の T 君の声が聞こえた。 約束ど掘り、朝の一番のバスでやってきてくれたのだ。私はすぐに羽をきた。T 君がいてくれると、私は、なんだか安心で、気強いのである。T 君は、青森の病院の、小説の好きな同僚の人を一人連れてきていた。また、その病院の科にた部員の事務長をしている S さんという人も、一緒に来ていた。 私が顔を洗っている間に、ミンマヤの近くの今別から、M さんという小説の好きな若い人も、私がカニタに来ることを N 君からでも聞いていたらしく、はにかんで笑いながらやってこられた。M さんは、N 君とも、また T 君とも、S さんとも、窮地の間柄のようである。これから、すぐみんなでカニタの山へ花見に行こうという相談が、 まとまった様子である。ミランさん。私は、例の紫のジアンパーを着て、緑色のゲートルを着けて出かけたのであるが、そのような物々しい身自宅をする必要は、全然なかった。その山は、カニタの町はずれにあって、高さが百メートルもないほどの小山なのである。けれども、この山からの見晴らしは、悪くなかった。その日は、 眩しいくらいの上天気で、風は少しもなく、青森湾の向こうに、夏泊岬が見え、また、平立海峡を隔てて、下北半島が、すぐ間近に見えた。東北の海といえば、南方の人たちは、あるいは、どすくらく剣悪で、怒涛さかまく海を想像するかもしれないが、この蟹田辺りの海は、ひどく温和でそうして、水の色も淡く。 塩分も薄いように感じられ、磯の甲さえほのかである。雪の溶け込んだ海である。ほとんど、それは湖水に似ている。深さなどについては、国防上、言わぬ方がいいかもしれないが、波は、優しく砂浜をなぶっている。そうして、海浜のすぐ近くに、網がいくつも立てられていて、カニをはじめ、イカ、カレヒ、サバ、イワシ、タラ、 アンさまざまな魚が四季を通じて容易に捕獲できる様子であるこの町では今も昔と変わらず毎朝魚屋がリヤカーに魚をいっぱい積んでいかにサバダじゃあアンカウにアオバダじゃあスズキにホッケダじゃあと怒っているような大声で叫んで売り歩いているのであるそうしてこの辺の魚屋はその日に取れた魚ばかりを売り歩いて 前日の売れ残りは一切手相はないようである。よそいを食ってしまうのかもしれない。だから、この町の人たちは、その日に獲れた生きた魚ばかり食べているわけであるが、しかし、海が荒れたりなどして、たった一日でも漁のなかったときには、町中に、一尾の生魚も見当たらず、町の人たちは、干物と山菜で食事をしている。これは カニタに限らず、外ヶ浜一帯のどの漁村でも、また、外ヶ浜だけとも限らず、津軽の西海岸の漁村においても、全く同様である。カニタはまた、すこぶる山菜に恵まれているところのようである。カニタは、海岸の町ではあるが、また、平野もあれば、山もある。津軽半島の東海岸は、山が、すぐ海岸に迫っているので、 平野は乏しく山の斜面に田や畑を開墾しているところも少なくない状態なので山を越えて津軽半島西部の広い津軽平野に住んでいる人たちはこの外ヶ浜地方を影山の影の井と呼んで多少哀れんでいる傾向がないわけでもないように思われるけれどもこのかにた地方だけは決して西部に劣らぬ見事な欲やを持っているのだ。 西部の人たちに哀れまれていると知ったらカニタの人たちはくすぐったく思うだろうカニタ地方にはカニタ川という水量豊かな温和な川がゆるゆると流れていてその流域に田畑が広く展開しているのであるただこの地方には古地も西風も強く当たるので不作の都市も少なくないようであるがしかし 西部の人たちが想像しているほど土地が痩せてはいないのである。ミラン山から見下すと水量たつプぷりのカニタ川が長蛇のごとくうねってその両側に一番蛇の澄んだ水田が落ち着き払って控えていて豊かな頼もしい景観を成している山は大オ山脈の締めくのボンジュ山脈である。この山脈は 津軽半島の根元から起こってまっすぐに北進して半島の突端の両姫崎まで走って海に転げ落ちる2 0 0ルから3 4 0 0ルくらいの低い山々が並んでミラン山からほぼまっすぐ西に青くそびえている大倉岳はこの山脈において増川岳などとともに最高の山の一つなのであるがそれとて 700メートル歩かないかくら来のものなのであるけれども山高きが故に尊からず樹木あるが故に尊しとか嫌に光沢目がはっきりしたことを断言してはばからぬ実利主義者もあるのだから津軽の人たちはあえてその山脈の低きを恥じる必要もあるまいこの山脈は全国有数の変化しわの産地である その古い伝統を誇ってよい津軽の産物は変化しわである。リンゴなんかじゃないんだ。リンゴなんてのは明治初年にアメリカ人から種をもらって試食しそれから明治二十年代に至ってフランスの宣教師からフランス流の剪定法を教わってがぜん成績を上げそれから地方の人たちもこのリンゴ栽培に向きになり始めて。 青森名産として全国に知られたのは大正には行ってからのことでまさか東京の雷を起こし桑名の小和マグリほど軽薄な産物でもないが奇襲のみかんなどに比べるとはるかに歴史は浅いのである関東関西の人たちは津軽といえばすぐにリンゴを思い出しそうしてこの平白リンについてはあまり知らないように見受けられる 青森県という名もそこから起こったのではないかと思われるほど津軽の山々には樹木が枝枝を絡ませあって冬もなお青く茂っている昔から日本三大森林地の一つとして数えられているようであって昭和4年版の日本地理風俗体系にもそもそもこの津軽の大森林は遠く津軽半楚為信の偉業に因し地雷 厳然たる制度のもとに、今日なお、その鬱荘を続け、そうして、我が国の模範林制と呼ばれている。はじめ、天は、帝京の頃、津軽半島地方において、日本海岸の砂丘数理の間に植林を行い、もって潮風を防ぎ、またもって、岩木川下流地方の後部開拓に支した。次来、藩にては、この方針を襲い、 鋭意植林に努めた結果寛永年間に灰はゆる屏風樹林の成りきを見てまたこれによって高知千三百余町部の開墾を見るに至ったそれより藩内の各地はしきりに造林に努め百猶余所の大半遊林を設けるに及んだかくて明治時代に至っても元長は大いに林政に注意し青森県辺白林の公表は 世にサクサクとして聞こえるけだしこの地方の材質はよく各種の建築土木の用途に適しことに水しめに耐える特性を有すると材木の産出の豊富なるとまたその運搬に比較的便利なると思って重宝がられ年産額80万石と記されてあるがこれは昭和4年版であるから現在の産額は。 その3倍くらいいになってるると思われるけれども以上は津軽地方全体の変白林についての記述であってこれをもって特別にカニタ地方だけの自慢となすことはできないがしかしこのミラン山から眺められるこんもり茂った山々は津軽地方においても最も優れた森林地帯で例の日本地理風俗体系にも。 田川のの河口の大きな写真が出ていていそうしてその写真にはこの蟹田川付近には日本三美林の小アルヘン柏の国有林があり蟹田町はその石出港としてなかなか盛んな港でここから森林鉄道が海岸を離れて山に入り毎日多くの材木を積んでここに運びくるのであるこの地方の木材は 良質でしかも安価なので知られている。という説明が伏せられてある。カニタの人たちは、誇らじと欲するもえべ賢也である。しかも、この津軽半島の石稜をなすボンジュ山脈は、変化しわばかりでなく、杉、ブナ、奈良、ケイ、トチ、カラマツなどの木材も無しまた、山菜の豊富をもって知られているのである。半島の西部のカナギ地方も、 山菜はなかなか豊富であるがこのカニタ地方もわらびゼンマイウドタケノコフキアザミキノコの類が町のすぐ近くの山麓から実に容易に採れるのであるこのようにカニタ町はだあり畑あり海の幸山の幸にも恵まれてそれこそ古福劇場の別天地のように読者には思われるだろうがしかし このミランさんから見下したカニタの街の気配は何か物うい。活気がないのだ。今まで私はカニタを褒めすぎるほど褒めて書いてきたのであるからここらで少し悪口を言ったってカニタの人たちはまさか私を殴りやしないだろうと思われる。カニタの人たちは恩和である。恩和というのは美徳であるが 町を物くさせるほど町民が無気力なのも旅人にとっては心細い天然の恵みが多いということは長生にとってかえって悪いことではあるまいかと思わせるほどカニタの町はおとなしくしんと静まり返っている河口の防波堤も半分作りかけて投げ出したような形に見える家を建てようとして地ならしをしてそれっきり 家を建てようともせず、その赤土の空地にかぼ、チヤなどを植えている。ミランさんから、それが全部見えるというわけではないが、かにかには、どうも、建設の途中で投げ出した工事が多すぎるように思われる。調整のはつらつたる推進を妨げる、妙なフルローの作動屋みたいなものがいるんじゃないか、と、私は N 君に尋ねたら、この若い町会議員は、苦笑して、 寄せ、寄せ、と言った。慎むべきは、士族の商法分子の正断。私のかにた調整についての、出しやばりの質問は、九郎との町会議員の便称を将来しただけの、馬鹿らしい結果に終わった。それについて、すぐ思い出される話は、ドガの失敗談である。フランス画壇の名称エドガー・ードガは、かつて、パリのある舞踊劇場の廊下で、 偶然、大政治家クレマンソーと同じ、長椅子に腰を下ろした。ドガは、遠慮もなく、かねて事故の崩壊していた高舞の政治団を、この大政治家に向かって改陳した。私が、もし、最小となったならば、ですね、その責任の重大を思い、あらゆる恩愛の絆を断ち切り、苦行者のごとく、簡易質素の生活を選び、役所の、すぐ、 近くのアパートの5階あたりに、極めて小さい一室を借り、そこには、一脚のテーブルと、粗末な鉄の寝台があるだけで、役所から帰ると、深夜まで、そのテーブルに置いて、残務の整理をし、睡魔の襲うとともに、服も靴も脱がずに、そのまま、別路にごろ寝をして、翌る朝、目が覚めると直ちに立って、立ったまま、ケーランとスープを喫し、 鞄を抱えて役所へ行くという具合の生活をするに違いない。と、情熱を込めて語ったのであるが、クレマンソーは一言も答えず、ただ、なんだか全くあきれ果てたような軽蔑の目つきで、この画壇の巨匠の顔を、しげしげと見ただけであったという。ドガシも、その目つきには参ったらしい。よっぽど恥ずかしかったと見えて、その失敗談は誰にも知らせず。 十五年経ってから、彼の少数の友人の中でも一番のお気に入りだったらしいブアレリー氏にだけ、こつそり打ち明けたのである。十五年という、ひどく長い年月、ひた隠しに隠していたところを見ると、さすが傲慢不尊の名称も、クロート政治家の無意識な軽蔑の目つきにやられて、それこそ、骨の髄まで応えたものがあったのであろうと、そぞろ、 同情の念の胸に迫り来るを覚えるのである。とかく芸術家の政治団は、怪我のもとである。土がが良いお手本である。一個の貧乏分子に過ぎない私は、未ン山の桜の花や、また、津軽の友人たちの愛情についてだけ語っている方が、どうやら無難のようである。その前日には、西風が強く吹いて、N 君の家のとしょを揺すぶり、 カニタってのは、風の町だね。と、私は、例の一人が天の樽折を吐いたりなどしていたものだが、今日のカニタ町は、前夜の私の暴論を忍び笑うかのような、穏やかな上天気である。そよとの風もない。ミラン、山の桜は、今が最盛期らしい。静かに、淡く咲いている。乱漫という形容は、当たっていない。 花びらも、薄くすきと掘るようで、心細く、いかにも雪に洗い晴れて咲いたという感じである。違った種類の桜かもしれないと思わせるほどである。ノブアリスの青い花も、こんな花を空想していったのではあるまいかと思わせるほど、かすかな花だ。私たちは、王家の下の芝生にあぐらをかいて座って、重箱を広げた。これは、やはり、 N 君の奥さんのお料理である。他に、カニとシヤコが、大きい竹のかごにいっぱい。それから、ビール。私は、癒やしく見られない程度に、シヤコの皮をむき、カニの足を仕破り、中箱のお料理にも箸をつけた。中箱のお料理の中では、ヤリー、カのドに、ヤリーの透明な卵をギュウギュウ詰め込んで、そのまま、 お醤油のふやきにして輪切りにしてあったのが、私にはひどくおいしかった。機関兵の T 君は、熱い熱いと言って上着を脱ぎ、半裸体になって立ち上り、軍隊式の体操を始めた。タオルの手拭いで向かう鉢巻きをした、その黒い顔は、ちょっと、ウィルマのバーモー長官に似ていた。その日、集った人たちは、情熱の程度においては、それぞれ、 少しずつ相違があったようであるが、何か小説についての10回を私から聞き出したいようなそぶりを見せた。私は、問い晴れただけのことは、はっきり答えた。問いに答えざるはよろしからず。という例の場所、沖なのあんの掟きに従ったわけであるが、しかし、他の、もっと重大な過剰には、見事に背いてしまった。ち他の端を挙げて。 斧が蝶を表すことなかれ人をそしりて己に誇るは甚だ癒やし。私は、その、甚だ癒やしいことを、やつちやった。芭蕉だって、多門の灰もろの悪口は、チクチク言ったに違いないのであるが、けれども、さすがに私みたいに、たしなみも何もなく、眉を跳ね上げ口を曲げ、肩を怒らして。 他の小説家を罵倒するなどという浅ましいことはしなかったであろう。私は、苦々しくも、その浅ましい振る舞いをしてしまったのである。日本のある50年配の作家の仕事について問いはれて、私は、そんなによくはない、と、ついうっかり答えてしまったのである。最近、その作家の過去の仕事が、どういうわけか、異形に近いくらいの感情で、 東京の読書人にも迎えられている様子で、神様という妙な呼び方をする者なども出てきて、その作家を好きだと告白することは、その読書人の趣味の交渉を証明するたずきになるという変な風潮さえ別件せられて、それこそ、悲劇の引き出しというもので、その作家は、大いに迷惑して苦笑しているのかもしれないが、しかし、私は、かねて、 その作家の奇妙な誠意を冒険して、例の津軽人の愚昧なる心から、彼は癒しき者なるぞ、ただじの分強くしてうんぬん。と、一人で興奮して、素直に、その風潮に従うことはできなかった。そうして、この頃に至って、その作家の作品の大半をまた読み直してみて、うまいなあ、とは思ったが、格別、趣味の交渉は感じなかった。 かえってえげつないところにこの作家の強みがあるのではあるまいかと思ったくらいであった。書かれてある世界もケチな小市民の意味もなく気取った一騎一遊である。作品の主人公は自分の生き方について時々良心的な反省をするがそんな箇所は特に古臭く困難やみな反省ならばしない方が良いと思われるくらいで。 文学的な青臭さから離れようとして、かえって、それにはまってしまっているような耳つちいものが感じられた。ユーモアを心がけているらしい箇所も、意外なほどたくさんあったが、自分を投げ出しきれないものがあるのか、つまらぬ神経が、一本びくびく生きているので、読者は素直に笑えない。貴族的、という幼い批評を耳にしたこともあったが、とんでもないことで。 それこそ、悲喜の引き倒しである。貴族というものは、だらしないくらい、活発なものではないかと思われる。フランス革命の際、ボートたちが、王の居室にまで乱入したが、その時、フランス国王る移住6世、アングナリとスイも、カラカラ笑って、ヤ庭に、ボートの一人から、革命棒を奪い取り、自分でそれをひよいとかぶって、フランス万歳、と叫んだ。 血に飢えたるボートたちもこの天意無法の不思議な気品に打たれて思わず王と共にフランス万歳を絶叫し王の体には一矢も触れずにおとなしく王の居室から退去したのである。まことの貴族にはこのような無邪気なつくろは抜気品があるものだ。口を引き締めて襟元をかき合わせて済ましているのはあれは貴族の下男によくある方だ。 貴族的なんて哀れな言葉を使い土やいけない。その日、カニタのミランさんで、一緒にビールを飲んだ人たちも、大抵その50年配の作家の親水者らしく、私に対して、その作家のことばかり質問するので、とうとう、私も、場所大きなのアンギャの掟きを破って、そのような悪口を言い、言い始めたら、次第に興奮してきて、それこそ、 眉を跳ね上げ口を曲げる結果になって貴族的なんて変なところで脱線してしまった一座の人たちは私の話に少しも同感の色を示さなかった貴族的なんてそんなバカなことを私たちは言ってはいませんと今別から来た M さんは当枠の面持ちで独り言のようにしていた 水管の方言に並行しきっているというような風に見えた。他の人たちも、互いに顔を見合わせて、ニヤニヤ笑っている。要するに、私の声は悲鳴に似ていた。ああ、先輩作家の悪口は言うものでない。男ぶりに騙され、血や遺憾ということだ。ルイ十六世は、史上まれに見る部男だったんだ。いよいよ脱線するばかりである。 でも、あの人の作品は、私は好きです。と M さんは、嫌にはっきり宣言する。日本じゃ、あの人の作品など、いい方なんでしょうと、青森の病院の H さんは、つつましく、鳥なし顔に言う。私の立場は、いけなくなるばかりだ。そりや、いい方かもしれない。まあ、いい方だろう。しかし、君たちは、 僕を前に置きながら、僕の作品について一言も言ってくれないのは、ひどいじゃないか。私は、笑いながら本音を吐いた。みんな微笑した。やはり、本音を吐くに限ると、私は図に乗り、僕の作品なんかは、めちゃくちゃだけれど、しかし、僕は、待望を抱いているんだ。その待望が重すぎて、よろめいているのが、僕の、 現在のこの姿だ。君たちには、だらしのない、無知な薄汚い姿に見えるだろうが、しかし、僕は、本当の気品というものを知っている。松葉の形の東を出したり、政治の壺に水仙を投げ入れてみせたって、僕は、ちっとも、それを上品だとは思わない。成金趣味だよ、湿気だよ。本当の気品というものは、 真っ黒いどつしりした大きい岩に白菊一輪だ土台にむさい大きい岩がなくちやだめなもんだそれが本当の上品というものだ君たちなんかまだ若いから針金で支えられたカーネーシオンをコツプに投げ入れたみたいな女学生臭いリリシズムを芸術の気品だなんて思って嫌がる暴言であった他の端を挙げて が蝶を表すことなかれ人をそしりて己に誇るは甚だ癒やし。この大きなのアンャのおは原粛の真理に似ている。実、蔡、甚だ癒しいものだ。私には、この癒やしい悪癖があるので、東京の分断においても、みんなに不愉快の感を与え、薄汚いバカ者として遠ざけられているのである。まあ、しようがないや。 私は後ろに両手をついて仰向き僕の作品なんか全くひどいんだからな何を言ったって始まらんでも君たちの好きなその作家の十分の一くらいは僕の仕事を認めてくれてもいいじゃないか君たちは僕の仕事をさっぱり認めてくれないから僕だってあらぬことを口走りたくなってくるんだ認めてくれよ 20分の一でもいいんだ。認めろよ。みんなひどく笑った。笑い晴れて私も気持ちが助かった。カニタ分院の事務長の S さんが腰を浮かしてどうです。この辺で席を変えませんかとよなれた人に特有の慈悲深くなだめるような口調で言った。カニタ町で。 一番大きいという旅館にみんなの昼飯の支度をさせてあるといういいのかと私は T 君に目で尋ねたいいんですご馳走になりましょう T 君は立ち上って上着を着ながら僕たちが前から計画していたのです S さんが配給の上等うを取っておいたそうですからこれからみんなでそれをご馳走になりに行きましょう N さんのご馳走にばかりなっていてはいけません。私は T 君の言うことにおとなしく従った。だから T 君がそばについていてくれると心強いのである。い、e、いという旅館はなかなかきれいだった。部屋の床の間もちゃんとしていたし、便所も清潔だった。一人でやってきて泊まってもわびしくない宿だと思った。 一体に、津軽半島の東海岸の旅館は、西海岸のそれと比べると上等である。昔から、多くの他国の旅人を送り迎えした伝統の現れかもしれない。昔は北海道へ渡るのに、必ず民間屋から船出することになっていたので、この外ヶ浜街道は、そのための全国の旅人を朝夕送迎していたのである。旅館のお膳にも、カニがついていた。 やっぱり、カニタだなぁ。と、誰か言った。T 君はお酒を飲めないので、一人先にご飯を食べたが、他の人たちは、みんな、S さんの上等酒を飲み、ご飯を後回しにした。ようにしたがって、S さんは、上機嫌になってきた。私はね、誰の小説でも、みな一様に好きなんです。読んでみると、みんな面白い。 なかなかどうして上手なものです。だから私は小説家ってやつを好きでしようがないんです。どんな小説家でも好きで好きでたまらないんです。私は子供を男の子で三つになりましたがねこいつを小説家にしようと思っているんです。名前も文夫とつけました。文の男と書きます。 頭の格好がどうもあなたに似ているようです失礼ながらそんな具合には血が開いているような形なのです私の頭が蜂が開いているとは初耳であった私は自分の要望のいろいろ様々な欠点を残りくまなく窒出しているつもりであったが頭の形まで変だとは気がつかなかった 自分で気のつかない欠点が、まだまだたくさんあるのではあるまいかと、他の作家の悪口を言った直後でもあったし、ひどく不安になってきた。S さんはいよいよ上機嫌で、どうです。お酒もそろそろなくなったようですし、これから私の家へみんなでいらっしゃいませんか。ね。ちょっとでいいんです。うちの女房にも、ふみにも、 会ってやってください。頼みます。リンゴ酒なら、カニタニはいくらでもありますから、家へ来て、リンゴ酒を、ね。と、しきりに私を誘惑するのである。ご幸心差しはありがたかったが、私は、頭の蜂以来、富に息がそそうして、早く、N 君の家へ引き上げて、一年入りしたかった。S さんのお家へ行って、今度は、 頭の鉢どころか頭の内容まで見破られ罵られるような結果になるのではあるまいかと思えばなおさら気が重かった私は例によって t 君の顔色を伺った t 君が行けといえばこれは行かなくてはなるまいと覚悟していた t 君は真面目な顔をしてちょっと考え行っておやりになったら s さんは今日は 珍しくひどく酔っているようですが、ずいぶん前から、あなたのおいでになるのを楽しみにして待っていたのです。私は、行くことにした。頭の鉢にこだはることは、やめた。あれは、S さんが、ユーモアのつもりで落ちしやったのに、違いないと思い直した。どうも、要望に自信がないと、こんなつまらぬことにも、くよくよしていけない。 要望についてばかりでなく、私に、今最も欠けているものは、自信かもしれない。S さんのお家へ行って、その津軽人の本性を暴露した、熱狂的な接待ぶりには、同じ津軽人の私でさえ、少し面食らった。S さんは、お家へ入るなり、立て続けに、奥さんに用事を言いつけるのである。おい、東京のお客さんを連れてきたぞ。 とをうとう連れてきたぞ。これが、その例の太宰って人なんだ。挨拶を千回。早く出てきて拝んだらよかろう。ついでに、酒だ。いや、酒はもう飲んじゃったんだ。りんご酒を持ってこい。なんだ、一升しかないのか。少ない。もう二章買ってこい。待て。その縁側にかけてある火だらをむしって、待て。 それは、金槌で叩いてやは隠してから、むしらなく、ちや駄目なものなんだ。待て、そんな手つきじゃいけない、僕がやる。火だらを叩くには、こんな具合に、こんな具合に、あ、いてえまあ、こんな怖いだ。おい、醤油を持ってこい。火だらには、醤油をつけなくちや駄目だ。コツプが一つ、いや二つ足りない。 早く持ってこい。待て、このチャインジャワンでもいいか。さあ、乾杯、乾杯。お,おい、もう二書を買ってこい。待て、坊やを連れてこい。小説家になれるかどうか、太宰に見てもらうんだ。どうです。この頭の形は、こんなのを、鉢が開いているというんでしょう。あなたの頭の形に似ていると思うんですがね。閉めたものです。 おい、坊やを厚地へ連れて行け。うるさくてかなわない。お客さんの前に、こんな汚い子を連れてくるなんて、失敬じゃないか。成金趣味だぞ。早く、リンゴ酒を、もう二章。お客さんが逃げてしまうじゃないか。待て、お前は、ここにいてサーブ椅子をしろ。さあ、みんなにお釈ゃく。リンゴ酒は、 隣のおばさんに頼んんで買ってきてもらえおばさんは砂糖を欲しがっていたから少し分けてやれ。待ておばさんには土屋いかん。東京のお客さんにうちの砂糖を全部お土産に差し上げろ。いいか忘れちやいけないよ。全部差し上げろ。新聞紙で包んでそれから油脂で包んで紐で湯えて差し上げろ。 子供を泣かせちや、いかん。失敬じゃないか。成金趣味だぞ。貴族ってのはそんなものじゃないんだ。待て。砂糖は、お客さんが、お帰りの時でいいんだってば。音楽、音楽。レコードを始めろ。ユーベルト、塩パン、バツハ、なんでもいい。音楽を始めろ。待て。なんだ、それは、 はかやめろ。うるさくてかなわん。話も何もできやしない。もっと静かなレコードをかけろ。待て、食うものがなくなった。あんこうのフライを作れ。ソースが我が家の自慢と来ている。果たしてお客さんのお気に召すかどうか。待て、あんこうのフライとそれから卵味噌のか焼きを差し上げろ。これは。 津軽でななければ食えないものだそうだ卵味噌だ卵味噌に限る卵味噌だ卵味噌だ私は決して誇張法をよう見て描写しているのではないこの疾風怒涛のごとき接待は津軽人の愛情の表現なのである火だらというのは大きいたを吹雪にさらして凍らせて干したもので 場所大きななどの、喜びそうな、軽いかんがな味のものであるが、S さんの家の縁側には、それが、五六本吊るされてあって、S さんは、よろよろと立ち上り、それを、二三本ひったくって、めったやたらに手っついでらんだし、左の親指を負傷して、それから、転んで、はうようにして、みんなにリンゴ酒を注いで回り、頭の鉢の一件も、決して、 S, S さんは、私をからかうつもりで言ったのではなく、また、ユーモアのつもりで言ったのでもなかったのだということが、私にはっきりわかってきた。S さんは、蜂の開いた頭というものを、真剣に尊敬しているらしいのである。いいものだと思っているらしいのである。津軽人の愚直可憐、ミルベシである。そうして、ついには、卵味噌。 卵味噌と連呼するに至ったのであるが、この卵味噌のか焼きなるものについては、一般の読者には、少しく説明がいるように思われる。津軽においては、牛鍋、鶏鍋のことを、それぞれ、牛のか焼き、鳥のか焼きという具合に呼ぶのである。貝焼きの鉛まりであろうと思われる。今はそうでもないようだけれど、私の幼少の頃には、津軽においては、 肉を煮るのに、ホタテ貝の大きい貝殻を用いていた。貝殻から、幾分出しが出ると、盲信し,しているところもないわけではないようであるが、とにかく、これは、先住民族アユヌの威風ではなかろうかと思われる。私たちは、みんな、この貝きを食べて育ったのである。卵味噌の貝きというのは、その貝の鍋を使い、味噌に鰹節を削って入れて煮て、 それに鶏卵を落として食べる原始的な料理であるが、実は、これは、病人の食べるものなのである。病気になって、食が進まなくなった時、このかやきの卵味噌をおかゆに乗せて食べるのである。けれども、これもまた、津軽特有の料理の一つには違いなかった。S さんは、それを思いつき、私に食べさせようとして連呼しているのだ。私は、 奥さんにもうたくさんですからとがむように頼んで S さんの家を自去した読者もここに注目をしていただきたいその日の S さんの接待こそ津軽人の愛情の表現なのであるしかも喫水の津軽人のそれであるこれは私においても S さんと全く同様なことがしばしばあるので遠慮なく言うことができるのであるが ともあり遠方より来た場合には、どうしたらいいか分からなくなってしまうのである。ただ、胸がワクワクして、意味もなく右往左往し、そうして、伝統に頭をぶつけて、伝統の傘を割ったりなどした経験さえ、私にはある。食事中に珍客が現れた場合に、私は、すぐに箸を投げ出し、口をもぐもぐさせながら、玄関に出るので、帰って、 お客に顔をしかめられることがある。お客を待たせて、心静かに食事を続けるなどという芸当は、私にはできないのである。そうして S さんのごとく、実質においては、至れり尽くせりの心遣いをして、そうして何やらかやら、家中のもの一切合切持ち出して共応しても、ただ、お客に並行させるだけの結果になって、帰って、後で、そのお客に、 自分の比例をお詫びしなければならぬなどということになるのである。ちぎっては投げ、むしっては投げ、取って投げ、果ては自分の命までも、という愛情の表現は、関東、関西の人たちには、かえって無礼な、暴力的なもののように思われ、ついには、敬遠ということになるのではあるまいか、と、私は、S さんによって、私自身の宿命を知らされたような気がして、 みちみち S さんが懐かしく気の毒でならなかった津軽人の愛情の表現は少し水で薄めて服用しなければ他国の人には無理なところがあるかもしれない東京の人はただ妙にもったいぶって血をつっぴりずつ料理を出すからな不縁の平たではないけれど私も木曽殿みたいにこの愛情の角の露出の故にどんなに 今まで東京の高慢なふり人たちに別視せられてきたことか。書いたまえ、書いたまえや。とぞ責めたりける、である。あとで聞いたが、S さんは、それから1週間、その日の卵味噌のことを思い出すと恥ずかしくて、酒を飲まずにはいられなかったという。普段は、人一倍はにかみやの、神経の繊細な人らしい。これも、 また生粋の,の津軽人というものは普段は決してそやな野蛮人ではない生中の都会人よりもはるかに優雅な細かい思いやりを持っているその抑制が事情によって土つと席を破って本当するときどうしたらいいかわからなくなって「無縁の平竹ここにありとうとう」と急がす形になってしまって 軽薄の都会人に貧縮せられる悔しい結果になるのである。S さんは、その翌日、小さくなって酒を飲み、そこへ一友人が訪ねていって、どうあれから奥さんに叱られたでしょうと、笑いながら訪ねたら、S さんは、処女のごとくはにかんで、いいえ、まだ、と答えたという。叱られるつもりでいるらしい。3、うん、外ヶ浜。 S, S さんの家を自居して N 君の家へ引き上げ N 君と私はさらにまたビールを飲みその夜は T 君も引き止められて N 君の家へ泊まることになった3人一緒に奥の部屋に寝たのであるが T 君は翌朝早々私たちのまだ眠っているうちにバスで青森へ帰った勤めが忙しい様子である咳をしていたね T 君が起きて身支度をしながら、コンコンと軽い咳をしていたのを、私は、眠っていながらも耳ざとく聞いて、変に悲しかったので、起きると、すぐに、N 君にそう言った。N 君も起きて、ズボンを吐きながら、うん、咳をしていた。と、厳粛な顔をしていった。酒飲みというものは、酒を飲んでいないときには、ひどく厳粛な顔をしているものである。 いや、顔ばかりではないかもしれない。心も、厳しくなっているものである。あまり、いい席じゃなかったね。N 君も、さすがに、眠っているようではあっても、ちゃんとそれを聞き取っていたのである。きでおっさ。と N 君は、突き放すような口調で言って、ズボンのバンドを締め上げ、僕たちだって、直したんじゃないか。N 君も、 私も長い間呼吸器の病気と戦ってきたのである。N 君はひどい喘息だったが今はそれを完全に克服してしまった様子である。この旅行に出る前に満州の兵隊たちのために発行されているある雑誌に短編小説を一つ送ることを約束していてその締め切りが今日明日に迫っていたので私はその日1日と。 それからあくる日1日と2日間、奥の部屋を借りて仕事をした。N 君も、その間、別当の精米工場で働いていた。2日目の夕刻、N 君は、私の仕事をしている部屋へやってきて、かけたかねに、3枚でもかけたかね僕の方は、もう1時間たったら、完了だ。1週間分の仕事を2日でやってしまった。 後でまた遊ばうと思うと気持ちに張り合いが出て仕事の能率もぐんと上るね。もう少しだ。最後の馬力をかけよう。と言ってすぐ工場の方へ行き10分も経たぬうちにまた私の部屋へやって来てかけたかね。僕の方はもう少しだ。この頃は機械の調子もいいんだ。君はまだ。 うちの工場を見たことがないだろう。汚い工場だよ。見ない方がいいかもしれない。まあ、生を出そう。僕は、工場の方にいるからね。と言って帰っていくのである。鈍感な私も、やつと、その時、気がついた。N 君は、私に、工場で働いている、彼の海外しい姿を見せたいのに違いない。 もうすぐ、彼の仕事が終わるから、終わらないうちに見に来い、という謎であったのだ。私は、それに気がついて微笑した。急いで仕事を片付け、私は、道路を隔て別当になっている精米工場に出かけた。N 君は、継ぎはぎだらけのコール10の上着を着て、目まぐるしく回転する巨大な精米機のそばに、両腕を後ろに回し、 小さいらしい顔をして立っていた。盛んだね。と、私は大声で言った。N 君は振り返り、それは嬉しそうに笑って、仕事は、済んだか。よかったな。僕の方も、もうすぐなんだ。入りたまえ。下駄のままでいい。というのだが、私は、下駄のままで、精米所へのこの子入るほど無神経な男ではない。 N 君だって清潔な藁ら草履とは聞かえている。そこらを見回しても、錠造りのようなものもなかったし、私は工場の門口に立って、ただ、にやにや、笑っていた。裸足になって入ろうかとも思ったが、それは N 君をただ恐縮させるばかりの大げさな偽善的な仕草に似ているようにも思われて、裸足にもなれなかった。私には、 常識的な禅示を行うにあたって、はなはだ照れる悪癖がある。ずいぶん大がかりな機会じゃないか。よく、君は、一人で操縦ができるね。お世辞ではなかった。N 君も、私と同様、科学的知識においては、あまり達人ではなかったのである。いや、簡単なものなんだ。この水土をこうすると、などと言いながら、 あちこちの吸い土をひねって、モーターをピタリと止めて見せたり、また、もみ殻の吹雪を減出させて見せたり、出来上がりの米を幕府のようにざっと落下させて見せたり、自由自在に、その巨大な機械を操ってみせるのである。ふと、私は、工場の真ん中の柱に貼り付けられてある小さいポスターに目を留めた。お調子の形の顔をした男が、 あぐらをかきゆでまくりして、大坂月を傾け、その大坂月には、家や土蔵がちよこんと乗っていて、そうして、その妙な絵には、酒は、身を飲みかを飲むという説明の文句が印刷されてあった。私は、そのポスターを、長いこと、見つめていたので、N 君も気がついたか、私の顔を見て、にやりと笑った。私もにやりと笑った。 同罪の死である。どうもねえ。という感じなのである。私は、そんなポスターを、工場の柱に貼っておく N 君を、いじらしく思った。誰か大酒を恨まざる、である。私の場合は、あの大酒好きに、私の、貧しい約二十種類の著書が載っているという塩梅なのである。私には、飲むべき家も蔵もない。酒は、 身をちみ著書を飲むとでも言うべきところであろう。工場の奥にかなり大きい機械が二つ休んでいる。あれは何と N 君に聞いたら N 君はかすかなため息をついてあれはなあ縄を作る機械とむしろを作る機械なんだがなかなか操作が難しくてどうも僕の手にはおえないんだ。45年前 この辺一旦ひどい不作で、精米の依頼もばったりなくなって、いや、困ってねえ。毎日毎日、ろそばに座ってタバコを吹かして、いろいろ考えた末、こんな機械を買って、この工場の隅で、ばったんばったんやってみたのだが、僕は不器用だから、どうしてもうまくいかないんだ。寂しいもんだったよ。結局、一家六人、細々と寝食いさ。 あの頃は、もう、どうなることかと思ったね。N 君には、4歳の男の子が1人あるほかに、死んだ妹さんの子供をも3人預かっているのだ。妹さんのご亭主も、北しで戦死をなさったので、N 君夫妻は、この3人の維持を、当然のこととして育て、自分の子供と、全く同様に可愛がっているのだ。奥さんの言によれば、 N 君は、可愛がりすぎる傾きさえあるそうだ。3人の維持のうち、一番の総領は、青森の工業学校には行っているのだそうで、その子が、ある土曜日に、青森から、七里の道をバスにも乗らず、てくてく歩いて、夜中の12時ごろに、カニタの家へたどり着き、おじさん、おじさん、と言って、玄関の戸をたたき、N 君は、飛び起きて玄関を開け、 無我夢中で、その子の肩を抱いて、歩いてきたのか、へえ、歩いてきたのか、とばかり言って物も,も言えず、そうして、奥さんをやたらに叱り飛ばして、それ、砂糖湯を飲ませろ、餅を焼け、うどんを温めろと、矢継ぎ早に用事を言いつけ、奥さんは、この子は疲れて眠いでしょうから、と言いかけたら、な、何と言って、すこぶる。 大げさに奥さんに向かって拳を振り上げ、あまりにどうも珍妙な喧嘩なので、甥いのその子が、うつと吹き出して、N 君も、拳を振り上げながら笑い出し、奥さんも笑って、何が、何やら、うやむやになったということなどもあったそうで、それもまた、N 君の人柄の片りを示す孝子の相和であると、私には感じられた。七転びやおきだね。いろんなことがある。 と言って私は自分の身の上とも思い合わせ、ふと涙ぐましくなった。この善良な友人が慣れぬ手つきで工場の隅で一人ばったんばったんむしろを追っているわびしい姿がありありと眼前に見えるような気がしてきた。私はこの友人を愛している。その夜はまたお互い一仕事済んだのだからなどと言い訳して。 二人でビールを飲み、郷土の凶作のことについて話し合った。N 君は青森県郷土史研究会の会員だったので、郷土史の文献をかなり持っていた。なんせ、こんなだからなぁ。と言って、N 君は、ある本を開いて私に見せたが、そのページには次のような、津軽凶作の年表とでも言うべき不吉な一覧表が載っていた。 元和一年、大京。元和二年、大京。寛永十七年、大京。寛永十八年、大京。寛永十九年、京。明暦二年、京。広文六年、京。広文十一年、京。遠方二年、京。遠方三年、京。遠方七年、京。天和一年、大京。 定京一年、京、元六五年、大京、元六七年、大京、元六八年、大京、元六九年、京、元六十五年、半京、宝永二年、京、宝永三年、京、宝永四年、大京、京宝一年、京、京宝五年、京、元文二年、京、元文五年、京 延長2年、大京。延長4年、京。開園2年、大京。法暦5年、大京。明和4年、京。安永5年、半京。天明2年、大京。天明3年、大京。天明6年、大京。天明7年、半京。完成1年、京。完成5年、京。 完成十一年、今日。文化十年、今日。天保三年、半今日。天保四年、大京、天保六年、大京、天保七年、大京、天保八年、今日。天保九年、大京、天保十年、今日。慶応二年、今日。明治二年、今日。明治六年、今日。 明治二十二年、今日。明治二十四年、今日。明治三十年、今日。明治三十五年、大今日。明治三十八年、大今日。大正二年、今日。昭和六年、今日。昭和九年、今日。昭和十年、今日。昭和十五年、半今日。津軽の人でなくても、 この年表に接してはため息をつかざるを得ないだろう。大阪夏の陣、豊臣氏滅亡の元和元年より、現在まで約330年の間に、約60回の共作があったのである。まず、5年に、一度ずつ共作に見舞い晴れているという感情になるのである。さらにまた、N 君は、別な本を開いて私に見せたが、それには、 翌天四年に至りては立春吉祥のその日よりこ地しきりにすいすさみ三月上司の節句に至れども積雪消えず農家にて摂取用いたり五月に至り苗の成長わずかに一足なれども時節の階級低べからざるがゆえについにそのまま植え付けに着手したりしかれども連日の古地渡る不吉のり六月土曜に入りても 密運べきとして天候猛猛聖天白日を見ることほとんどまれなり、中略毎日朝夕の冷気強く、6月土曜中に綿入れを着用せり、夜はことに冷やにして、7月に産ぶた作者中。印梨七夕の頃、武者の形あるいは竜子の形などの極彩色の大灯籠を荷車に乗せて引き、若い衆たち様々に紛争して。 町々を踊りながら練り歩く津軽年中行事の一つである。田町の大灯籠と衝突して、喧嘩のこと必ずあり。坂の上の田村麻呂、江戸征伐の折、このような大灯籠を見せびらかして、山中の蝦夷をおびき寄せ、これを殲滅せし、風なりとの説あれども、なお信ずるに足らず。津軽に限らず、東北各地にこれと似たる風俗あり。 東北の夏祭りの出しと思わば大かなからんよ。の頃に至りても、道路にては、蚊の声を聞かず、家屋のうちに、おては、いささかこれを聞くことあれども、蚊やおよううるを要せず、蝉声のごときもはなはだまれなり、七月六日頃より、初期でで、本前一とえものを着用す。同十三日頃より、和せ大いにしつありしため、人気、よろしく。 盆踊りもすこぶるにぎやかなりしが、同15日、16日の日光白色を帯び、あたかも夜中の鏡に似たり、同17日夜半、踊り時も散り、内容のものもまれまばらにして、おいおい暁形に及べるとき、はからざり気圧霜を降らし、失つの首傾きたり、往来老若のお見る者定休十万たり。という、哀れというより、他には、 全く言いようのないありさまが記されてあって、私たちの幼い頃にも、論人たちから、ケガず津軽では、凶作のことをけがずという、非活の鉛かもしれない、の賛美戦懐の情を聞き、幼いながらも、暗淡たる気持ちになって、泣きべそを書いてしまったものだが、久しぶりで故郷に帰り、このような記録をあからさまに見せつけられ、哀愁を通り越して、 何か訳のわからぬふんぬさえ感じられてこれは遺憾と言った科学の世の中とか何とか偉そうなことを言ってたってこんな凶作を防ぐ法を百姓たちに教えてやることもできないなんてだらしがねえいや技師たちもいろいろ研究はしているのだ例外に応えるように品種が改良されてもいるし 植え付けの時期にも工夫が加えられて、今では昔のように徹底した不作などなくなったけれども、でも、それでも、やっぱり、4、5年に、一度はいけない時があるんだね。だらしがねえ。私は、誰にともなき不満で、口を曲げてののしった。N 君は笑って、砂漠の中で生きている人もあるんだからね。 怒ったってしようがないよ。こんな風土からは、また独特な人情も生まれるんだ。あんまり結構な人情でもないね。春風大等たるところがないんで、僕なんか、いつでも、南国の芸術家には押され気味だ。それでも君は、負けないじゃないか。津軽地方は、昔から、他国の者のに攻め破られたことがないんだ。 殴られれるけけども負けやしないんだ第8師団は国宝だって言われているじゃないか。生まれ落ちるとすぐに凶作に叩かれうろをすすって育った私たちの祖先の血が今の私たちに伝わっていないわけはない。春風台頭の美徳も羨ましいものには違いないが私はやはり祖先の悲しい血に。 できるだけ見事な花を咲かせるように努力するより他には仕方がないようだいたずらに過去の悲惨に探索せず N 君みたいにその疾風木空の伝統を応用に誇っている方がいいのかもしれないしかも津軽だっていつまでも昔のように賛美の地獄へを繰り返しているわけではないその翌日私は N 君に案内してもらって 外ヶ浜街道をバスで北上し、民間屋で1泊して、それから、さらに、海岸の波打ち際の心細い道を歩いて、本州の北端、両飛岬まで行ったのであるが、その民間屋両飛館の公領作泊たる各部落でさえ、烈風に行し、怒涛に屈せず、懸命に一家を支え、津軽人の健在を可憐に誇示していたし、民間屋以南の各部落、ことにも、 ミンマや今別などに至っては、勝者たる開口の明るい雰囲気の中に落ち着き払った生活を展開して見せてくれていたのである。ああ、いたずらに、ケガズの影に怯えることなかれである。以下は、佐藤博という理学士の怪文章であるが、私のこの書の読者の憂鬱を消すために、なおまた、私たち。 津軽人の明るい出発の乾杯の字としてちょっと借用してみよう。佐藤理学士の欧州産業創設に、いわく、打てば、すなわち草に隠れ、追えば、すなわち山に入った蝦夷族の半とたりし、欧州山岳長城して至るところ、天然の障壁をなし、もって交通を阻害している、欧州風波高く海運不便なる日本海と。 北上山脈に遮られて発達しない巨大なの岬湾の多い太平洋とに包まれた欧州。しかも、冬季降雪多く、本州中で一番寒く、古来、数十回の凶作に襲来されたという欧州。九州の高地面積2割5分に対して、わずかに1割半を占いむる哀れなる欧州。どこから見ても、 不利な自然的条件に支配されているその欧州はさて六百三十万の人口を養うに今日いかなる産業によっているであろうかどの地理性を紐解いても欧州のチタルや本州の東北端に壁在し衣食中いずれもほぼ白木とある古来からの茅葺き正木州杉川州はとにかくとして 現在多くの民はトタン州の家に住み風呂敷をかぶってモンペイを吐き中流以下ことごとく粗食に甘んじているという神ビや以下それほど欧州の地は産業に恵まれていないのであろうか高速度をもって誇りとする第20世紀の文明は一人東北の地に到達していないのであろうかいなそれは すでに過去の欧州であって、人もし、現代の欧州について語らんと欲すれば、まず、文芸復興直前のイタリアにおいて見受けられた、あのうつぼつたる大統力を、この欧州の地に認めなければならぬ。文化において、はたまた産業においてしかり、賢くも、明治大帝の教育に関する大お心は、に、速に、欧州のつつ裏,裏にまで浸透して、 欧州人特有の危機、グルシキビオンの減退と、標準後の進出等を促し、かつての原始的状態に沈輪した、モー猛イナ万族の居住地に、強化のご光を与え、しかして、今やみを、開発また開拓、油田翌やの刻一刻と増加することを、そして、改良また改善、牧畜、林業、漁業の日に日に盛大に赴くことを。 ましていわんや、住民の分布すまばらにして、将来の発展の余裕、また、大いに、この地にありというにおいておや、むくとり、かも、四終から、がんなどの渡り鳥の大群が、食を求めて、この地方をさまよやるくがごとく、傍聴時代にあった大和民族が、各地方より北上して、この欧州にいたり、蝦を征服しつつ、あるいは山に漁師。 あるいは川に漁していろいろな普遍の魅力に引きつけられあちらこちらとさまよい歩いたかくして数代経過しここに人々は思い思いの地に城を表してあるいは秋田宋内津軽の平野に米を植えあるいは北奥の山地に茂林を試みあるいは平原に馬を飼いあるいは海辺の漁業に先進して もって京における流星なる産業の基礎を作ったのである。欧州6県630万の民は、かくして先人の開発せし、特徴ある産業をおろそかにせず、ますます、これが発達の党を講じ、渡り鳥は永遠にさまよえども、素朴なる東北の民はもはやや動かず、米を作ってリンゴを売り、うっそうたる微林に続く緑の大平原には、 毛並み輝く見事な若駒を走らせ、質量の船は、踊る銀鱗を満載して、港にはいるのである。誠にありがたい食事で、思わず駆け寄って、お礼の握手でもしたくなるくらいのものだ。さて、私は、その翌日、N 君の案内で、欧州外ヶ浜を北上したのであるが、出発に先立ち、まず問題は酒であった。お酒は、 どうしますリ由ツクサツクにビールのに3本も入れておきましょうかと奥さんに言われて私は全く冷や汗さんとの思いであったなぜ酒飲みなどという不面目な種族の男に生まれてきたかと思ったいやいいですなければないでまたそれは別になどと しどろむどろの不得要領なることを言いながら、理由つくさつくを背負い、逃げるがごとく家を出て、後からやってきた N 君に、いや、どうも、酒、と聞くとヒヤッとするよ。針のむしろだ。と、実感をそのまま言った。N 君も、同じ思いと見えて、顔を赤くし、うふふと笑い、僕もね、一人じゃ我慢もできるんだが、君の顔を見ると、 飲まずにはいいられないんだ今別の M さんが配給のお酒を近所から少しずつ集めて送って行っていたから今別にちょっと立ち寄ろうじゃないか私は複雑なため息をついてみんなに苦労をかけるわいと言った初めは蟹田から船でまっすぐに漁費まで行き帰りは徒歩とバスという計画であったのだが その日は朝からコチが強く好天と言っていいくらいの天候で乗っていくはずの定期船は欠航になってしまったので予定を変えてバスで出発することにしたのであるバスは案外空いていて二人とも楽に腰掛けることができた外ヶ浜街道を一時間ほど北上したら次第に風も弱くなり青空も見えてきて この部のならば定期船も出るのではなかろうかと思われた。とにかく今別の M さんのお家へ立ち寄り、船が出るようだったらお酒をもらってすぐ今別の港から船に乗ろうということにした。雪も帰りも同じ陸路を通るのは気が利かなくてつまらないことのように思われた。N 君はバスの窓から さまざまな風景を指さして説明してくれたがもうそろそろ要塞地帯に近づいているのだからその N 君の親切な説明をここにいちいち書き記すのは慎むべきであろうとにかくこの辺には昔の蝦夷の最下の面影は少しも見受けられずお天気の良くなってきたせいかどの村落もごれいに明るく見えた 完成年間に出版せられた今日の名医立花南京の東遊び記には天地開けしよりこの方今の時ほど大平なることはあらじ西は機械役の島より東は欧州の外ヶ浜まで号令の行き届かざるもなし王子は役の島は役国とて異国のように聞こえ欧州も半ばエビー人の領事なり死にやなお 近き頃まで偉人の住所なりしと見えて、南部、津軽たりの地名には変名を押し、外ヶ浜通りの村の名にも立つぴ、ほろき、内松ぺ、外松ぺ、今別、宇徹などいうところあり、これみんな蝦夷しなり。今にても、宇徹などのあたりは、風俗もやや蝦夷に類して、津軽の人も、彼らは蝦夷主と言って、癒しむるなり。 う思うに宇あ辺りに限らず南部津軽あ辺りの村民も大方派えぞしなるべしただ早くスメラギ化によくして風俗言語も改めりたるところは先祖より日本人のごとく言いなしいることとぞ思わるゆえに礼儀文化の未だ明けざるは最もの異なりと記されてあるがそれから約150年地下の南京を今日 この淡々たるコンクリート道路をバスに乗せて通らせたならば、呆然たる様にて首をひねり、あるいは、小僧のそそいまいすこなどという端を発するかもしれない。南京の東遊びき西遊記は、江戸時代の名著の一つに数えられているようであるが、その判例にも、余が、万有元医学のためなれば、維持に書かれることは雑談といえども、別に記録して、同志の人にも示す。 ただ、これ書は、予中見分せることを、筆のついでに記せるものにして、強て、そのことの虚実を正さず、誤り記せることもたかるべし、と自ら告白しているごとく、読者の好奇心を刺激すればたるというような口頭無形に似た記事も、少しとしないと言ってよい。他の地方のことは言わず、例を、この外ヶ浜近辺についての記事だけに限って言っても、 欧州三馬屋作者中、民馬屋の故障は、松前都会の次手、津軽両外ヶ浜にありて、日本東北の限りなり、昔、源義経、高官を逃れ江夷へ渡らんと、このところまで来たり玉石に、渡るべき順風な狩りしかば数日投留し、あまりに耐えかねて、諸事の観音の像を、海底の岩の上に来て順風を祈りしに、 たちまち風変わりつつがなく、松前の地に渡り急犬。その象今に、このところの寺にありて、義経の風祈りの観音という。また、波打ち際に、大なる岩ありて馬屋のごとく、穴三つ並べり。瀬義経の馬を立てたまいしところとなり。瀬によりて、この地を三馬屋と称するなりとぞ。と、何の疑いも差し挟まずに記してあるし。 また、奥州津軽の外ヶ浜に平立というところあり、このところの北にあたり、岩尾関海に突き出たるところあり、全を石崎の花という。そのところを越えて、しばらく行けば朱田にあり、山々高くそびえたる間より細き谷川流れ出て、海に落ちる。この谷の土石回収色なり、水の色まで糸赤く。 濡れたる石の朝日に映る色、まことに華やかにして目覚むる心地す。その落ちるところの海の小石までも多く朱色なり。北辺の海中の魚みんな明かしと運谷にあるところの朱の木によりて、海中の魚、あるいは石までも朱色なること無情無情、ともに、背に感ずること不思議なり。と言って済ましているかと思うと、また。 沖縄と称する海魚が北海に住んでいて、その大きさにり三里にも及べるにや、ついに、その魚の全身を見たる人はなし。まれに、海上に浮きたるを見るに、大なる島、いくつもできたるごとくなり、背沖縄の背中尾びれなどの少しずつ見揺れなりとぞ。二十キロ、三十キロのクジラを飲むこと、クジラのイワシを飲むがごとくなるゆえ、 この魚来ればクジラ東西に逃走るなり、などと言って脅かしたり、また、この三馬屋に登竜せし頃一夜、この家の近きあたりの老人来たりぬれば、家内の祖父祖母などだたかり、いろりにまといして、よもやまの物語せしに、彼ものども語りしは、さても、この二三十年以前末前の津波ほど恐ろしかりしことはあらず、その頃風も、 静かに雨も十かりしが、ただ、なんとなく、空の貴色だ曇りたるようなりしに、いよいよ折り々り光り物して、東西に国空を飛行するものあり、前々に、陣識その四五日前に至れば、白昼にも、いろいろの神々国空を飛行したまう。いかんにて馬上に見ゆるもあり、あるいは、龍に乗り雲に乗り、あるいは、西蔵の類に名乗り、白き装束なるもあり。 赤き青きいろいろの出発にて、その姿も、また大なるもあり、正気もあり、いる異業の物心空中に満ち満ちて、東西に飛行しだまう。我々もみんなが家出て、毎日いいとありがたくをがみたり、不思議なることにて、目の当たりがみまつることよと、四五日がほどもいい暮らすうちに、ある夕暮れ、沖の方を見やりたるに、真っ白にして、雪の山のごときものはるかに見ゆ。 あれ見よ、また不思議なるものの海中にできたれといううちに、だんだんに近く寄り切りて、近く見えし、島山の上をだこしてくるを見るに、大波のだくるなり、すわ津波こそ、早逃げよ、と、老若男女我れ先にと問う迷いしかど、しばしが、間に、だよりて、民奥た,たく先近獣まで、少しも、残らず海底のみくずとなれば、生き残る人民。 海辺の村里には一人もなし、さてこそ、初に、神々の雲中を飛行し、キュイケルは、これ大変あることを白示して、この地を問うさりたまいしなるべしと、いい豪邸て恐れはべりぬと語りぬ。などという、もったいないような、また夢のようなことも、平壹の文章で、さらさらと書き記されているのである。現在のこの辺の風景については、この際、 あまり具体的に書かぬ方が良いと思われるし口頭向けとは言ってもせめて個人の旅行記など書き写しそのおとぎ話みたいな雰囲気に浸ってみるのも一興と思われて実は「ずま遊び記の」の二三の記事をここに抜き書きしたというわけでもあったのだがついでにもう一つ小説の好きな人にはことにも面白く感じられるのではあるまいかと思われる記事があるから紹介しよう。 欧州津軽の外ヶ浜に、在りし頃、ところの役人より、丹後の人は伊豆屋と、しきりに吟味せしことあり。いかなるゆえぞと広ぬるに、津軽のいわき山の神花肌、丹後の人を忌み嫌う。もし忍びても、丹後の人この地に入るときは、天気大きに損じて、風雨打ち続き船の出入なく、津軽陵花肌、難儀に及ぶとなり。 夜が遊びし頃も打ち続き風悪しかりければ、単語の人の入りているにやと吟味せしこととぞ。天気やしければ、いつにても、役人より厳しく吟味して、もし入り込みいる時は、急に送り出すこととなり。単語の人、津軽寮の境を出れば、天気たちまち晴れて、風静かになりなり。土族の、いいなら橋にて意味嫌うのみならず。 役人よりも毎度改むること、珍しきことなり。青森、三馬や、その他外ヶ浜通り、港、最も、陣識丹後の人を弓みらう。あまり怪しければ、いかなるわけのありで、各は、言うことぞと意識尋ねとうに、当国岩木山の神というは、安ン姫出生の地なればとて、安ン姫を祀る。この姫は、丹後の国にさまよいて、 三つの正太夫に苦しめられしゆえ、今に至り、その国の人といえば忌み嫌らいて、風雨を起こし、岩城の神荒れだまうとなり、外ヶ浜通り90里余り、みんな、多くは、漁業、または、船の通行にて夜渡ることなれば、常々、最も順風を願う。しかるに、差し当たりたる天気にさはりあることなれば、一刻、こぞって、 単語の人を意味嫌うことにはなりぬ。これ説、隣境にも及びて、松前南部等にても、港にては、多くは、単語人を意味て送り出すことなり。かばかり、人の根は深きものにや。変な話である。単語の人こそ、いい迷惑である。単語の国は、今の京都府の北部であるが、あの辺りの人は、 この時代に津軽へ来たらひどい目に沿うはなければならなかったわけである。アンジュ姫と寿司王の話は私たちも子供の頃から絵本などで知らされているしまた、王外の傑作三正太夫のことは小説の好きな人なら誰でも知っているけれどもあの愛話の美しい師弟が津軽の生まれでそうして死後岩木山に祀られているということは。 あまり知られていないようであるが、実は、私は、これも、なんだか、怪しい話だと思っているのである。義経が津軽に来たとか、三里の大魚が泳いでいるとか、石の色が溶けて、川の水も魚の鱗も赤いとかということを、平気で書いている南京氏のことだから、これも、あるいは、例の、しいて、そのことの虚実を正さず。 式の無責任な記事かもしれないもっとも、このアンジュズ・シオウ・ツガル人説は、和漢三歳図の岩城山権現の上にも出ている。三歳図は、漢文で少し読みにくいが、総伝右、昔、東国、津軽の領主、岩城方丸正氏というものあり。英誉元年の冬、在京中、三者のために、西海に託せらる。 本国に双子あり、姉を安住と名づく、弟を逗子大丸と名づく、母と共にさまよい、寝はを過ぎ、越後にいたり、直江の裏うんぬん。などと自信ありげに書き出しているが、おしまいの方に至って、岩木と津軽の岩城山とは、南北百よりを隔て、これを祀るはいぶかし。とおのずから語るに落ちるような具合になってしまっている。 郊外の三正大夫には、岩城の忍ぶ軍の中華を出て、と書いている。つまり、これは、岩城という字を、岩城と読んだり、岩城と読んだりして、こち山ぜになって、とうとう、津軽の岩城山が、その伝説を引き受けることになったのではないかと思われる。しかし、昔の津軽の人たちは、安寿寿司王が、津軽の子供であることを固く信じ。 三椒太夫を呪うあまりに、丹後の人が入り込めば、津軽の天候が悪化するとまで思い詰めていたとは、私たち安住寿司王の同乗者にとっては、痛快でないこともないのである。外ヶ浜の昔話は、これぐらいにしてやめて、さて、私たちのバスは、お昼頃 M さんのいる今別に着いた。今別は、前にも言ったように、明るく、 近代的とさえ言いたいくらいの港町である。人口も4,000に近いようである。N 君に案内されて、M さんのお家を訪れたが、奥さんが出てこられて、留守です、とおっしゃる。ちょっとお元気がないように見受けられた。よその家庭のこのような様子を見ると、私はすぐに、ああ、これは、僕のことで、喧嘩をしたんじゃないかな。 当たっていることもあるし当たっていないこともある作家や新聞記者等の出現は善良の過程にとかく不安の感を起こさせやすいものであるそのことは作家にとってもかなりの苦痛になっているはずであるこの苦痛を体験したことのない作家はバカであるどちらへいらつしやったのですか と N くんはのんびりしている。りうつくさつくをおろして、とにかく、ちょっと休ませていただきます。玄関の式台に腰をおろした。呼んでまいります。はあ、すみませんですな。N くんは大善たるものである。病院の方ですかえ、そうかと思います。美しく打ちきそうな奥さんは、小さい声で言って、 下駄をつつかけがいへ出て行った M さんは今別のある病院に勤めているのである私も N 君と並んで式台に腰を下ろし M さんを待ったよく打ち合わせておいたのかねうんまあね N 君は落ち着いてタバコをふかしているあいにく昼飯しで行けなかったね私は何かと気を揉んでいた いや、僕たちもお弁当を持ってきたんだから。と言って済ましている。西郷隆盛も、かくやと思われるくらいであった。M さんが来た。はにかんで笑いながら。さ、どうぞ。という。いや、そうしてもいられないんです。と N 君は、腰を上げて、船が出るようだったら、すぐに、船で両費まで行きたいと思っているのです。 そう。M さんは軽くうなずき、じゃあ、出るかどうか、ちょっと聞いてきます。M さんが、わざわざ、波止場まで聞きに行ってくれたのだが、船は、やはり欠航ということであった。仕方がない。頼もしい私の案内者は、別に落胆した様子も見せず、それじゃ、ここでちょっと休ませてもらって、弁当を食べるか。うん。 ここで腰掛けたままでいい。私はいやらしく遠慮した。上がりませんか。M さんは気弱そうに言う。上がらしてもらほう方じゃないか。N 君は平気でゲートルを解き始めた。ゆっくり次の予定を考えましょう。私たちは M さんの書斎に通された。小さい色りがあって炭火がパチパチ行って怒っていた。 書棚には本がぎつしり詰まっていて、ブアレリー、前週や今日全先週も揃えられてあった。礼儀文化のいまだ明けざるは最ものことなり。と、自信ありげに談案を下した南京氏も、ここに至って、あるいは失神するかもしれない。お酒は、あります。上品な M さんは、かえって、ご自分の方で顔を赤くしてそう言った。 飲みましょう「いやいやここで飲んでは」と言いかけて N 君はウフフと笑ってごまかしたそれは大丈夫と M さんは敏感に察して両費へお持ちになる酒はまた別に取っておいてありますからほほと N 君ははしいで「いやしかし今から飲んでは」 今日のうちに、漁費に到着することができなくなるかも、などと言っているうちに、奥さんが黙ってお調子を持ってきた。この奥さんは、元から無口な人なのであって、別に僕たちに対して怒っているのではないかもしれない、と、私は、自分に都合のいいように考え直し、それじゃ、酔いはない程度に、少しのマーカー。と N 君に向かって提案した。 飲んだら酔うよ N 君は先輩顔で言って、今日は、これは、民間まや泊まりかなそれがいいでしょう。今日は今別でゆっくり遊んで、みんまやまでだったら歩いて、まあ、ぶらぶら歩いて一時間かなどんなに酔ってたって、楽に行けます。と m さんも勧める。今日は民間まや一泊と決めて、私たちは飲んだ。私には、 この部屋へ入った時からこだわっていたものが一つあった。それは私がカニタでつい悪口を言ってしまったあの50年配の作家の随筆集が M さんの机の上にきちんと置かれていることであった。愛読者というものは偉いもので私があの日カニタのミランさんであれほど口汚くこの作家を罵倒してもこの作家に対する M さんの信頼は いささかかもも動揺しなかったものと見えるちょっとその本を貸してどうも気になって落ち着かないのでとうとう私は M さんからその本を借りていい加減にパツと開いてその箇所をうのメタカの目で読み始めた何かあらを拾って外貨をあげたかったのであるが私の読んだ箇所はその作家も特別に緊張して書いたところらしく さすがに打ち込む隙がないのである。私は黙って読んだ。1ページ読み、2ページ読み、3ページ読み、とうとう5ページ読んで、それから本を投げ出した。今読んだところは少しよかった。しかし、他の作品には悪いところもある。と私は負け惜しみを言った。M さんは嬉しそうにしていた。 想定が豪華だからなぁ。と、私は小さい声で、さらに負け惜しみを言った。こんな上等の紙に、こんな大きな活字で印刷されたら、大抵の文章は、立派に見えるよ。M さんは、相手にせず、ただ黙って笑っている。勝利者の微笑である。けれども、私は、本心は、そんなに口惜しくもなかったのである。 いい文章を読んで、ほっとしていたのである。あらを拾って外科などをそうするよりは、どんなに、いい気持ちのものかわからない。嘘じゃない。私は、いい文章を読みたい。今別には、本覚寺という有名なお寺がある。サダデンオショウという偉い坊主が、ここの住職だったので知られているのである。サダデンオショウのことは、 竹内運平市長の青森県通詞にも着乗せられてあるすなわち貞伝和尚は今別の新山神左衛門の子で早く弘前西岸寺に弟子入りして後岩木平戦勝寺に修行すること十五年二十九歳の時より津軽今別本格寺の住職となって享保十六年四十二歳に至る間その強化するところ 津軽地方のみならず近隣の国々にも及び享保12年金堂東馬建立の供養の時の如きは領内はもちろん南部秋田松前地方の全南全女の運州三景を見たというようなことが記されてあるそのお寺をこれから一つ見に行こうじゃないかと外ヶ浜の案内者への懲戒議員は言い出した 文学団もいいが、どうも、君の文学団は一般向きでないね。へんてこなところがある。だから、いつまでたっても、有名にならん。サダ和尚なんかはね、とえぬくんは、かなり酔っていた。サダ和尚なんかはね、ふつの教えを説くのは後回しにして、まず、民衆の生活の福利増進を図ってやった。そうでもなく、ちや、 民衆なんか、仏の教えも何も聞きやしないんだ。サダデン将は、あるいは産業を起こし、あるいは、と言いかけて、一人で吹き出し、まあ、とにかく行ってみよう。今別へ来て本格寺を見なく、ちや恥です。サダデン将は、外ヶ浜の誇りなんだ。そう言いながら、実は、僕もまだ見ていないんだ。いい機会だから。 今日は見に行きたい。みんなで一緒に見に行こうじゃないか。私はここで飲みながら M さんといわゆるへんてこなところのある文学団をしていたかった。M さんもそうらしかった。けれども N 君のサダ伝王将に対する情熱はなかなかのものでとうとう私たちの思い知りをあげさせてしまった。それじゃ。 その本格寺に立ち寄って、それから、まっすぐに民ン山まで歩いて行ってしまおう。私は、玄関の式台に腰掛けて、ゲートルを巻きつけながら、どうです、あなたも、と、M さんを誘った。はあ、ミンマまでお経させていただきます。そいつはありがたい。この勢いじゃ、町会議員は、今夜あたり、 ミンマヤの宿でかにた調整について、調光一石やらかすんじゃないかと思って、実は、憂鬱だったんです。あなたが不合ってくれると、心強い。奥さん、ご主人を今夜、お借りします。はあ。とだけ言って、微笑する。少しは慣れた様子であった。いや、諦めたのかもしれない。私たちは、お酒を、 それぞれの水筒に詰めてもらって大容器で出発したそうして途中も N 君はてゆでんをしょうてゆでんをしょうと言いすこぶるうるさかったのであるお寺の屋根が見えてきた頃私たちは魚売りのおばさんに出会った引いているリヤカーにはさまざまな魚がいっぱい積まれている私は二尺くらいの鯛を見つけて その体はいくらです。丸つきで見当がつかなかった。一円七十銭です。安いものだと思った。私はつい買ってしまった。けれども買ってしまってから始末に窮した。これからお寺へ行くのである。二尺の体を下げてお寺へ行くのは機械の図である。私は途方に暮れた。つまらんものを買ったね。 とくんは、口をゆがめて、私を軽蔑した。そんなものを買ってどうするのいや、ミンマヤの宿へ行って、これを、一枚のままで塩焼きにしてもらって、大きいお皿にのせて、三人でつつこうと思ってね。どうも、君は、へんてこなことを考える。それでは、まるでお祝言か何かみたいだ。でも、 1>, 1円70銭で、ちょっと豪華な気分に浸ることもできるんだから、ありがたいじゃないか。ありがとかないよ。1円70銭なんて、この辺では高い。実に、君は、下手な買い物をした。そうかねえ。私は、しおげた。とうとう、私は、2尺の鯛をぶら下げたまま、お寺の境内には行ってしまった。 どうしましょうと私は小声で M さんに相談した弱りましたそうですね M さんはまじめな顔して考えてお寺へ行って新聞紙か何かもらってきましょうちょっとここで待っていてください M さんはお寺の栗の方に行きやがて新聞紙と紐を持ってきて問題の体を包んで 私の理由つくさつくくくさに入れてくれてた私は、ほっとして、お寺の山門を見上げたりなどしたが、別段優れた建築とも見えなかった。大したお寺でもないじゃないか。と、私は、小声で N 君に言った。いやいや、いやいや。外観よりも内容がいいんだ。とにかく、お寺へ入って、坊さんの説明でも聞きましょう。 私は気が重かった。しぶしぶ、N 君の後についていったが、それから、実にひどい目に遭った。お寺の坊さんはお留守のようで、50年配のおかさんらしい人が出てきて、私たちを本堂に案内してくれて、それから、長い長い説明が始まった。私たちは、きちんと膝を折って、かしこまって拝聴していなければならぬのである。説明が、 ちょっと一区切りついて、やれうれしやと立ち上ろうとすると、N 君は膝をすすめて、しからば、さらにもう一つお尋ねいたしますが、というのである。いったい、このお寺は、ていでん、和尚が、いつごろお作りになったものなのでしょうか。何をおつしやっているのです。さだ、天上人様は、このお寺をご早々なさったのではございませんよ。 貞殿上人様は、このお寺の中高解散、五代目の商人様でございまして、と、またもや、長い説明が続く。そうでしたかなと N 君は、気をとんとして、叱らば、さらにお尋ねいたしますが、この手ゆざんおは、手ゆざんおと言った。まったくめちゃくちゃである。N くは、一人熱狂して膝を進め、膝を進め、ついには、 その老婦人の膝との感覚が紙一重くらいのところまで進出して一問一答を続けるのである。そろそろ辺りが暗くなってきてこれから民間屋まで行けるかどうか心細くなってきた。あそこにありまする大きな見事な額はその王の黒兵衛様のお書きになった額でございます。さようでございますか。とえぬくんは感服し 王の黒兵衛様と申しますと、ご存知でございましょう。中心義士の一人でございます。中心義士と言ったようである。あのお方は、この土地でお亡くなりになりまして、お亡くなりになったのは、42歳、大変、ご信仰の厚いお方でございましたそうで、このお寺にも、たびたび、莫大のご寄進をなされ、M さんは、この時とうとう立ち上り、 おかみさんの前に行って、内ポケットから白紙に包んだものを差し出し、黙って、丁寧にお辞儀をして、それから N くんに向かって、そろそろ、おいとまを。と小さい声で言った。はあ、いや、帰りましょう。と N くんは応用に言い、結構なお話を承りました。と、おかみさんにお愛想を言って、ようやく立ち上ったのであるが、 後で聞いてみると、おかみさんの話を一つも記憶していないという。私たちは呆れて、あんなに、情熱的に、いろんな質問を発していたじゃないか。と、言うと、いや、すべて、上の空だった。なんせ、ひどく酔ってたんだ。僕は、君たちがいろいろ知りたいだろうと思って、我慢して、あのおかみの話し相手になってやっていたんだ。 僕は犠牲者だ。つまらない犠牲心を発揮したものである。ミンマヤの宿に着いた時には、もう日が暮れかけていた。表二階の小綺麗な部屋に案内された。外ヶ浜の宿屋は、皆、街に不似合いなくらい上等である。部屋から、すぐ海が見える。小雨が降り始めて、海は白くないでいる。悪くないね。タイもあるし、 海の雨を眺めながら、ゆっくりのまあ。私は、理由つくさつくから、鯛の包みを出して、女中さんに渡し、これは鯛ですけどね、これをこのまま塩焼きにして持ってきてください。この女中さんは、あまり利口でないような顔をしていて、ただ、はあ、とだけ言って、ぼんやり、その包みを受け取って、部屋から出て行った。わかりましたか N 君も、私と同様少し、女中さんに不安を感じたのであろう。呼び止めて念を押した。そのまま塩焼きにするんですよ。三人だからといって、三つに切らなくてもいいのですよ。ことさらに、三等分の必要はないんですよ。わかりましたか。N 君の説明も、あまり上手とは言えなかった。女中さんは、やっぱり、はあ、 と頼りなないような返事をしたただけであったやがてお膳が出た。タイは、今塩焼きにしています。お酒は今日はないそうです。とにこりともせずに、例の、利口そうでない女中さんが言う。仕方がない。持参の酒を飲まあそういうことになるね。とえぬくんはき早やく、水筒を引き寄せ、すみませんが、お調子を。 日本と酒好きを3つばかり。ことさらに3つとは限らないか、などと冗談を言っているうちに、鯛が出た。ことさらに3つに切らなくてもいいという N 君の注意が、実にばかばかしい結果になっていたのである。頭もおも骨もなく、ただ、タイの切り身の塩焼きが、不変ばかり、何の不税もなくしらちゃけて、さらに乗っているのである。私は、 決して食べ物にこだわっているのではない食いたくて二尺の鯛を買ったのではない読者は分かってくれるだろうと思う私はそれを一尾の原型のままで焼いてもらってそうしてそれを大皿に乗せて眺めたかったのである空う食はないは主要な問題でないのだ私はそれを眺めながらお酒を飲み 豊かな気分になりたかったのである。ことさらに3つに切らなくてもいい、という N 君の言い方も変だったが、損なら5つに切りましょうと考える、この宿の者の,の無神経が、尺にさはるやら、恨めしいやら、私は、全く自断だを踏む思いであった。つまらねえことをしてくれた。お皿に愚かしく積まれてある5切れの焼き魚、それは、もう鯛ではない、単なる。 焼き魚だを眺めて、私は、泣きたく思った。せめて、刺身にでもしてもらったのなら、まだ、諦めもつくと思った。頭や骨はどうしたろう。大きい見事な頭だったのに、捨てち合ったのかしら。魚の豊富な地方の宿は、帰って、魚に鈍感になって、料理法も何も知りやしない。怒るなよ、おいしいぜ。 人格円満の N 君は平気でその焼き魚に箸をつけてそう言ったそうかねそれじゃ君が一人で全部食べたらいい食えよ僕は食飯こんなものバカバカしくって食えるか大体君が悪いんだことさらに3等分の必要はないなんて そんなカニ玉マ下への予算総会で使うような気取った言葉で注釈を加えるからあの間抜けの女中がまごついてしまったんだ君が悪いんだ僕は君を恨むよ N 君はのんきにうふふと笑いしかしまた愉快じゃないか3つに切ったりなどしないようにと言ったら5つに切ったしやれている しやれているよ、ここの人は。さあ、乾杯。乾杯、乾杯。私は、わけのわからぬ乾杯を強いられ、タイの鬱憤のせいか、ひどく命定して、危うく乱に及びそうになったので、一人でさつさと寝てしまった。今思い出しても、あのタイは、悔しい。大体、無神経だ。翌る朝、起きたら、 まだ雨が降っていた。下へ降りて、宿の者に聞いたら、今日も、船は、欠航らしいということであった。漁日まで海岸自体に歩いていくよりほかはない。雨の晴れ次第、思い切って、すぐ出発しようということになり、私たちは、また、布団に潜り込んで雑談しながら、雨の晴れるのを待った。姉と妹とがあってね、私は、不意と、 そんなおとぎ話を始めた。姉と妹が母親から同じ分量の松ぼっくりを与えられ、これでもってご飯とおみをつけを作ってみようと言いつけられ、ケチで用心深い妹は松ぼっくりを大事にして、一個ずつかまどには振り込んで燃やし、おみをつけどころかご飯さえ満足に煮ることができなかった。姉はおつとりしてこだはらぬ性格だったので、 与えられた松ぼっくりを、一度二度、すと、おしげもなくかまどにくべたところが、その日で楽にご飯ができ、そうして、後に置きが残ったので、その置きでおみをつけもできた。そんな話、知ってるね、飲まうよ。両費へ持っていくんだって、夕べ、もう一つの水筒のお酒、残しておいたろう。あれ、飲まうよ。 ケチケチしてたって、しようがないよ。こだはらずに、一度にどつとやろうじゃないか。そうすると、あとにおきが残るかもしれない。いや、残らなくてもいい。漁費へ行ったら、また、なんとかなるさ。何も、漁費でお酒を飲まなくたって、いいじゃないか。死ぬわけじゃあるまいし。お酒を飲まずに寝て、静かに、 ゆし方行く末を考えるのも悪くないものだよ。わかったわかった。N 君はガバと起きて万事姉娘式で行こう。一度二にどつとやってしまおう。私たたちは起きていろりを囲み鉄瓶におかんをして雨の晴れるのを待ちながら残りのお酒を全部飲んでしまった。お昼頃雨が晴れた。 私たちは、遅い朝飯を食べ、出発の御支度をした。うすら寒い洞天である。宿の前で、M さんと別れ、N 君と私は、北に向かって発足した。登ってみようか。N 君は、義経寺の石の鳥居の前で立ち止まった。松前の何坊という鳥居の寄進者の名が、その鳥居の柱に刻み込まれていた。うん。 私たちは、その石の鳥居をくぐって、石の段々を登った。頂上まで、かなりあった。石段の両側の木々の小から雨の雫が落ちてくる。これか。石段を登りきった小山の頂上には、古ぼけた銅屋が立っている。銅の扉には、笹林道の源家の門がついている。私は、なぜだか、 ひどく苦々ががしい気持ちで、これか。と、また言った。これだ。N 君は、間抜けた声で答えた。昔、源義経、高官を逃れ、江戸へ渡らんと、このところまで来たり玉石に、渡るべき順風な狩りしかば数日闘流し、あまりに耐えかねて、所持の観音の像を、海底の岩の上に散て、順風を祈りしに、 たちまちま風変わりつつがなく松前の地に渡り急犬その象今にこのところの寺にありて義経の風祈りの観音という例の東遊び機で紹介せられているのはこの寺である私たちは無言で石段を降りたほらこの石段のところどころにくぼみがあるだろう弁慶の足跡だとか義経の馬の足跡だとか 何だとかいう話だ。N 君は、そう言って、叱らなく笑った。私は信じたいと思ったが、駄目であった。鳥居を出たところに岩がある。あずま遊び機にまた岩く。波打ち際に、大なる岩ありて馬屋のごとく、穴三つ並べり。瀬義経の馬を立てたまいしところとなり。瀬によりて、この地を三馬屋と称するなりとぞ。 私たちは、その巨石の前を、ことさらに急いで通り過ぎた。故郷のこのような伝説は、奇妙に恥ずかしいものである。これは、きっと、鎌倉時代によそから流れてきた不良青年の二人組が、何を隠そうそれがしは苦労奉願してまた、これなるひげ男は、武蔵坊弁慶、一夜の宿を頼むぞ、なんて言って。 田舎娘をたぶらかして歩いたのに違いない。どうも津軽には義経の伝説が多すぎる。鎌倉時代だけじゃなく江戸時代になってもそんな義経と弁慶がうろついていたのかもしれない。しかし弁慶の役はつまらなかったろうね。N 君は私よりも更にひげが濃いのであるいは。 弁慶のの役を押し付けられるのではなかかかろううという不安を感じたらしかった。らしっ七つ道具という重いものを背負って歩かなくちやいけないのだから、厄介だ。話しているうちに、そんな2人の不良青年の放浪生活が、ひどく楽しかったもののように空想せられ、うらやましくさえなってきた。この辺には、美人が多いね。と、私は小声で言った。 通り過ぎる部落の家の陰からちらと姿を見せてふっと消える娘さんたちは皆色が白く緑も小雑パリして気品があった手足が荒れていない感じなのであるそうかねそういえばそうだね N 君ほど女に暑さりしている人も少いただもっぱら酒であるまさか今 義経だと言って名乗ったって、信じないだろうしね。私は、バカなことを空想してみた。はじめは、そんなたわいないことを言い合って、ぶらぶら歩いていたのだが、だんだん、二人の歩調が速くなってきた。まるで、二人で足早を競っているみたいな形になって、そうして、目つきり無口になった。みんまの酒の酔いが覚めてきたのである。ひどく寒い。 急がざるるを得ないのである私たちはともに厳粛な顔になってせつせと歩いた。浜風が次第に強くなってきた。私は帽子を幾度も吹き飛ばされそうになって、その度ごとに帽子のつばをぐっつと下に引っ張り、とうとう、須譜の帽子のつばの船がビリリと破れてしまった。雨が時々パラパラ降る。真っ黒い雲が。 低く空を覆っている波のうねりも大きくなってきて海岸自体たいの細い道を歩いている私たちの方にしぶきがかかるこれでも道がずいぶんよくなったのだよ67年前はこうではなかった波の引くのを待って素早く通り抜けなければならぬところがいくかところもあったのだからねでも今でも夜はだめだね。 とても、歩けまい。そう、夜はダメだ。義経でも弁慶でもダメだ。私たちは、真面目な顔をして、そんなことを言い、なおもせつせと歩いた。疲れないか。N 君は振り返っていった。案外、見客だね。うん、未だお伊豆だ。2時間ほど歩いた頃から、辺りの風景は、 ななんだか異様に凄くなってきた清掃とでもいう感じである。それはもはや風景でなかった。風景というものは長い年月いろんな人から眺められ形容せられ、いわば人間の目で舐められて軟化し、人間にしはれて懐いてしまって、高さ35畳の華厳の滝にでも、やっぱり檻の中の猛獣のような、 人臭い匂い匂がかかすに感じられる昔から絵に描かれ歌に読まれ俳句に吟ぜられた名所難所には全て例外なく人間の表情が初見せられるものだがこの本州北端の海岸は点で風景にも何もなってやしない典型人物の存在も許さない強いて典型人物を置こうとすれば白い淳を着たあゆ。 の老人でも借りてなななければならない紫のジアンパーを北に焼け男などは、一も二もなく跳ね返されてしまう。絵にも歌にもなりやしない。ただ岩石と、水である。ゴンチアロフであったか、太陽を後悔して、死刑に遭った時、老練の船長が、まあちょっと甲板に出てごらんなさい。この大きい波を何と形容したらいいのでしょう。 あなた方文学者はきっとこの波に対して素晴らしい形容詞を与えてくださるに違いない。ゴンチヤロフは波を見つめてやがてため息をつきただ一言恐ろしい。太陽の激浪や砂漠の暴風に対してはどんな文学的な形容詞も思い浮かばないのと同様にこの本州の道のきはまるところの岩石や水もただ 恐ろしいばかりで、私は、それらから目をそらして、ただ、自分の足元ばかり見て歩いた。もう三十分くらいで、漁費に着くという頃に、私はかすかに笑い。こりやどうも、やっぱりお酒を残しておいた方が良かったね。漁費の宿に、お酒があるとは思えないし、どうもこう寒くてはね。と思わず愚痴をこぼした。いや、僕も、今、 そのことを考えていたんだもう少し行くと僕の昔の知り合いの家があるんだがひょっとするとそこに配給のお酒があるかもしれないそこはお酒を飲まない家なんだ当たってみてくれうんやっぱり酒がなくちやいけない漁費の一つ手前の部落にその知り合いの家があった N 君は 帽子を脱いで、その家へ入り、しばらくして、笑いを噛み殺しているような顔をして出てきて、悪運強し、水筒にいっぱい詰めてもらってきた。五合以上はある。お気が残っていたわけだ。行こう。もう少しだ。私たちは、腰を曲げて烈風にこうし、小走りに走るようにして、両皮に向かって突進した。 道がいよいよ狭くなったと思っているうちに、ふいに、鶏商社に頭を突っ込んだ。一瞬、私は、何が何やら、わけがわからなかった。漁費だ。と N 君が、変わった調子で言った。ここが落ち着いて見回すと、鶏商社と感じたのが、すなわち漁費の部落なのである。凶暴の風雨に対して、小さい家々が、 ひと,ひとと塊になって、互いにひごしあって立っているのである。ここは、本州の極地である。この部落を過ぎて道はない。あとは海に転げ落ちるばかりだ。道が全く絶いているのである。ここは、本州の袋工事だ。読者も名だせよ。諸君が北に向かって歩いているとき、その道をどこまでも、さかのぼり、さかのぼり行けば、 必ず、この外ヶ浜街道にいたり、道がいよいよ狭くなり、さらに遡れば、すっぽり、トコの鶏勝者に似た、不思議な世界に落ち込み、そこに置いて、諸君の道は全く尽きるのである。誰だって驚くよ。僕もね、初めてここへ来たとき、や、これは、よその台所へ入ってしまった、と思ってひやりとしたからね。と N 君も言っていた。 けれども、ここは、国防上、随分重要な土地である。私は、この部落について、これ以上語ることは避けなければならぬ。路地を通って、私たちは旅館に着いた。おばあさんが出てきて、私たちを部屋に案内した。この旅館の部屋もまた、おや、と目を見張るほど小綺麗で、そうして、不信を決してすきつペラでない。まず、 土にかえてにえ私たちは小さいいろりを挟んであぐらをかいて座り、やつとどうやら人心地をと返した。ええと、お酒はありますか ?N くんは資料分別ありげな落ち着いた口調でばあさんに尋ねた。答えは案外であった。へえ、ございます。おもながの上品なばあさんである。そう答えて平然としている。 N 君は苦笑して、いや、おばあさん、僕たちは、少し多く飲みたいんだ。どうぞ、何ぼでも、と言って微笑んでいる。私たちは顔を見合わせた。このおばあさんは、この頃お酒が貴重品になっているという事実を、知らないのではなかろうかとさえ疑われた。今日配給がありましてな、近所に、 飲まないところもかなりありますからそんなのを集めてと言って集めるような手つきをしてそれから一升瓶をたくさん抱えるように腕を広げてさっきないのものがこんなにいっぱい持ってまいりましたそれくらいあればたくさんだと私はやつと安心してこの鉄瓶でおかんをしますからお調子にお酒を入れて45本いや 麺だ、臭い、六本、すぐに持ってきてください。おばあさんの気の変わらぬうちに、たくさん取り寄せておいた方がいいと思った。お膳は、後でもいいから。おばあさんは、言われたと堀りに、お盆へ、お調子を六本乗せて持ってきた。一、二本、飲んでいるうちにお膳も出た。どうぞ、まあ、ごゆっくり。ありがた 6本のお酒が瞬く間になくなった。もうなくなった。私は驚いた。バカに早いね。早すぎるよ。そんなに飲んだかねとえぬくんも、いぶかしそうな顔をして、からのお調子を1本ずつ振ってみて、ない。なんせ寒かったもので、無我夢中で飲んだらしいね。どのお調子にも、 こぼれるくらいいいいっっぱいお酒が入っていたんだぜこんなに早く飲んでしまって、もう六本なんて言ったら、おばあさんは僕たちを化け物じゃないかと思って警戒するかもしれない。つまらぬ恐怖心を起こさせて、もうお酒は勘弁してくださいなどと言われてもいけないから、ここは持参の酒を保管して飲んで、少し間を持たせて、それから、もう六本ばかりと言った方が良い。 今夜は、この本州の北端の宿で、一つ飲み明かそうじゃないか。と、変な策略を暗出したのが、失敗のもとであった。私たちは、水筒のお酒をお調子に移して、今度は、できるだけゆっくり飲んだ。そのうちに、N 君は、急に寄ってきた。こりゃいかん。今夜は僕は酔うかもしれない。酔うかもしれないじゃない。 すでにひどく酔ってしまった様子である。コりア、いかん。今夜は、僕は酔うぞ。いいか、酔ってもいいか。構わないとも、僕も今夜は酔うつもりだ。ま、ゆっくりやろう。歌を一つやらかそうか。僕の歌は、君、聞いたことがないだろう。めったにやらないんだ。でも、 今夜は一つ歌いたい。ね、君、歌ってもいいだろう。仕方がない。拝聴しよう。私は覚悟を決めた。行く、さんが、あ、と、例の牧水の旅の歌を、N 君は、目をつぶって、低く吟じ始めた。想像していたほどは、ひどくない。黙って聞いていると、身にしみるものがあった。どう 変かねいや、ちょっと、ほろりとした。それじゃ、もう一つ。今度は、ひどかった。彼も、本州の北端の宿へ来て、旧が広大になったのか、仰天するほどの恐ろしい万声を張り上げた。東海の王、小島の王、磯の王、と、卓木の歌を始めたのだが、その声の荒々しく大きいこと。 外の風の音も、彼の声のために打ち消されてしまったほどであった。ひどいなあと言ったら、ひどいか。それじゃ、やり直し。大きく、深呼吸を一つして、さらに番声を張り上げるのである。東海の磯の小島、と間違って歌ったり、また、どういうわけか突如として、今もまた昔を書けば、マスカガミ、なんて。 マスカガミの歌が出たり、うめくがごとく、ワメくがごとく、オラブがごとく、実にまずいことになってしまった。私は、奥のおばあさんに聞こえなければいいが、とハラハラしていたのだが、オせるルはじめ、ふすまがすつと開いて、おばあさんが出てきて、さ、歌子も出たようだし、そろそろ、おやすみになりせえ。と言って、お膳んを下げ、さ、 さと布団を引いてしまったさすがに N 君の旧広大の晩成には度肝を抜かれたものらしい。私はまだまだこれから大いに飲まと思っていたのに実にバカらしいことになってしまった。まずかった。歌はまずかった。一つか二つで寄せばよかったのだ。あれじゃあ誰だって驚くよ。と私は ブツブツ不平を言いながら、泣き寝入りの形であった。翌る朝、私は、寝床の中で、道女のいい歌声を聞いた。明くる日は風も収まり、部屋には朝日が差し込んでいて、道女が、氷の道で手まりかを歌っているのである。私は、頭をもたげて、耳を澄ました。せつせつせ。夏も近づく。八十八夜、 野にも山にも、新緑の、風に藤波、騒ぐとき、私は、黙らない気持ちになった。今でも、中央の人たちに、蝦夷の土地と思い込まれて軽蔑されている本州の北端で、このような美しい発音の、爽やかな歌を聴こうとは思わなかった。かの佐藤理学士の言説のごとく、人もし、 現代の欧州について語らんと保すれば、まず、文芸復興直前のイタリアにおいて見受けられた、あのうつぼつたる大統領を、この欧州の地に認めなければならぬ。文化において、はたまた産業においてしかり、賢くも、明治大帝の教育に関する大お心は、まことに、深速に、欧州のつ,つ裏裏にまで浸透して、欧州人特有の危機。 グルシキビオンの原体と標準語の進出等を促しかつての原始的状態に沈臨した猛イな蛮族の居住地に強化の御光を与えしかして今闇を云々というような希望に満ちた諸行に似たものをその可憐な道女の歌声に感じて私はたまらない気持ちであった四津軽平野津軽本州の東北端日本海方面の故障 明天皇の身を、越の国師、安倍の平府いずり派方面の江戸地を計略して、秋田、今の秋田、ぬしろ、今のぬろ、津軽に至り、ついに北海道に及ぶ。これ津軽の名の所見なり、すなわちその地の宗長をもって、津軽軍領をとす。この際、遣唐使境辺の蓮ぬ布の、江戸をもって、当の天使に示す。遂行の官人、生吉蓮博則。 家紋に応じて、蝦夷の種類を解いていわく、類に、三種あり近きを、二木絵美し、次を、荒絵美し、陶器を津軽とメイクと。その他の蝦夷は、おのずから別種として認められし者のごとし。津軽蝦夷の将は、元行二年ではの恵比寿判乱の際にも、しばしば参見す。当時の将軍藤原康則、乱を平らげて、津軽より徒党にいたり。 雑種の偉人前代未だかつて寄付せざる者、ことごとく内属すとあり、多頭は今の北海道なり、津軽の陸に属せしは、源の頼朝王を定め、陸の守護のもとに伏せし以来の異なるべし、青森県遠隔本県の地は、明治の初年に至るまで、岩手、宮城、福島、諸方の地とともに、一カ国をなし、陸といい、明治の初年には、 この地に弘前、黒石、八戸、七戸、および都南のご飯ある氏が、明治四年七月、列藩を廃して、ことごとく県となし、同年九月、府県廃合のことあり、一時、皆弘前県に合併せしが、同年十一月、弘前県を廃し、青森県を置き、前期の各藩をもって、その管下とせしも、あと、二戸郡を岩手県に付し、もって京に至れり。 津軽氏藤原氏より出たるし、氏、陳府将軍秀里より八世義江、安和の頃、陸津津軽軍の地を領し、後に津軽十座の港に城来ており、津軽をしとす。冥王年中、近衛久通りの小正信、家を継ぐ。政信の孫溜信に至りて、第二期春。その子孫分かれて、弘前、黒石の旧藩したり、死書家等となる。 亀信戦国時代の武将父は大浦神三郎森信母は堀越城主武田重信の,の女なり天文19年正月なる陽明王義永六十年三月十八歳の時おじつがる亀典の,の養子となり近衛崎久の勇士となれり妻は亀典の,の女なり元気二年五月 南部高信と戦いこれを切り天正6年7月27日浪岡城主北畠明村を討ちその寮を合わせ広で金棒の所有を略し13年にはおよそ津がれを一等し15年豊臣秀吉に越戦として八戸瀬氏も秋田城之助安部美紀、道を遮り果たさずして帰る17年鷹馬党を秀吉に送り吉見を通ず されば、十八年の小田原征伐にも早く、秀吉の軍に応じたりしをもって、津軽九月歩、外ヶ浜一円をアンドセリ、19年の九の平安にも兵を出し、文六二年四月上落して、秀吉に越し、またこの絵戸にまみえ、五丹花の気象を用うるを許さる。広で、遣いを肥前名古屋にやわし、秀吉の陣をねぎらい、三年正月には、 小四位した右京の大部となり、慶長五年関ヶ原の役には、兵を出して、徳川家康の軍に従い、西のぼして大垣に戦い、上野国大間に戦国を数増す。十二年十二月五日、京都にて卒す。年五十八津軽平野六国南、中、北、三津軽軍に渡る平野。岩木川の高田になり、東は、 戸和田湖の西より北走する津軽半島の石料をなす山脈を切りとし南は羽後堺の八立峠立石越等により分水線を隠し西は岩木山海と海岸一帯の砂丘屏風山と小須に傭兵せらる岩木川はその本流西方よりし南より来る平川および東より来る浅瀬石川と弘前市の北にて会合し 西北に流れ、十三方に注ぎて、あと、海に入る。平野の工房南北約十五里、東西の幅約五里、北するに従って幅は縮小し、木造、五所瓦原の線にて三里、十三方の岸に至れば、わずかに一里なり。この間と地底平、支流高巨毛のごとく通じ、青森県三枚は、大部分、この平野よりいず。以上。 日本百科大辞典による津軽の歴史はあまり人に知られていない陸奥も青森県も津軽と同じものだと思っている人さえあるようである無理もないことで私たちの学校で習った日本歴史の教科書には津軽という名詞がたった一箇所にちらと出ているだけであった砂は地ちベノの平フの蝦夷討伐のところに 皇徳天皇がほぜられて、西明天皇がお立ちになるや、中の大江の王子は、引き続き、皇太子として、政をお助けになり、阿部の平らをして、今の秋田、津軽の地方を平らげしめられた。というような文章があって、津軽の名前も出てくるが、本当にもう、それっきり、小学校の教科書にも、また中学校の教科書にも、高等学校の講義にも、 その平府のところのほかには、津軽なんて名前は出てこない。後期573年の四道将軍の派遣も、北方は今の福島県あたりまでだったようだし、それから約200年後の大和武の事の絵夷御平定も、北は北上国までのようで、北上国というのは、今の宮城県の北部あたりらしく、それから約550年くらい経って、大化の改新があり。 阿倍の平府の蝦夷征伐によって初めて津軽の名前が浮かび上りまたそれ突きり沈んで奈良時代には多賀城今の仙台市付近秋田城今の秋田市を築いて蝦夷を沈められたと伝えられているだけで津軽の名前はもはや出てこない平安時代になって坂の上の田村麻呂が遠く北へ進んで蝦夷の根拠地を打ち破り 伊沢城今の岩手県水沢町付近を築いて守る所となしたとあるが津軽まではやってこなかったようであるその後後任年間には文呂渡丸の遠征がありまた元行2年には伊勢藍藻の反乱があり藤原康則その平定に赴きその反乱には津軽藻藻も加担していたとかいうことであるが専門家でもない私たちは藻藻藻藻といえば 田村麻呂、その次には約250年ばかり飛んで源平時代初期の前9年後3年の役を教えられているばかりであるこの前9年後3年の役だって舞台は今の岩手県秋田県であって安部氏清原氏などのいわゆる木恵美氏が活躍するばかりで津軽などという奥地の純粋の蝦夷の同性については私たちの教科書には少しも記されていなかった それから、藤原氏三代百四年間の平泉の映画があり、文治五年、源の頼朝によって欧州は平定せられ、もうその頃から、私たちの教科書はいよいよ東北地方から遠ざかり、明治維新にも欧州諸藩は、ただちょっと経って、裾をはたいて座り直したというだけの形で、薩長土の各藩におけるがごとき積極性は認められない。まあ 退化なくじせに便乗したと言われても仕方のないようなところがある結局もう何もない私たちの教科書神代のことは申すも賢し神武天皇以来現代まで安倍の平布ただ一箇所において津軽の名前を見つけることができるだけだというのは誠に心細い一体その間津軽では何をしていたのかただ 裾をはたいて座り直し、また、裾をはたいて座り直し、2600年間、一歩も外へ出ないで、目をパチクリさせていただけのことなのか。いやいやそうではないらしい。ご当人に言わせると、こう見えても、これでなかなか忙しくてねえ。というようなところらしい。王宇とは、王州、いずり派の兵将で、奥州とは、陸州の略称である。 むつとは、元白河、名こその二関以北の総称であった。名義は、道の奥で、略されて、道の区となった。その、道の国の名を、古い地方音によって、むつと発音し、むつの国となった。この地方は、東海東山領土の末を受けて、一番奥にある異民族住居の国であったから、漠然と、 道の奥と呼んだにほかならぬ。漢字、陸は、道、のぎである。次に、ではは、いでは、で、てはのぎとほぐせられる。古は、本州中部から、東北の日本海方面地方を、漠然と、越の国と呼んだ。これも、奥の方は、陸と同じく、久しく、異民族住居の加害の地で、これを出はと言ったのであろう。すなわち、 太平洋方面なるムツとともに元久しく王家の外に置かれた壁数であったことをその名に示している。というのは北博士の解説であるが感銘である。解説は簡単で明瞭なるに越したことはない。いずれは欧州スレニカ街の壁数とみなされていたのだからその極北の津軽半島などに至っては。 熊や猿の住む土地くららいいいに考えれれていたかもしれない北博士はさらに王羽の遠隔を解き頼朝の王羽平定以後と推もその統治にあたり自然ほかと同一なることのうはず手羽靴においては恵比寿の地たるにより手との理由のもとに一旦実施しかけた多政改革の処分をも中止して全て秀衡 安平の旧分回しに従うべきことを命ずるのやむをえざるほどであった。したがって、最北の津軽地方のごときは、住民、まだ、江戸の旧体を損する者多く、直接鎌倉武士をもってしては、これを統治し難い事情があったと見えて、土豪安藤氏を大官に任じ、江戸官僚として、これを陳部せしめた。というようなことを記している。 この安藤氏の頃あたりから、まあ、少しは、津軽の事情も分かってくる。その前は、何が、何やら、アユヌがうろうろしていただけのことかもしれない。しかし、このアユヌは、バカにできない。いわゆる日本の先住民族の一種であるが、今、北海道に残ってしよんぼりしているアユヌとは、根本的にたちが違っていたものらしい。 その異物遺跡を見るに世界のあらゆる石器時代の土器に比して優位を占めているほどであるとも言われ今の北海道は湯の祖先は古くから北海道に住んで本州の文化に触れること少なく土地隔絶典型少なくしたがって石器時代にも大内方の同族に見るが如き発達を遂げるに至らずことに近世は松前藩以来 内地人の圧迫をかぶること多く、甚だしく虚勢されて、堕落の極に達しているのに反し、奥羽の歩は、はつらつと、独自の文化を誇り、あるいは内地諸国に移住し、また、内地人も、奥羽へ盛んに入り込んできて、次第に、他の地方と区別のない山と民族に。それについて、理学博士小川拓司氏も、次のように論断しているようである。 諸日本記には、奈良朝前後に、祝神人及び渤海人が、日本海を渡って来朝した記載がある。そのうち特に著しいのは、聖武天皇の天平十八年、1406年、及び公認天皇の、法期二年、1431年のごとく、渤海人1004人、次に304人の多人数が、それぞれ、 今の秋田地方に来着した事実で満州地方と交通がすこぶる自由に行われたのは想像しがたくない秋田付近から御主船が出土したことがあり東北には漢文帝武帝を祀った神社があったらしいのはいずれも直接の交通が大陸とこの地方との間に行われたことを推測せしめる根尺物語に安倍の頼時が 満州に渡って見聞したことを載せたのは、これらの考古学及び土俗学上の資料と合わせ考えて、決して日常の説話として捨てるべきものでない。我々は、さらに一歩を進めて、当時の東北蛮族は、スメラギか当然以前に、大陸との直接の交通によって得たる文化の程度が不十分なる中央に残った資料から推定するごとく。 請求ではなかったことを同時に確信し得られるのである田村マロ頼親吉家などの武将がこれを揺れ服するにすこぶる困難であったのも敵手が単に無知なるがために正観なる台湾成番のごとき土族でなかったと考えて初めて評価するのであるそうして小川博士は大和朝廷の大官たちがしばしばえぞ 東人、盲人などと名乗ったのは、一つには、大内邦人の勇猛、または、その、異国的な灰、からな情緒にあやかりたいという意味もあったのではなかろうかと考えてみるのも面白いではないか、というようなことも言い添えている。こうして見ると、津軽人の祖先も、本州の北端で、決して、ただうろうろしていたわけではなかったようでもあるが、けれども、 中央の歴史にはどういうものかさっぱり出てこないわずかに前述の安藤氏あたりから津軽の様子がほのかに分明してくる北博士の曰く安藤氏は自ら安倍の定党の思考星の跡と称しその演奏は長曽彦の兄安美なりと言っている長曽彦神武天皇にこうして忠せられ 安美は奥州外ヶ浜に流されて、その子孫安倍氏となったというのである。いずれにしても、鎌倉時代以前よりの北奥の大豪族であったに相違ない。津軽において、口三軍は鎌倉役であり、奥三軍は五代理様御領で、天下の後ばりに乗らざる無役の地だったと伝えられているのは、鎌倉幕府の威力も、その奥地に及ばず、安藤氏の自由に逸して。 いいは許しご不入りの地となっていたことを語ったものであろう鎌倉時代の末津軽において安藤氏一族の間に内向ありついに蝦夷の騒乱となるに至って幕府の執権北条高時将をやわしてこれを陳武せしめたが鎌倉武士の威力をもってしてこれに勝つのうはず結局和談の儀をもって引き上げたとあるさすがの北博士も 津軽の歴史を述べるにあたっては少し自信のなさそうな口ぶりである。全く津軽の歴史ははっきりしないらしい。ただこの北端の国は他国と戦い負けたことがないというのは本当のようだ。服従という観念に全く欠けていたらしい。他国の武将もこれにはあきれて見て見ぬふりをして勝手に振る舞いはせていたらしい。 昭和分断におけるる誰かと似ているそれはともかく他国が相手にせぬので仲間同士で悪口を言い合い格闘を始める安藤氏一族の内向に端を発した津軽蝦夷の創上などその一例である津軽の人竹内雲平氏の青森県通氏によればこの安藤一族の騒乱は引いて間八衆の騒動となり いわゆる北条旧大器のこれぞ天地の命の革むべき危機の初めとなってやがては元広の変となり兼務の中高となったとあるがあるいはその豪わの演員の一つに数えられてしかるべきものかもしれないまことならば昴がほんの少しでも中央の政局を動かしたのは実にこれ一つということになって この安藤氏一族の内向は、津軽の歴史に特筆対処すべき光栄ある記録とでも言わなければならなくなる。今の青森県の太平洋寄りの地方は、古くからぬかのぶと称する蝦夷地であったが、鎌倉時代以後、ここに、甲州武田氏の一族南部氏が移り住み、その勢いすこぶる兄弟となり、吉野、室町時代を経て、秀吉の全国統一に至るまで、津軽は、 この南部と争い、津軽においては、安藤氏の代わりに津軽氏が立ち、どうやら津軽一国を安藤し、津軽氏は、十二代続いて、明治維新、藩主継ぐ明は、藩跡を慎んで奉還したというのが、まあ、津軽の歴史の大略である。この津軽氏の演素については、諸説がある。北博士もそれに触れて、津軽においては、安藤氏没落し、 津軽氏独立して南部氏と境を接して長く総敵視するの間柄となった。津軽氏はこの絵感覚久し通りの光栄と称している。しかし一方では南部氏の別れであるといいあるいは藤原元平の次男よしの後だともあるいは安藤氏の一族であるかのごとくにも伝え諸説ふ々ふん的するところを知らぬ。と言っている。 また、竹内雲平氏も、そのことについて次のように述べている。南部家と津軽家とは、江戸時代を通じ、著しく、感情の組閣を有しつつ終始した。右の原因は、南部氏が津軽家をもって祖先の敵であり、丘陵を横領せるものと見なすこと、および、津軽家は元南部の一族であり、悲観の地位にあったのに、それをもに背いたと称し、 また一方、津軽家にては、我が園祖は藤原氏であり、中世においても、この絵家の血統の枯はれるものである、と主張すること等から起こっているらしい。もちろん、事実において、南部隆信は津軽為信の,のために滅ぼされ、津軽軍中の南部方の諸状は、奪取せられているのみならず、為信数代の総裏光信の母は、南部くじ備前守の女であり、 以後、数代南部氏名の森と称している家柄であったから、南部氏の津軽家に対し、一族の裏切り者として、不可縁を含んでいることも無理のないことと思う。なお、津軽家は、その演奏、藤原、この絵かなどに求めているが、現在より見ては、必ずしも、我等を主公せしむる根本証拠を伴うているものではない。南部氏にひず、 との弁護の立場を取っている河式のごときも、花だ力弱い論意を示している。古くは津軽においても、高屋紀のごときは、大浦氏をもって、南部家の氏族とし、小立日記にも、南部様津軽様お家はご一体なり、といい、近来出版になった独死美容等も、ダメの部を、久慈氏、南部氏一族としていることに対し、それを否定すべき確実なる資料は、 今のところないよううに思うしかし津軽には過去にこそ南部の血統もありまた悲観ではあっても血統の他の一面にはどんな由緒のものもないとは言えない。と北博士同様断固たる結論は避けているそれを官名直裁に疑うはず規定しているのは日本百科大辞典だけであったから一つの参考として この章の初めに載せておいた。以上、くだくだしく述べてきたが、考えてみると、津軽というのは、日本全国から見て、まことに病たる存在である。芭蕉の奥の細道には、その出発にあたり、善と三千里の重い胸に塞がりて、と書いてあるが、それだって、北は、平泉、今の岩手県の南端に過ぎない。青森県に到達するには、 その2倍歩かななければならぬそうしてその青森県の日本海よりの半島をたった一つが津軽なのである。昔の津軽は全竜ほど二十二里八丁の岩木川に沿うて開けた津軽平野を中心に東は青森浅虫辺りまで西は日本海岸を北から下ってせいぜい深浦辺りまでそうして南はまあ弘前までと言っていいだろう。 文家の黒石藩が南にあるが、この辺には、また、黒石藩としての独自の伝統もあり、津軽藩と違った、いわゆる文化的な気風も育成せられているようだから、これは除いて、そうして、北端は良比である。誠に心細いくらいに狭い。これでは、中央の歴史に相手にされなかったのも、無理はないと思われてくる。私は、 その道の奥の奥の極点の宿で一夜を明かし明くる日やっぱりまだ船が出そうにもないので前日歩いてきた道をまた歩いて民んままで来て民んまで昼食をたりそれからバスでまっすぐにカニタの N ヌ君の家へ帰ってきた歩いてみるとしかし津軽もそんなに小さくはないその翌々日の昼頃私は 定期船で一人カニタを立ち、青森の港に着いたのは、午後の三時、それから、大雨船で川辺まで行き、川辺で五能船に乗り換えて、五時ごろ五所川原に着き、それから、すぐ、津軽鉄道で津軽平,平野を北上し、私の生まれた土地の金木町に着いた時には、もう薄暗くなっていた。カニタと金木と相隔た,たること、四角形の一遍に過ぎないのだが、 その間に凡樹山脈があって、山中には、道らしい道もないようなありさまらしいので、仕方なく、四角形の他の三辺を大誘拐していかなければならぬのである。カナギの成果について、まず仏間へ行き、兄嫁がついてきて、仏間の扉をいっぱいに開いてくれて、私は、仏壇の中の父母の写真をしばらく眺め、丁寧にお辞儀をした。それから、 常という家族の馬に下がって、改めて兄嫁に挨拶した。いつ、東京をと、兄嫁は聞いた。私は、東京を出発する数日前、今度津軽地方を一周してみたいと思っていますが、ついでに金木にも立ち寄り、父母の墓母参をさせていただきたいと思っていますから、その折にはよろしくお願いします。というようなはがきを兄嫁に差し上げていたのである。 一週間ほど前です。東海岸で手間取ってしまいました。カニタの N 君には随分お世話になりました。N 君のことは兄嫁も知っているはずだった。そう。こちらではまたおはがきが来てもなかなかご本人がお見えにならないのでどうしたのかと心配していました。容姿や光治やなどはとても待って 毎日交代に停車場へ出張していたのですよ。おしまいには怒ってもう来たって知らないと言っていた人もありました。陽子というのは長兄の長女で半年ほど前に弘前の近くの地主の家へお嫁に行きその新郎と一緒にちよいちよい金木へ遊びに来るらしくその時もお二人でやって来ていたのである。 ひかりちゃんというのは、私たちの一番上の姉の末娘で、まだと継がず、金木の家へ、いつも手伝いに来ている素直な子である。その二人のメが、絡み合いながら、えへへ、なんておどけた笑い方をして出てきて、酒飲みのだらしないおじさんに挨拶した。よう子は女学生みたいで、まだ少しも奥さんらしくない。おかしい格好。 私の服装をすぐに笑った。バカ。これが、東京の流行りさ。兄嫁に手を引かれて、祖母も出てきた。88歳である。よく来た。ああ、よく来た。と、大声で言う。元気な人だったが、でも、さすがに少し弱ってきているようにも見えた。どうしますか。と、兄嫁は私に向かって、 ご飯はここで食べますか。2階にみんないるんですけど洋子のおむこさんを中心に長兄や慈恵が2階で飲み始めている様子である兄弟の間ではどの程度に礼儀を保ちまたどれくらい打ち解けて無遠慮にしたらいいものか私にはまだよくわかっていないお差し使え,えなかったら2階へ行きましょうか ここで一人でビールなど飲んでいるのもいじけているみたいでいやらしいことだと思った。どちらだって構いませんよ。兄嫁は笑いながら、それじゃ二階へお膳を、と光治安たちに言いつけた。私は治安パー姿のままで二階に登っていった。金武蔵の一番いい日本まで兄たちはひっそりお酒を飲んでいた。 私はドタバタと入り、修士です。初めて。と言って、まずお婿さんに挨拶して、それから長兄と慈恵に、ご無沙汰のお詫びをした。長兄も慈恵も、あ、と言って、ちょっとうなずいたきりだった。我が家の流儀である。いや、津軽の流儀と言っていいかもしれない。私は慣れているので、平気でお膳について。 ひかりちゃんと兄嫁のお釈で黙ってお酒を飲んでいた。お婿さんは床柱を後ろにして座って、もう、だいぶお顔が赤くなっている。兄たちも、昔はお酒に強かったようだが、この頃は、目つきり弱くなったようで、さ、どうぞ、もう一つ、いいえ、いけません、そちらさんこそ、どうぞ、などと、上品にお互い譲り合っている。 外ヶ浜であらつっぽく飲んできた私には、まるで、竜宮か何か別天地のようで、兄たちと私の生活の雰囲気の際に、今更のごとく愕然とし、緊張した。カニは、どうしましょう。あとで。と、兄嫁は、小声で私に言った。私は、カニタのカニを、少しお土産に持ってきたのだ。さあ、カニというものは、 どうも野種がありすぎて、上品の御膳を癒しくする傾きがあるので、私はちょっと躊躇した。兄嫁も同じ気持ちだったのかもしれない。カニと、長兄は聞きとがめて、かまいませんよ。持ってきなさい。ナプキンも一緒に。今夜は、長兄もお婿さんがいるせいか、機嫌がいいようだ。カニが出た。お上がり。 なさいませんかと、長兄は、お婿さんにも勧めて、地震末先に、ガニの甲羅を向いた。私は、ほっとした。失礼ですが、どなたです。お婿さんは、無邪気そうな笑顔で、私に言った。初と思った。無理もないと、すぐに思い直して。はあ、あの、栄二さん、時恵の名の弟です。 と笑いながら答えたが、しよげてしまって、これは英治さんの名前を出してもいけなかったかしら、と、卑屈に気を使って、慈形の顔色をうかがったが、慈形は知らん顔をしているので、取りつくしまもなかった。ま、いいや、と、私は、膝を崩して、光千安に、今度はウィールをお釈させた。カナギの成果では、気づかれがする。また、 私は、後で、こうして書くからいけないのだ。肉親を書いて、そうして、その原稿を売らなければ、生きていけないという、悪い宿業を背負っている男は、神様から、そのふるさとを取り上げられる。所詮、私は、東京のあばら屋で狩り寝して、聖火の懐かしい夢を見てしたい。あちこちうろつき、そうして死ぬのかもしれない。あくる日は、雨であった。 起きて、二階の長慶の応接前へ行ってみたら、長慶は、おめこさんに絵を見せていた。金屏風が二つあって、一つには山桜、一つには、田園の山水とでもいった、んがな風景が描かれている。私は楽観を見た。が、読めなかった。誰です。と、顔をあからめ、おどおどしながら聞いた。水安。 と、兄は答えた。水んまだ分からなかった。知らないのか。兄は、別に叱りもせず、穏やかにそう言って、百水のお父さんです。へ百水のお父さんも、やっぱり、画家だったということは聞いて知っていたが、そのお父さんが保安という人で、こんないい絵を描くとは知らなかった。私だって、絵は嫌いではないし、 いや、嫌いどころか、かなり、スのつもりでいたのだが、ホアンを知らなかったとは、大失態であった。屏風を一目見て、おやホアン、と軽く言ったなら、長兄も、少しは私を見直したかもしれなかったのに、間抜けた声で、誰です、は情けない。取り返しのつかぬことになってしまった、と見もえしたが、兄は、そんな私を問題にせず、 秋田には、偉い人がいます。と、お婿さんに向かって、低く言った。津軽のあやたりはどうでしょう。名誉回復と、それから、お世辞のつもりもあって、私は、おつかなびっくりだしやばってみた。津軽の画家といえば、まあ、あやたりくらいのものらしいが、実は、これも、この前に金木へ来たとき、兄の持っているあやたりの絵を見せてもらって、初めて、 津軽にもこんなえらい画家がいたということを知った次第なのである。あれはまた別のもので。と兄は全く気乗りのしないような口調でつぶやいて椅子に腰を下ろした。私たちはみんな立って屏風の絵を眺めていたのだが兄が座ったのでお婿さんもそれと向かい合った椅子に腰をかけ私は少し離れて。 入り口のそばのソファに腰を下ろした。この人などは、まあ、これで、本筋でしょうから。と、やはり、おめこさんの方を向いていった。兄は前から、私には、あまり直接話をしない。そういえば、早たりのぼってりした重量感には、もう少しどうかすると、下手者に落ちそうな不安もある。文化の伝統、と言い,いますか、兄は、 背中を丸めて、お婿さんの顔を見つめ、やっぱり、秋田には、根強いものがあると思います。つがるは、ダメか。何を言っても、無様な結果になるので、私は諦めて、笑いながら独り言を言った。今度、つがるのことを何か書くんだってと、兄は、突然、私に向かって話しかけた。ええ、でも、何も。 津軽のことなんか知らないので、と、私はしどろもどろになり、何か、いい参考書でもないでしょうか。さあ、と、兄は笑い、私も、どうも、郷土史には、あまり興味がないので。津軽名所案内といったような、ごく大衆的な本でもないでしょうか。まるで、もう、何も知らないのですから。ない、ない。 兄は、私のズボラに呆れたように苦笑しながら首を振って、それから立ち上っておむこさんに。それじゃあ、私は、農会へちょっと行ってきますから、そこらにある本でもご覧になって、どうも、今日はお天気が悪くて。と、言って出かけていった。農会も、今、忙しいのでしょうね。と、私はおむこさんに尋ねた。ええ、今、 使用毎の教術割り当ての決定があるので大変なのです。と、産子さんは若くても地主だからその方面のことはよく知っている。いろいろ細かい数字を挙げて説明してくれたが私には半分もわからなかった。僕などは今まで米のことなど向きになって考えたことはなかったようなものなのですがでもこんな時代になってくるとやはり。 汽車の窓から水田をそれこそ我がことのように一喜一憂して眺めているのですね。今年はいつまでもこんなにうすら寒くて田植えも遅れるんじゃないでしょうか。私は例によって専門家に向かいハンカチを振り回した。大丈夫でしょう。この頃は寒ければ寒いで対策も考えておりますから。苗の発育もまあ。 普通のようですそうですか。と、私は、もっともらしい顔をしてうなずき、僕の知識は、昨日汽車の窓から、この津軽平野を眺めて得ただけのものなのですが、馬行というんですか、あの馬に引かせて、他を打ち返すあれを、牛に引かせてやっているのがずいぶん多いようですね。僕たちの子供の頃には、馬行に限らず、荷車を引かせるのでも、 何でも全部馬で牛を刺激するということはほとんどなかったんですがね僕なんか初めて東京へ行った時牛が荷車を引いているのを見て機械に感じたほどですそうでしょう馬はめつきり少なくなりました大抵出生したのですそれから牛は使用するのに手数がかからないという関係もあるでしょうね でも、仕事の能率の点では、牛は、馬の半分、いや、もっともっと駄目かもしれません。出生といえば、もう、僕ですかもう、二度も礼状をいただきましたが、二度とも途中で返されて、面目ないんです。健康な青年の、くったくない笑顔はいいものだ。今度は、返されたくないと思っているんですが、 自然な口調で、軽く言った。この地方に、これは以来、都心から敬服できるような、隠れた大人物がいないものでしょうか。さあ、僕なんかには、よくわかりませんけど、徳能家などと言われている人の中に、ひょっとしたら、あるんじゃないでしょうか。そうでしょうね。私は大いに同感だった。僕なんかも、 理屈は下手だし、まあ厚文化とでも言ったような血の一年で生きていきたいと思っているのですが、どうもつまらぬ虚栄などもあって、常識的な、刻ったらしいことになってしまって、ものになりません。しかし、徳の家も徳納家として、あまり大きいレツテルを貼られると、ダメになりはしませんか。そう、そうです。新聞社などが 無責任にやたらに騒ぎ立て、ひつぱり出して講演をさせたり何かするので、雪格の特能家も、妙な男になってしまうのです。有名になってしまうと、ダメになります。全くですね。私はそれにも同感だった。男って、哀れなものですからね。名声には、脆いものです。ジアーナリズムなんて、元を正せば、 アメリカ辺りの資本家の発明したものでいい加減なものですからね。毒薬ですよ。有名になった途端に大抵ふぬけになっていますからね。私は変なところで自分の一心上の鬱憤を晴らした。こんな不平家はしかしそうは言っても内心では有名になりたがっているというような傾向があるから注意を要する。昼過ぎ 私は傘さして、雨の庭を一人で眺めて歩いた。一気一層も変わっていない感じであった。こうして、古い家をそのまま保持している兄の努力も並大抵ではなかろうと察した。池のほとりに立っていたら、チヤぼりと小さい音がした。見ると、カエルが飛び込んだのである。つまらない、浅はかな音である。途端に、私は、あの、 場所沖縄の古池の句を理解できた。私には、あの句がわからなかった。どこがいいのか、さっぱり見当もつかなかった。名物にうまいものなし、と断じていたが、それは、私の受けた教育が悪かったせいであった。あの古池の句について、私たちは学校で、どんな説明を与えられていたか。新刊たる、昼、なお暗きところに、 壮然たる古池があって、そこに、ドブーンと、大川へ見なげじゃあるまいし、カエルが飛び込み、ああ、余韻上々、一丁ひずめ来て山さらに静かなりとはこのことだ、と教えられていたのである。なんという、思わせぶり立つプリの、月並みのだくであろう。嫌みったらしくて、ゾクゾクするわい。花もちならん、と、長い間、私は、 この句を敬遠していたのだが、今、いや、そうじゃないと思い直した。ドブーン、なんて説明をするから、わからなくなってしまうのだ。余韻も何もない。ただの、チやぼりだ。い,いわば、世の中のほんの片隅の、実に貧しい音なのだ。貧弱な音なのだ。場所は、それを聞き、我が身につまされるものがあったのだ。 古池やカエル飛び込む水の音。そう思って、この句を見直すと、悪くない。いい句だ。当時の断輪派のにやけたマンネリズムを見事に蹴飛ばしている。い,いわば破格の着想である。月も雪も花もない。不竜もない。ただ、貧しいものの、貧しい命だけだ。当時の不竜総匠たちが、この句にが然としたわけも。 それでよくわかる。在来の浮流の概念の破壊である。確信である。いい芸術家は、こうこなく、土屋嘘だ、と一人で興奮して、その夜、旅の手帳にこう書いた。山吹やカエル飛び込む水の音。企画、物かは。何にも知らない。我と来て遊べや、親のない雀少し近い。でも、 明けすけで嫌み。古い家や無類なり。明くる日は、上天気だった。メイの容姿と、そのお婿さんと、私と、それから、あやが、みんなのお弁当を背負って、四人で、金木町から、一里ほど、東の高流と称する二百メートル足らずの、なだらかな小山に遊びに行った。あや、と言っても、女の名前ではない。 いやとうほどの意味であるお父さんという意味にも使いはれる。あに対するフェンメはアパである。アバとも言う。どういうところからこれらの言葉が起こってきたのか私にはわからない。おやおばの名まりかなどと当てずつパウしてみたって始まらない。初夏の諸説があることであろう。高流という山の名前も メイの説によると、高長根というのが正しい呼び方で、なだらかに裾の広がっている様が、さながら、長根の漢字とかなんとかということであったが、これにも、また、初夏の諸説があるのであろう。初夏の諸説が、ふんふんとして、奇数の定まらぬところに、郷土学の妙味がある様子である。メイと綾は、お弁当や何かで手間取っているので、お婿さんと私とだけ、 一足先に家を出た。良い天気である。津軽の旅行は五六月に限る。例の東遊び記にも、昔より北地に遊ぶ人は、みんな夏ばかりなれば、草木も青み渡り、風も南風に変わり、海面ものどかなれば、恐ろしき何も立てざるごととさとし言う。我が北地にいたりしは、九月より三月の頃なれば、途中にて、 旅人にはたいてあうことなかりし。我が旅行は、呪術修行のためなれば、格別のことなり。ただ名称のみサグラントの心にて行く人は、必ず、4月以後に行くべき国なり。としてあるが、旅行の達人の言として、読者もこれだけは信じて、覚えておくがよい。津軽では、梅、桃、桜、リンゴ、梨、スモモ。 一度に、この頃花が咲くのである。自信ありげに、私が先に立って、町外れまで歩いてきたが、交流へ行く道が分からない。小学校の頃に、二三度行ったことがあるきりなのだから、忘れるのも無理はないとも思ったが、しかし、その辺の様子が、幼い頃の記憶とまるで違っている。私は当惑して、停車場や何かできて、 この辺は、すっかり変わって、交流には、どう行けばいいのか、わからなくなりました。あの山なんですがね。と、私は、前方に見える、への樹形に盛り上がった薄緑色の丘陵を指さしていった。この辺で、少しブラブラして、綾たちを待つことにしましょう。と、むこさんに笑いながら提案した。そうしましょう。と、むこさんも笑いながら、 この辺に青森県の修練農場があるとか聞きましたけど、私よりもよく知っている。そうですか。探してみましょう。修練農場は、その道から半丁ほど右に入った小高い丘の上にあった。農村中堅人物の妖精と、託師訓練のために設立せられたもののようであるが、この本州の北端の原野に、 もったいないくらいの堂々たる設備である。秩父の宮様が、弘前の八師団にご勤務遊ばされていらつし、やった折に、賢くも、この農場に人方ならずご女性下されたとか、行動もそのおかげで、地方まれに見る荘厳の建物になって、その他、作業場あり、家畜小屋あり、肥料蓄積所、寄宿舎私は、ただ、 目を丸くして驚くばかりであった。へえちっとも知らなかった。金木には過ぎたるものじゃないですか。そう言いながら私は変にうれしくて仕方がなかった。やっぱり自分の生まれた土地にはひそかに力こぶを入れているものらしい。農場の入り口に大きい石碑が建っていてそれには昭和10年8月。 朝霞の宮様のおなり、同年9月、高松の宮様のおなり、同年10月、秩父の宮様並びに同妃宮様のおなり、昭和13年8月に、秩父の宮様再びおなり、という幾重もの光栄を謹んで記しているのである。金城町の人たちは、この農場を、もっともっと誇ってよい。金城だけではない、これは、津軽平野の永遠の誇りであろう。 実習地とでもいうのか津軽の各部落から選ばれたモハンオーソン青年たちの作った畑や果樹園水田などがそれらの建築物の背後に実に美しく展開していたお婿さんはあちこち歩いて高地をつくづく眺め大したものだなとため息をついていったお婿さんは地主だから私などより随分い,いろいろ わかるるがああのであろうや、富士、いいなあ、と私は叫んだ。富士ではなかった。津軽富士と呼ばれている1 6 2 5ルの岩木山が、満国の水田の尽きるところに、ふわりと浮かんでいる。実際、軽く浮かんでいる感じなのである。滴たるほど真青で、富士山よりもっと女らしく、十二人の裾を。 イチの葉を逆さに立てたように、ばらりと開いて、左右の金星も正しく、静かに青空に浮かんでいる。決して高い山ではないが、けれども、なかなか、すきと掘るくらいに、先見たる美女ではある。金木も、どうも、悪くないじゃないか。私は、慌てたような口調で言った。悪くないよ。口を尖らせて言っている。いいですな。 お婿さんは落ち着いていった。私はこの旅行でさまざまの方面からこの津軽富士を眺めたが弘前から見るといかにも重くどつ知りして岩木山はやはり弘前のものかもしれないと思う一方また津軽平野の金城五所川原木造あたりから眺めた岩木山の丹精で華奢な姿も忘れられなかった西海岸から見た山陽は まるるでダメである崩れてしまってもはや美人の面影はない岩木山の美しく見える土地には米もよく実り美人も多いという伝説もあるそうだが米の方はともかくこの北津軽地方はこんなにお山がきれいに見えながら美人の方はどうも心細いように私には見受けられたがこれはあるいは 私の観察の船舶なせいかもしれない。綾たちは、どうしたでしょうね。ふと、私は、そのことが心配になりだした。どんどん先に行ってしまったんじゃないかしら。綾たちのことを、つい忘却しているほど、私たちは、修練農場の設備や風景に感心してしまっていたのである。私たちは、元の道に引き返して、あちこち見回していると、 綾が思いがけない冒険のの字から火をつこり出てきて、わしたちは今まであなたたちを手がけして探していたと笑いながら言う。綾はこの辺の野原を探し回り、メイは交流へ行く道をまっすぐにどんどん後を追いつかけるようにしていったという。そいつは気の毒だったな。七弥はそれじゃあずいぶん遠くまで行ってしまったろうね。 多いと前方に向かって大声で呼んだが何の返事もない参りましょうと綾は背中の荷物を揺すり上げてどうせ一本道ですから空にはひばりがせは祝祭さえずっているこうして故郷の春のの字を歩くのも20年ぶりくらいであろうか一面の芝生でところどころに低い陥木の茂みがあったり 小さい沼があったり土地の起伏も緩やかで一昔前だったら都会の人たちは絶好のゴルフ場とでも言って褒めたであろうしかも見よ今はこの原野にも着々と開墾のくが入れられ人家の屋根も美しく光りあれが厚生部落あれが林村の分村と綾の説明を聞きながらカナギも発展して賑やかになったものだと しみじみ思った。そろそろ山の上り坂に差し掛かっても、まだメイの姿が見えない。どうしたのでしょうね。私は母親譲りの苦労症である。いや、どこかにいるでしょう。新郎は照れながらも余裕を見せた。とにかく聞いてみましょう。私は路肥の畑で働いているお百姓さんに。 鈴府の帽子を取ってお辞儀をして、この道を洋服を着た若い姉様がと掘りませんでしたか。と尋ねた。と掘った、という答えである。なんだか、走るようにひどく急いでと掘ったという。春のの字を、走るように急いで新郎の後を追っていくメイの姿を想像して、悪くないと思った。しばらく山を登っていくと、 カラマツの影にメイが笑いながら立っていたここまで追いつかけてきてもいないからあとから来るのだろうと思ってここでわらびを取っていたという別に疲れた様子も見えないこの辺はわらびうどあざみたけのこなど山菜の宝庫らしい秋にはハツタケぶり、なめこナメコなどのキノコ類が綾の形容によれば しきかさっているほどいっぱい生えて五所川原木造あたりの遠方から取りに来る人もあるという。幼稚山はキノコ取りの名人です。と言い添えた。また山を登りながら。金木へ宮様がおいでになったそうだね。と私が言うと綾は改まった口調ではい、と答えた。ありがたいことだな。はい。 と緊張しているよくカナギみたいなところにおいでくださったものだなはい自動車でおいでになったかはい自動車でおいでになりました綾も拝んだかはい拝ませていただきました綾は幸せだなはい と答えて、首筋に巻いているタオルで顔の汗を拭いた。うぐいすが鳴いている。すみれ、タンポポ、野菊、ツツジ、白うつぎ、ギ、アケビ、ノバラ、それから、私の知らない花が、山地の両側の芝生に明るく咲いている。背の低いヤナギ、カシハも新芽を出して、そうして山を登っていくにつれて、笹が大変多くなった。 2 0 0ルにも足りない小山であるが、見晴らしはなかなか良い。津軽平野全部、隅から隅まで見渡すことができると言いたいくらいのものであった。私たちは立ち止まって、平野を見下し、綾から説明を聞いて、また、少し歩いて立ち止まり、津軽富士を眺めて褒めて、いつの間にやら、小山の頂上に到達した。これが頂上か。 私はちょっと気抜けして、やに尋ねた。はい、そうです。なんだ。とは言ったものの、完全に展開している春の津軽平野の風景には、うつ取りしてしまった。岩木川が細い銀線みたいに、キラキラ光って見える。その銀線の尽きる辺りに、古代の鏡のように鈍く光っているのは、脱皮沼であろうか。さらに、 その遠方にもこと煙がごとく白く広がっているのは十三個らしい。十三個あるいは十三方と呼ばれて、津軽大将の香水およそ十雄有の波流この地に落ちあいて大湖となる。しかも、各河川固有の色を失わず。と、十三往来に記され、津軽平野北端の湖で、 岩木川をはじめ津軽平野を流れる大小13の河川がここにたかり周囲は約8リしかし河川の運びくる土砂のために固定は浅く最も深いところでも3メートルくらいのものだという水は海水の流入によって冠水であるが岩木川から注ぎ入る降水も少なくないのでその河口のあたりは淡水で魚類も 淡水魚と淡水魚と両方宿り住んでいるという湖が日本海に開いている南口に十三という小さい部落があるこの辺は今から七八百年も前から開けて津軽の豪族安藤氏の本拠であったという説もありまた江戸時代にはその北方のお泊り港とともに津軽の木材米国を積み出し 陰性を極めたとかいう話であるが、今は、その一辺の面影もないようである。その十三個の北に、権限先が見える。しかし、この辺から、国防上重要の地域に入る。私たちは、目を転じて、前方の岩木川の、さらに、遠方の青草津と引かれた爽やかな一線を眺めよう。日本海である。七里長浜。 一望のうちである北は権現先より、南は大土瀬崎まで、眼界を遮る何者も,もない。これはいい。僕だったら、ここいお城を築いて、と言いかけたら、冬はどうしますと、容姿に包つつまれて、ぐつと詰まった。これで、雪が降らなければなあ。と、私は、かすかな憂鬱を感じて探索した。 山の影の谷川に降りて、河原で弁当を開いた。渓流に冷やしたビールは、悪くなかった。メイとアヤは、リンゴ液を飲んだ。そのうちに、ふと私は見つけた。蛇。お婿さんは、脱ぎ捨てた上着を抱えて腰を浮かした。大丈夫、大丈夫。と、私は、谷川の対岸の岩壁を指さしていた。 あのの岩壁に這い登ろうとしているのです。本端から首を縫つと出してみるみる一尺ばかり岩壁によじ登りかけてははらりと落ちるまたスルスルと登りかけては落ちる執念深く20回ほどそれを試みてさすがに疲れて諦めたか流れに押し流されるようにして長々と水面に体を浮かせたままこちらの岸に近づいてきた あやは、この時、立ち上った。一軒ばかりの木の枝を持ち、黙って走って行って、残部と渓流に突入し、ずぶりとやった。私たちは目を背け、死んだか、死んだか。私は、哀れな声を出した。片付けました。あやは、木の枝も、一緒に渓流には振り投げた。マムシじゃないか。私は、それでも、 まだ恐怖していた。マムシなら、生け捕りにしますが、今のは、青大将でした。マムシの生炭は、薬になります。マムシも、この山にいるのかねはい。私は、浮かぬ気持ちで、ビールを飲んだ。アは、誰よりも早くご飯を済まして、それから、大きい丸太を引きずってきて、 それを渓流に投げ入れ、足がかりにして、ひよいと対岸に飛び移った。そうして、対岸の山の絶壁によじ登り、ウドやアザミなど、山菜を取り集めている様子である。危ないなあわざわざ、あんな危ないところへ行かなくったって、他のところにもたくさん生えているのに。私は、ハラハラしながら、綾の冒険を批評した。あれは、 きっと、綾は興奮して、わざと、あんな危ないところへ行き、僕たちに、綾の勇敢なところを大いに見せびらかそうという魂胆に違いない。そうよ、そうよ。と、メイも大笑いしながら、賛成した。綾、あ、と、私は大声で呼びかけた。もう、いい。危ないから、もう、いい。はい。 と綾は答えて、するすると崖から降りた。私は、ほっとした。帰りは、綾の取り集めた山菜を、陽子が背負った。この銘は、元から、なりもふりも、あまりかまわない子であった。人は、外ヶ浜における、いまだ老いざる見客かも、さすがに疲れて、目つきり無口になってしまった。山から降りたら、カッコウが鳴いている。 町外れの製材所には材木がおびただしく積まれていて、とろつこが絶えず右往左往している。豊かな里の風景である。金ナも、しかし、活気を呈してきました。と、私はぽつんと言った。そうですか。お婿さんも、少し疲れたらしい。物うそうに、そう言った。私は急に照れて。いや、僕なんかには、 何も分かりやしませんけどでも10年前の金木はこうじゃなかったような気がしますだんだんしびれていくばかりの町のように見えました今のようじゃなかった今は何か盛り返したような感じがします家へ帰って兄に金木の景色もなかなかいい思いを新たにしましたと言ったら兄は年を取ると 自分の生まれて育った土地の景色が京都よりも奈良よりもよくはないかと思われてくるものですと答えたあくる日は前日の一行に兄夫婦も加わって金ナの東南方一里半くらいの鹿の子川ため池というところへ出かけた出発間際に兄のところへお客さんが見えたので私たちだけ一足先に出かけたモンペに 白旅に草履といういでたちであった。二里近くも遠くへ出歩くなどは、兄を目にとって、金木へお嫁に来て初めてのことかもしれない。その日も上天気で、前日よりさらに暖かかった。私たちは、綾に案内されて、金木川に沿うて、森林鉄道の軌道をテクテク歩いた。軌道の枕木の間隔が、一歩には狭く、半歩には広く。 ひどく意地悪くできていて、甚ははだ歩きにくかった。私は疲れて、早くもむ口になり、汗ばかり拭いていた。お天気がよすぎると、旅人はぐったりなって、かえって息が上がらぬもののようである。この辺が、大水の跡です。綾は、立ち止まって説明した。川の付近の田畑数帳部一面に、激戦地の跡もかくやと思わせるほど、 巨大の根株や丸太が散乱している。その前の年、私の家の88歳の祖母も、とんと経験がない、と言っているほどの大洪水が、この金木町を襲ったのである。この木が、みんな山から流されてきたのです。と言って、綾は、悲しそうな顔をした。ひどいなあ私は、汗を拭きながら、まるで、海のようだったろうね。 海のようでした。金木川に分かれて、今度は鹿の子川に沿うて、しばらく登り、奴と森林鉄道の軌道から解放されて、ちょっと右へ入ったところに、周囲ハンディー城もあるかと思われる。大きいため池が、それこそ一丁泣いて、さらに静かな面持ちで、青々満々と水をたたえている。この辺は。 昭江門沢という深い谷間だったそうであるが谷間の底の鹿の古川をせき止めてこの大きいため池を作ったのは昭和16年つい最近のことであるため池のほとりの大きい石碑には兄の名前も彫り込まれていたため池の周囲に工事の後の絶壁の赤土がまだ生々しく露出しているのでいわゆる天然の総合を書いてはいるがしかし 金木という一部落の力が感じられ、このような寺院の成果というものも、また、快適な風景とせざるを得ない、などと、おっちょこちょいの旅の批評家は、立ち止まって煙草をふかし、四方八方を眺めながら、いい加減の感想をまとめていた。私は、自信ありげに、一堂を引率し、ため池のほとりを歩いて、ここがいい、この辺がいい。 と言って、池の岬の木陰に腰を下ろした。あや、ちょっと調べてくれ。これは、漆の木じゃないだろうな。漆にかぶれては、私は、この先旅を続けるのに、憂鬱でたまらないだろう。漆の木ではないという。じゃあ、その木は、なんだか、怪しい木だ。調べてくれ。みんなは笑っていたが、私は真面目であった。 それも、漆の木ではないという。私は全く安心して、この場所で弁当を開くことに決めた。ビールを飲みながら、私は、いい機嫌で、少しおしゃべりをした。私は、小学校に、3年の時、遠足で、金城から3時半ばかり離れた、西海岸の鉱山というところへ行って、初めて海を見た時の興奮を話した。その時には、 引率の先生が待つ先に興奮して、私たちを海に向けて2列大隊に並ばせ、我は海の子という商家を合唱させたが、生まれて初めて海を見たくせに、我は海の四白波の騒ぐ磯辺の松原に、とかいう海岸生まれの子供の歌を歌うのは、いかにも不自然で、私は子供心にも恥ずかしく落ち着かない気持ちであった。そうして、私は。 その遠足の時には、奇妙に服装に凝って、唾の広い麦わら棒に、兄が、富士登山の時に使った神社の焼き印のきれいに、いくつも押されてある白木の杖、先生から、できるだけ身軽にしてわらじ、と言われたのに、私だけ、不要の袴をつけ、長い靴下に、編み上げの靴を履いて、なよなよと小ビを含んで出かけたのだが、一理も歩かぬうちに、もうへたばって、まず、 袴と靴を脱がせられ、草履、と言っても、片方は、赤い糸口の草履、片方は、藁の糸口の草履という、片ちんばの、すり切れたみじめな草履をあてがはれ、やがて帽子も取り上げられ、杖もお預け、とうとう病人用として、王位と呼ぶ声、兄だ王位と、私たちも口々に呼んだ。あやは、 走って迎えに行った。やがて、兄は、ピツケルを下げて弦腫れた。私は、ありったけのビールを皆飲んでしまっていたので、鼻肌具合が悪かった。兄は、すぐにご飯を食べ、それからみんなで、溜め池の奥の方へ歩いて行った。バサツと大きい音がして、水鳥が池から飛び立った。私とお婿さんとは顔を見合わせ、意味もなく。 うなずき合った。がんだかかもだか、口に出して言えるほどには、お互い自身がなかったような風なのだ。とにかく、野生の水鳥には違いなかった。深山幽国の世紀が、ふと感じられた。兄は、背中を丸くして、黙って歩いている。兄とこうして、一緒に外を歩くのも何年ぶりであろうか。10年ほど前。 東京の郊外のあるの道を、兄は、やはり、このように背中を丸くして黙って歩いて、それから数歩は慣れて、私は、兄のその後ろ姿を眺めては、一人でメソメソ泣きながら歩いたことがあったけれど、あれ以来初めてのことかもしれない。私は、兄から、あの事件について、まだ許されているとは思わない。一生、駄目かもしれない。 ひびの入った茶碗は、どうしようもない。どうしたって、もとのと掘りにはならない。津軽人は、特に、心のひびを忘れない種族である。この後、もう、これつきりで、再び、兄と一緒に外を歩く機会は、ないのかもしれないとも思った。水の落ちる音が、次第に高く聞こえてきた。溜め池の端に、かのこ滝という、 このの地方の名所があるほどなくその五条ばかりの細い滝が私たちの脚下に見えたつまり私たちは小江門沢の淵に沿うた幅一尺くらいの心細い麹を歩いているのであって右手はすぐ屏風を立てたような山左手は足元から断崖になっていてその谷底に 炊き壺がいかにも深そうな青い色でタグロを巻いているのである。これは、どうも、めまいの君です。と、兄嫁は、冗談めかして言って、容姿の手にすがりついて、おつかなそうに歩いている。右手の三腹には、ツツジが美しく咲いている。兄は、ビツケルを肩に担いで、ツツジの見事に咲き誇っている箇所に来るたんびに、少し歩調を緩める。 藤の花もそそろそろ咲きかけている道は次第に下り坂になって私たちは滝口に降りた一軒ほどの幅の小さい谷川で流れの真ん中辺りに木の根株が置かれてありそれを足がかりにして火をゆいおいと2歩で飛び越せるようになっている一人一人火をゆいおいと飛び越した兄嫁が一人残った駄目です 空ごとって笑うばかりで飛び越そうとしない。足がすくんで前に出ない様子である。おぶってやりなさい。と、兄は、綾に言いつけた。綾がそばへ寄っても、兄嫁は、ただ笑って、ダメダメと手を振るばかりだ。このとき、綾は怪力を発揮し、巨大の熱子を抱きかかえてきて、残ぶとばかり、滝口に投じた。まあ、どうやら、 橋ができた。兄嫁は、ちょっと渡りかけたが、やはり、足が前に進まないらしい。綾の肩に手を置いて、やつと半分くらい渡りかけて、あとは川も浅いので、即席の端から川へ飛び降りて、じゃぶじゃぶと、水の中を歩いて渡ってしまった。もんぺの裾も白旅も草履も、びっしよぬれになった様子である。まるで、もう、鉱山帰りの姿です。 兄嫁は、私のさっきの鉱山へ遠足して、惨めな姿で帰った話をふと思い出したらしく、笑いながらそう言って、ようこもおむこさんも、どっちと笑ったら、兄は振り返って、え何と聞いた。みんな笑うのをやめた。兄が、変な顔をしているので、説明してあげようかな、とも思ったが、あまりバカバカしい話なので、改まって、 高山帰りの由来を解き起こす勇気は私にもなかった。兄は黙って歩き出した。兄はいつでも孤独である。五西海岸。前にも幾度となく述べてきたが、私は津軽に生まれ、津軽に育ちながら、今日まで、ほとんど津軽の土地を知っていなかった。津軽の日本海方面の西海岸には、それこそ、小学校に、 三年の頃の高山行き以外一度も行ったことがない鉱山というのは金城からまっすぐ西に三里半ばかり行き斜力という人口五千くらいのかなり大きい村を過ぎてすぐ到達できる海浜の小山でそこのお稲荷さんは有名なものだそうであるがなんせ少年の頃の記憶であるからあの服装の失敗だけが。 色濃く胸中に残っているくらいのものであとは全て取り留めもなくぼんやりしてしまっているこの機会に津軽の西海岸を回ってみようという計画も前から私にあったのである鹿野古川ため池へ遊びに行ったその翌日私は金木を出発して五所川原に着いたのは午前11時ごろ五所川原駅で五能線に乗り換え 十分立つか立たぬかのうちに木造駅に着いた。ここはまだ津軽平野のうちである。私はこの町もちょっと見ておきたいと思っていたのだ。降りてみると古びた寒散な町である。人口四千余りで金木町より少ないようだが町の歴史は古いらしい。精米書の機械の音がどつどつとだるげに聞こえてくる。 どこかの軒下で鳩が鳴いていてるここは私の父が生まれた土地なのである。カナギの私の家では代々女ばかりで大抵婿子養子を迎えている。父はこの町の M という旧家の三男家であったのを私の家から迎えられて何代目かの当主になったのである。この父は私の14の時に死んだのであるから私は この父の人間については、ほとんど知らないと言わざるを得ない。また、自作の思い出の中の一節を借りるが、私の父は、非常に忙しい人で、うちにいることがあまりなかった。うちにいても、子供らと一緒にはおらなかった。私はこの父を恐れていた。父の万年筆を欲しがっていながら、それを言い出せないで、一人いろいろと思い悩んだ末、 ある晩に床の中で目をつぶったまま寝言のふりして万年筆万年筆と隣部屋で逆と対談中の父へ低く呼びかけたことがあったけれどもちろんそれは父の耳にも心にも入らなかったらしい私と弟とが米俵のぎつしりずまれた広い米蔵に入って面白く遊んでいると父が入り口に立ちはだかって坊主、出ろ 出ろとしかった。光を背から受けているので、父の大きい姿が真っ黒に見えた。私は、あの時の恐怖をおもんみると、今でも嫌な気がする。中略その翌春、雪のまだ深くせきっていた頃、私の父は、東京の病院で血を吐いて死んだ。近くの新聞社は、父の負を号外で報じた。私は、 父の死よりも、こういう先生ゆしおの方に興奮を感じた。遺族の名に混じって、私の名も新聞に出ていた。父の死骸は、大きい寝かに横た針リり,りに乗って故郷へ帰ってきた。私は、大勢の町の人たちと一緒に、林村近くまで迎えに行った。やがて、森の陰から、 幾代となく続いたそりのほろが月光を受けつつ滑って出てきたのを眺めて私は美しいと思った次の日私のうちの人たちは父の寝勘の置かれてある仏間に集った棺の蓋が鳥肌腫れるとみんな声を立てて泣いた父は眠っているようであった高い鼻筋がすっすと青白くなっていた私はみんなの泣き声を聞き 誘われて涙を流した。まあ、大体、こんなことだけが父に関する記憶と言っていいくらいのもので、父が死んでからは、私は、現在の長兄に対して、父と同様のおつかなさを感じ、また、それゆえ安心して寄りかかってもいたし、父がいないから寂しいなどと思ったことは、一度もなかったのである。しかし、だんだん年を取るにつれて、一体、父は、 どんな性格の男だったのだろうなどと、無礼な忖度をしてみるようになって、東京の草屋における私の仮寝の夢にも、父が現れ、実は死んだのではなくて、ある政治上の意味で、姿を隠していたのだということが分かり、思い出の父の面影よりは、少し追いつかれていて、私は、その姿を、ひどく懐かしく思ったり、夢の話はつまらないが、とにかく、 父に対する関心は最近非常に強くなってきたのは事実である。父の兄弟はみんな肺が悪くて父も肺結核ではないがやはり何か呼吸器の触りで吐血などして死んだのである。五十三で死んで私は子供心にはその年が大変な老齢のように感じられまず大往生と思っていたのだが今は 五十三の死没を大霊の大往生どころかひどい若死ににと考えるようになった。も少し父を生かしておいたら津軽のためにももっと偉い事業をしたのかもしれんなどと生意気なことなど考えている。その父がどんな家に生まれてどんな町に育ったか私はそれを一度見ておきたいと思っていたのだ。木造の町は 一本路の両側に家が立ち並んでいるだけだ。そうして家々の背後には見事に打ち返された水田が展開している。水田のところどころにポプラの並木が立っている。今度津軽へ来て私はここで初めてポプラを見た。他でもたくさん見たに違いないのであるが木造のポプラほど鮮やかに記憶に残ってはいない。 薄緑色のポプラの若葉が可憐にそよ風にそよいでいた。ここから見た津軽富士も、カナギから見た姿と少しも違わはず、華奢ですこぶる美人である。このように、山陽が美しく見えるところからは、お米と美人が産出するという伝説があるとか。この地方は、お米は確かに豊富らしいが、もう一方の、美人の剣は、どうであろう。これも、 金地方と同様に、ちょっと心細いのではあるまいか。その件に関してだけは、あの伝説は、むしろ、逆じゃないかとさえ、私には疑われた。岩木山の、美しく見える土地には、いや、もう言うまい。こんな話は、得てして差し下がりの多いものだから、ただ町を一巡しただけの、 日やかしの旅人のにわかに断定を下すべき筋合いのものではないかもしれない。その日もひどくいい天気で停車場からただまっすぐの一本街のコンクリート路の上には薄い春霞のようなものがもやもや煙っていてゴム底の靴で猫のように足音もなくのこのこ歩いているうちに春の運気に当てられなんだか頭がぼんやりしてきて。 木造警察署の看板を木造警察署と呼んでなるほど木造の建築物とうなずき初ときついて苦笑したりなどした木造はまた小牧の町であるコ牧というのは昔銀座で午後の日差しが強くなれば各商店がこぞって店先に日よけの天幕を張ったろうそうして読者諸君はその天幕の下を 涼しそうな顔をして歩いたろうそうそしてこれはまるで即席の長い廊下みたいだと思ったろうつまりあの長い廊下を天幕なんかでなく家々の軒を一軒ほど前に延長させて頑丈に永久的に作ってあるのが北国の小モ日だと思えば大して間違いはないしかもこれは日差しを避けるために作ったのではないそんな しやれたものではない冬雪が深くせきった時に家と家との連絡に便利なようにおのおのの軒をくつつけ長い廊下を作っておくのである吹雪の時などには風雪にさらされる恐れもなく気楽に買い物に出かけられるので最も,も重宝だし子どもの遊び場としても東京の歩道のような危険はなし雨の日もこの長い廊下は 通行人にとって大助かりだろうし、また、私のように、春の運気に参った旅人も、ここへ飛び込むと、ひやりと涼しく、店に座っている人たちから、じろじろ見られるのは少し平行だが、まあ、とにかくありがたい廊下である。小モヒというのは、商店のなりであると、一般に信じられているようだが、私は、小モセあるいは小モ人とでもいう感じを当てはめた方が、 早わかりではなかろうか、などと考えて、一人で越に行っている次第である。そのコモヒを歩いていたら、M 薬品問屋の前に来た。私の父の生まれた家だ。立ち寄らず、そのままと掘りすぎて、やはり、コモヒをまっすぐに歩いていきながら、どうしようかな、と考えた。この町のコモヒは、実に長い。津軽の古い町には、 大抵このこももといいうののがあるらしいけれどもこの木造り町みたいに町全部がコモヒによって貫き通せられているといったようなところは少ないのではあるまいかいよいよ木造はコモヒの町に決まったしばらく歩いてようやくコモヒも尽きたところで私は回れ右してため息ついて引き返した私は今まで M の家に行ったことは 一度もない。日造町へ来たこともない。あるいは、私の幼年時代に、誰かに連れられて遊びに来たことはあったかもしれないが、今の私の記憶には何も残っていない。M の家の当主は、私よりも、4つ五つ年上の、にぎやかな人で、昔から、強い強い金木へも遊びに来て、私とは顔なじみである。私が、今、 尋ねていっても、まさか、嫌な顔はなさるまいが、どうも、しかし、私の尋ね方が唐突である。こんな薄汚いなりをして、M さんしばらく、などと、何の用もないのに、卑屈に笑って、声をかけたら、M さんは、義をとして、こいつ、いよいよ東京を食い詰めて、金でも借りに来たんじゃないか、などと思いやすまいか。死ぬ前に、一度、 父の生まれた家を見たくて、というのも、恐ろしいくらいに気わりだ。男が、いい年をして、そんなことは、とても言えたもんじゃない。いっそこのまま帰ろうか、などともだえて歩いているうちに、また、元の M 薬品問屋の前に来た。もう二度と、来たる機会はないのだ。恥をかいても構わない。入ろう。私は、とっに覚悟を決めて、 ごめんください、と、店の奥の方に声をかけた。M さんが出てきて、やあ、ほう、これは、さあさあ、と、大変な勢いで、私には何も言わせず、引きつぱり上げるように座敷へ上げて、床の間の前に無理やり座らせてしまった。ああ、これ、お酒、と、おうちの人たちに言いつけて、に、3分もたたぬうちに、もうお酒が出た。実に 素早かった。久しぶり。久しぶり。と M さんは、ご自分でもぐいぐい飲んで、木造は何年ぶりくらいです。さあ、もし、子供の時に来たことがあるとすれば、30年ぶりくらいでしょう。そうだろうとも、そうだろうとも。さあさ、飲みなさい。木造へ来て遠慮することはない。よく来た。 実によく来たこの家の間取りは金木の家の間取りと大変似ている金木の今の家は私の父が金木へ養子に来て間もなく自身の設計で大改築したものだという話を聞いているが何のことはない父は金木へ来て自分の木造の成果と同じ間取りに作り直しただけのことなのだ私には 養子の父の心理が何か分かるような気がして、微笑ましかった。そう思ってみると、お庭の墨籍の配置なども、どこやら似ている。私は、そんなつまらぬ一字を発見しただけでも、死んだ父の人間に触れたような気がして、この M さんのお家へ立ち寄った回があったと思った。M さんは、何かと私をもてなそうとする。いや、もういいんだ。 一時の汽車で、深浦へ行かなければいけないのです。深浦へ何しに別に、どうってわけもないけど、一度見ておきたいのです。書くのかええ、それもあるんだけど、いつ死ぬかわからんし、などと、相手に興さめさせるようなことは言えなかった。じゃあ、木造のことも書くんだな。 木造のことを書くんだったらね、と、M さんは、少しもこだはるところがなく、まず第一に、米の教室高を書いてもらいたいね。警察署管内の比較では、この木造署管内は、全国一だ。どうです、日本一ですよ。これは、僕たちの努力の結晶といっても、差し支えないと思う。この辺一帯の他の、水が枯れたときに、 僕は、臨村へ、水をもらいに行って、ついに大成功して、大イトラ返事で、水庫大名人ということになったのです。僕たちも、地主だからって、遊んではいられない。僕は脊髄が悪いんだけど、でも、他の草取りをしましたよ。まあ、今度は、東京のあんたたちにも、おいしいご飯がどっさり配給されるでしょう。頼もしい限りである。 M さんは小さい頃から活発な気象の人であった。子供っぽいくりくりした丸い目に魅力があって、この地方の人たちみんなに敬愛せられているようだ。私は心の中で M さんの幸せを祈り、なおも引き止められるのを汗を流して自供し、午後一時の深浦行きの汽車にやつと間に合うことができた。木造から五能線によって、 約三十分くらいで鳴沢鰺ヶ沢を過ぎその辺で津軽平野もおしまいになってそれから列車は日本海岸に沿うて走り右に海を眺め左にすぐ伊豆りハ丘陵,陵北端の余波の山々を見ながら一時間ほど経つと右の窓に大土瀬の気象が展開するこの辺の岩石はすべて閣僚室業界岩とかいうものだそうで その会食を受けて平坦になったまだら緑色の岩盤が江戸時代の末期にお化けみたいに会場に露出して数百人の宴会を海浜に置いて催すことができるほどのお座敷になったのでこれを戦場時期と目付けまたその岩盤のところどころが丸くくぼんで海水をたたえあたかもお酒をなみなみと注いだ大坂きみたいな形なので。 これれを沼と称するのだだそうだけれど、直径一尺から二尺くらいのたくさんの大穴をことごとく杯と見立てるなどよっぽどの大酒のみが目つけたものに違いないこの辺の海岸には祈願作立し土頭にその足を絶えず洗い晴れているとまあ名所案内記風に書けばそうもなるのだろうが。 外ヶ浜北端の海浜のような異様なものすごさはなく、いわば全国至る所にある普通の風景になってしまっていて、津軽独特のきっくつとでもいうような他国のものにとって、特に難解の雰囲気はない。つまり、開けているのである。人の目になめられて明るくなれてしまっているのである。例の竹内雲平氏は、青森県津市において、 この辺以南は、昔からの津軽領ではなく、秋田領であったのを、慶長八年に、隣藩佐竹氏と談合の上、これを津軽領に編入したというような記録もあると言っている。私など、ただ、旅の風来坊の無責任な直感だけで言うのだが、やはり、もうこの辺から、なんだか、津軽ではないような気がするのである。津軽の不幸な宿命は、ここにはない。 あの、津軽特有の容量の悪さは、もはやこの辺にはない。山水を眺めただけでも、わかるような気がする。すべて、十分に聡明である。いわゆる、文化的である。バカな傲慢な心は持っていない。大戸瀬から約4十分で、深浦へ着くのだが、この港町も、千葉の海岸あたりの漁村によく見受けられるような、決して、 出しやばろうとせぬ、つつましい恩和な表情、悪く言えば、お利口なちやつかりした表情をして、旅人を無言で送迎している。つまり、旅人に対しては、全く無関心の風を示しているのである。私は、深浦のこのような雰囲気を、深浦の欠点として挙げていっているのでは決してない。そんな表情でもしなければ、 人はこの世に生きていききれないのではないかとも思っている。これは成長してしまった大人の表情なのかもしれない。何やら自信が奥深く沈潜している。津軽の北部に見受けられるような子供津っぽい悪あがきはない。津軽の北部は生煮えの野菜みたいだがここはもう透明に煮えきっている。ああ、そうだ。 こうして比べてみるとよくわかる。津軽の多くの人たちには、本当のところは、歴史の自信というものがないのだ。丸つきりないのだ。だから、やたらに肩を怒らして、彼は癒しき者なるぞ。などと、人の悪口ばかり言って、傲慢な姿勢を取らざるを得なくなるのだ。あれが、津軽人の反骨となり、強情となり、きっくつとなり、 そうして悲しい孤独の宿命を形成するということになったのかもしれない。津軽の人よ、顔を上げて笑えよ。ルネツサンス直前のうつぼつたる大統力をこの地に認めると断言してはばからぬ人さえあったではないか。日本の文化が小さく完成して行き詰まっている時、この津軽地方の大きい未完成が、どれだけ日本の希望になっているか。 一夜静かに考えて、などと言うと、すぐ、それそれ、そんなに、不自然に肩を張る。人からおだてられて得た、自信なんて何にもならない。知らんぷりして、信じて、しばらく努力を続けていこうではないか。深浦町は、現在人口5000くらい、旧津軽寮西海岸の南端の港である。江戸時代、青森、鰺ヶは。 十三などと共に、夜浦の町奉行の置かれたところで、津軽藩の最も重要な港の一つであった。五間に一湖湾をなし、水深く波穏やか、東浜の祈願、弁天島、雪合岬など一と堀海岸の名称が揃っている。静かな町だ。漁師の家の庭には、大きい立派な潜水服が、逆さに吊るされて干されている。 何か諦めた、低落ち着きに落ち着いている感じがする。駅から、まっすぐに一本路をと掘って、町の外れに、円覚寺の仁王門がある。この寺の薬師堂は、国宝に指定せられているという。私は、それにお参りして、もうこれで、この深浦から引き上げようかと思った。完成されている町は、また、旅人に、 わびしい感じを与えるものだ私は海浜に降りて岩に腰をかけどうしようかと大いに迷ったまだ日は高い東京の草屋の子供のことなどふと思ったなるべく思い出さないようにしているのだが心の空虚の隙を狙ってひよいと子供もの面影が胸に飛び込む私は立ち上って町の郵便局へ行き はがきを一枚買って、東京の留守宅へ、短い頼りを認めた。子供が百日関をやっているのである。そうして、その母は、二番目の子供を近く産むのである。たまらない気持ちがして、私は、行き当たりばったりの宿屋へ入り、汚い部屋に案内され、ゲートルを解きながら、お酒を、と言った。すぐに、お膳とお酒が出た。 意外なほど早かった。私は、その早さに、少しすくい晴れた。部屋は汚いが、お膳の上には、鯛とアワビの二種類の材料で、いろいろに料理されたものが、豊富に載せられてある。鯛とアワビが、この港の特産物のようである。お酒を二本飲んだが、まだ寝るには早い。津軽へやって来て以来、人のごちそうにばかりなっていたが、今日は一つ。 自力で、うんとお酒を飲んでみようかしら、とつまらぬ考えを起こし、さっきお膳を持ってきた、十二、三歳の娘さんを廊下で捕まえ、お酒はもうないか、と聞くと、ございません、という。どこか他に飲むところは、ないかと聞くと、ございます、と玄んに答えた。ほっとして、その飲ませる家はどこだ、と聞いて、その家を今日張り、行ってみると、 意外に小綺麗な料亭であった。2階の十畳くらいの海の見える部屋に案内され、津軽塗りの食卓に向かって、ダイアグラをかき、酒、酒、と言った。お酒だけ、すぐに持ってきた。これもありがたかった。大抵料理で手間取って、客をぽつんと待たせるものだが、40年配の前歯のかけたおばさんが、お調子だけ持ってすぐに来た。 私は、そのお、ばさんから、深浦の伝説か何か聞こうかと思った。深浦の名所は何です観音さんへお参りなさいましたか観音さんあ、遠隔寺のことを観音さんというのか。そう。このおばさんから、何か古めかしい話を聞くことができるかもしれないと思った。しかるに、その座敷に、 ぶってりぶとった若い女が現れて、妙にキザな洒落など飛ばし、私は嫌でしようがなかったので、男子すべからく率直たるべしと思い、君、お願いだから下へ行ってくれないか、と言った。私は読者に忠告する。男子は料理屋へ行って率直な言い方をしてはいけない。私はひどい目に遭った。その若い女中が、 膨れて立ち上ると、お、ばさんも一緒に立ち上り、二人ともいなくなってしまった。一人が部屋から追い出されたのに、もう一人が黙って座っている。などは、勾配の神器から言っても、義理が悪くてできないものらしい。私は、その広い部屋で、一人でお酒を飲み、深浦港の灯台の日を眺め、さらに、大いに旅愁を深めたばかりで、宿へ帰った。翌 私が、わびしい気持ちで朝ごはんを食べていたら、主人がお調子と、小さいお皿を持ってきて、あなたは、津島さんでしょう。と言った。ええ。私は、宿町に、失明のダッを書いておいたのだ。そうでしょう。どうも似ていると思った。私は、あなたの英治兄さんとは、中学校の同期生でね。 太宰と宿帳におがきになったからわかりませんでしたが、どうも、あんまりよく似ているので。でも、あれは、偽名でもないのです。ええ、ええ、それも存じております。お名前を変えて、小説を書いている弟さんがあるということは聞いていました。どうも、ゆうべは失礼しました。さあ、お酒を、召しのぼれ。 この小皿のものはアワビの腹たの塩辛ですが、酒の魚にはいいものです。私はご飯をすまして、それから塩辛を魚にして、その一本をごちそうになった。塩辛はおいしいものだった。実にいいものだった。こうして津軽の端まで来ても、やっぱり兄たちの力の余波のおかげをこうむっている。 結局、私の自力では何一つできないのだと自覚して、珍味もひとしほばら面にしみるものがあった。要するに、私が、この津軽漁の南端の港で得たものは、自分の兄たちの勢力の範囲を知ったということだけで、私は、ぼんやりまた汽車に乗った。味さは、私は、深浦からの帰りに、この古い港町に立ち寄った。 この町辺りが津軽の西海岸の中心で江戸時代には随分栄えた港らしく津軽の米の大部分はここから積み出されまた大阪周りの和船の発着所でもあったようだし水産物も豊富でここの浜に上がった魚は五城下をはじめ広く津軽平野の各地方における家々の食前を賑わしたものらしいけれども今は 人口も四千五百くらい、木造、深浦よりも少ないような具合で、往年の流流たる勢力を失いかけているようだ。アジガサワというからには、きっと、昔のある時期に、見事なアジが、たくさん取れたところかとも思われるが、私たちの幼年時代には、ここのアジの話はちっとも聞かず、ただ、ハタハタだけが有名であった。ハタハタは、この頃 東京にも時たま配給されるようであるから、読者もご存知のことと思うが、はたはた、または魚足す雷などという字を書いて、鱗のない五、六寸くらいの魚で、まあ、海の鮎とでも思っていただいたら大かないのではあるまいか。西海岸の特産で、秋田地方がむしろ本場のようである。東京の人たちは、あれを、 脂っこくて嫌だと言っているようだけれど私たちには非常に淡泊な味のものに感じられる津軽では新しいハタハタをそのまま薄醤油で煮て片輪から食べて20匹30匹を平気で平らげる人は決して珍しくないハタハタの貝などがあって一番多く食べた人には賞品などという話もしばしば聞いた 東京へ来るハタハタは古くなっているし、それに料理法も知らないだろうから、ことさらまずいものに感じられるのであろう。俳句の「祭時記」などにも、ハタハタが出ているようだし、また、ハタハタの味は淡いという意味の江戸時代の俳人の句を一つ読んだ記憶もあるし、あるいは、江戸の通人には、珍味とされていたものかもしれない。いずれにもせよ、このハタハタを食べることは、 津軽の冬の露辺の楽しみの一つであるということには間違いない。私は、その旗たによって、幼年時代から、鰺ヶ沢の名を知ってはいたのだが、その町を見るのは、今が初めてであった。山を背負い、片方は、すぐ海の、恐ろしく日、夜長い町である。市中は、もののいや、とかいう盆町の句を思い出させるような、 妙によどんだ甘ずっぱい匂いのする町である川の水もどろりと濁っているどこか疲れている木造町のようにここにも長いこモ日があるけれども少し崩れかかっている木造町のコモヒのような涼しさがないその日もひどくいい天気だったが日差しを避けてこモ日を歩いていても変に行き詰まるような気持ちがする 飲食店が多いようである。昔は、ここはいわゆる名酒屋のようなものが、ずいぶん発達したところではあるまいかと思われる。今でも、その名残か、お蕎麦屋が、四五軒、軒を連ねて、今の時代には、珍しく休んでいきそなどと言って、道を通る人に呼びかけている。千代うどお昼だったので、私は、 そのおそば屋の一軒には行って、休ませてもらった。おそばに、焼き魚が二皿ついて、四十銭であった。おそばのおつゆも、まずくなかった。それにしても、この町は長い。海岸に沿うた一本街で、どこまで行っても、同じような柳が、何の変化もなく、だらだらと続いているのである。私は、一里歩いたような気がした。 やつと町の外れに出て、また引き返した。町の中心というものがないのである。大抵の町には、その町の中心勢力がある箇所に固まり、町の重ねになっていて、その町を素通りする旅人にも、ああ、この辺が暗い松クスだな、と感じさせるようにできているものだが、味が沢にはそれがない。扇の要が壊れて、バラバラに。 ほどけている感じだ。これでは、町の勢力争いなど、ごたごたあるのではなかろうかと、例の尖しき聖壇さえ、胸中に往来したほど、どこか、要の心細い町であった。こう書きながら、私はかすかに苦笑しているのであるが、深浦といい味が沢といい、これでも、私の好きな友人なんかがいて、ああよく来てくれた、と言って喜んで迎えてくれて。 あちこちこ案内し、説明などしてくれたならば、私はまた、たわいなく、自分の直感を捨て、深浦、味ヶ沢こそ、津軽の行きである、と、感激の筆致でもって書きかねまいものでもないのだから、実際、旅の印象機など当てにならないものである。深浦、味ヶ沢の人は、もし、この私の本を読んでも、だから、軽く笑って見逃してほしい。 私の印象機は、決して、本質的に、君たちの小土を汚すほどの権威も何も持っていないのだから。鰺ヶ沢の町を引き上げて、また、五能線に乗って五所川原町に帰り着いたのは、その日の午後2時。私は、駅から、まっすぐに、中畑さんのお宅へ伺った。中畑さんのことは、私も、最近、 古故郷など一連の作品によく書いておいたはずであるからここにはくどく繰り返さないが私の二十代における数々の二日松たらの後始末を少しも嫌な顔をせず引き受けてくれた恩人であるしばらく振りの中畑さんは痛ましいくらいにひどく老けていた昨年病気をなさってそれからこんなに痩せたのだそうである時代だじゃあ あんたが、こんな姿で東京からやってくるようになったものな。と、それでも嬉しそうに、私の小敷きにも似たる姿をつくづく眺め、や、靴下が切れているな。と、言って、自分で立って、タンスから、上等の靴下を一つ出して、私によこした。これから、廃、はい、から町へ行きたいと思ってるんだけど。あ、それはいい。 っっていいらっしゃいそれ、稽古、ご案内。と、中畑さんは、目つきり痩せても、気早やな性格は、やはり往年のままである。五所川原の私の叔母の家族が、その廃か町に住んでいるのである。私の幼年の頃に、その町が廃か町という名前であったのだけれども、今は、大町とか何とか、別な名前のようである。 五所川原町については、序編において述べたが、ここには、私の幼年時代の思い出がたくさんある。4.5年前、私は、五所川原のある新聞に、次のような随筆を発表した。おばが五所川原にいるので、小さい頃、よく、五所川原へ遊びに行きました。朝膝の舞台開きも見に行きました。小学校の3、 年の頃だったと思います確か、左衛門だったはずです。梅の吉兵衛に泣かされました。周り舞台を、その時、生まれて初めて見て、思わず立ち上ってしまったほどに驚きました。あの朝膝は、その後、間もなく火事を起こし、全焼しました。その時の火炎が、金木から、はっきり見えました。 映写室から発火したという話でした。そうして映画見物の小学生が十人ほど焼死しました。映写の技師が罪に問われました。過失傷害致死とかいう罪名でした。子供心にもどういうわけだかその技師の罪名と運命を忘れることができませんでした。朝膝という名前が の字に関係があるから焼けたのだという噂も聞きました。20年も前のことです。七つか八つの頃、五所川原のにぎやかな通りを歩いて、土ブに落ちました。かなり深くて、水が顎のあたりまでありました。三尺近くあったのかもしれません。夜でした。上から、男の人が手を差し出してくれたので、それにつかまりました。 引き上げられて、囚人監視の中で裸にされたので、実に困りました。千代鵜古着屋の前でしたので、その店の古着を早速着せられました。女の子の浴衣でした。帯も緑色のへこ帯でした。ひどく恥ずかしく思いました。おばが顔色を変えて走ってきました。私はおばに可愛がられて育ちました。私は、 男ぶりが悪いので何かと人にからかはれて一人で悲願んでいましたがおばだけは私をいい男だと言ってくれました他の人が私の器量の悪口を言うとおばは本気に怒りましたみんな遠い思い出になりました中畑さんの一人娘のけいちゃんと一緒に中畑さんの家を出て僕は岩木川を ちょっと見たいんだけどなここから遠いかすぐそこだというそれじゃ連れて行ってケイチヤンの案内で町を5分も歩いたかと思うともう大川である子どもの頃おばに連れられてこの河原に何度も来た記憶があるがもっと町から遠かったように覚えている子どもの足にはこれくらいの道のりでも ひどく遠く感じられたのであろう。それに、私は、家の中にばかりいて、外へ出るのがおつかなくて、外出の時には目まひするほど緊張していたものだから、なおさら遠く思われたのだろう。橋がある。これは、記憶とそんなに違わず、今見ても、やっぱり同じように、長い橋だ。犬居橋、と言ったかしら。ええ、そう。 犬いってどんな字だったかしら方角の犬いだったかなさあそうでしょう笑っている自信なしかどうでもいいや渡ってみよう私は片手で欄干をなでながらゆっくり橋を渡っていったいい景色だ東京近郊の川では荒川放水路が一番似ている 河原一面の緑の草から陽炎が昇って、なんだか目がくるめくようだ。そうして、岩木川が両岸のその緑の草を舐めながら、白く光って流れている。夏には、ここへ、みんな夕涼みに参ります。他に行くところもないし、五所瓦原の人たちは遊び好きだから、それはずいぶん賑わうことだろうと思った。あれが、 今度できた堂ケイチヤンは川の上流の方を指さして教えて父の自慢の昇魂堂と笑いながら小声で言い添えた。なかなか立派な建築物のように見えた。中畑さんは在京軍人の幹部なのである。この昇魂堂改築についても例の狂気を発揮して大いに奔走したに違いない。橋を渡り尽くしたので、 私たちは橋のたもとに立ってしばらく話をしたリンゴはもう間伐というのか少しずつ打って切ったあとにじゃがいもだかなんだか植えるって話を聞いたけど土地によるのじゃないんですかこの辺ではまだそんな話は大川の土手の陰にリンゴ畑があって白い小夏っぽい花が満開である 私は、リンゴの花を見ると、おしろいの匂いを感じる。ケイチアンからも、随分リンゴを送っていただいたね。今度、お婿さんをもらうんだってええ。少しも悪びれず、真面目にうなずいた。いつもう近いのあさってよ。へえ。私は驚いた。けれども、ケイチアンは、 まるで人ごとのように、ケロリとしている。帰ろう忙しいんだろういいえ、ちっとも、ひどく落ち着いている。一人娘で、そうして養子を迎え、家計を継がうとしている人は、十九や二十の若さでも、やっぱりどこか違っている、と、私はひそかに感心した。明日お泊りへ行って、引き返して、また、 長い橋を渡りながら、私は他のことを言った。竹に会おうと思っているんだ。竹、あの、小説に出てくる竹ですか。うん、そう。喜ぶでしょうね。どうだか、会えるといいけど。この度、私がツバルへ来て、ぜひとも、会ってみたい人がいた。 私は、その人を、自分の母だと思っているのだ。三十年近くも、凍わないでいるのだが、私は、その人の顔を忘れない。私の一生は、その人によって確定されたと言っていいかもしれない。以下は、自作、思い出の中の文章である。六つのつになると、思い出もはっきりしている。私が、 竹という女中から本を読むことを教えられ、二人で様々な本を読み合った。竹は私の教育に夢中であった。私は病心だったので、寝ながらたくさん本を読んだ。読む本がなくなれば、竹は村の日曜学校などから子供の本をどしどし借りてきて私に読ませた。私は黙読することを覚えていたので、 いくら本を読んでも疲れないのだ。竹は、また、私に道徳を教えた。お寺へしばしば連れて行って、地獄極楽の声掛け地を見せて説明した。火をこけた人は、赤い火のメラメラ燃えているカゴを背負いはされ、目掛け持った人は、二つの首のある青い蛇に体を巻かれて、せつながっていた。血の池や、針の山や、 無限な落という白い煙の立ち込めた底知れぬ深い穴や至るところで青白く痩せた人たちが口を小さく開けて泣き叫んでいた。嘘を吐けば地獄へ行ってこのように鬼のために舌を抜かれるのだと聞かされた時には恐ろしくて泣き出した。そのお寺の裏は小高い墓地になっていて山吹か何かの生け垣に沿うて。 たくさんの外尾が林のように立っていた外尾には満月ほどの大きさで車のような黒い鉄の輪のついているのがあってその輪をからから回してやがてそのまま止まって実と動かないならその回した人は極楽へ行き一旦止まりそうになってからまたからんと逆に回れば地獄へ落ちると竹は言った竹が回すと いい音を立ててひとしきり回って、必ずひっそりと止まるのだけれど、私が回すと後戻りすることがたまたまあるのだ。秋の頃と記憶するが、私が、一人でお寺へ行って、その金輪のどれを回してみても、みんな言い合わせたように、カランカランと逆回りした日があったのである。私は、破れかける監視やくを抑えつつ、何十回となく、執よに回し続けた。 日が暮れかけてきたので、私は絶望して、その墓地から立ち去った。中略やがて、私は故郷の小学校へ入ったが、強くもそれとともに一変する。竹はいつの間にかいなくなっていた。ある漁村へ嫁に行ったのであるが、私がその後を追うだろうという懸念からか、私には何も言わずに突然いなくなった。 その翌年だかのお盆の時、竹は、私の家へ遊びに来たが、なんだかよそよそしくしていた。私に、学校の成績を聞いた。私は答えなかった。他の誰かが代わって知らせたようだ。竹は、油断大敵でせえ、と言っただけで、格別褒めもしなかった。私の母は病心だったので、私は、母の父は一滴も飲まず、 生まれるとすぐ御馬に抱かれ三つになってふらふら立って歩けるようになった頃御馬に分かれてその御馬の代わりに小森として雇われたのが竹である私は夜はお馬に抱かれて寝たがその他はいつも竹と一緒に暮らしたのである三つから八つまで私は竹に教育されたそうしてある朝太目を覚まして 竹を呼んだが、竹は来ない。初と思った。何か直感で察したのだ。私は大声上げて泣いた。竹いない、竹いない、と団長の思いで泣いて、それから2、3日、私は死野繰り上げてばかりいた。今でも、その檻の苦しさを忘れてはいない。それから1年ほど経って、火を作り竹とあったが、 竹は変によそよそしくしているので、私にはひどく恨めしかった。それっきり竹と会っていない。4、5年前、私は故郷に寄せる言葉のラジオ放送を依頼されて、その時、あの思い出の中の竹の箇所を朗読した。故郷といえば竹を思い出すのである。竹はあの時の私の朗読放送を聞かなかったのであろう。 何の頼りもなかった。そのまま今日に至っているのであるが、今度の津軽旅行に出発する当初から、私は竹に一目会いたいと、切に念願をしていたのだ。いいところは、後回しという、自生を密かに楽しむ趣味が、私にある。私は、竹のいる小泊まりの港へ行くのを、私の今度の旅行の最後に残しておいたのである。いや、 お泊りへ行く前に御所川原からすぐ弘前へ行き弘前の町を歩いてそれから大和仁温泉へでも行って一泊してそうしてそれから最後にお泊りへ行こうと思っていたのだが東京からわずかしか持ってこない私の旅費もそろそろ心細くなっていたしそれにさすがに旅の疲れも出てきたのかこれからまたあちこち回って歩くのも大義になってきて。 大和温泉は諦め、弘前市には、いよいよ、東京へ帰るときに、途中でちょっと立ち寄ろうという具合に、予定を変更して、今日は、五所川原のおばの家に一泊させてもらって、明日五所川原から、まっすぐに、お泊りへ行ってしまおうと思い立ったので、けいちゃんと一緒に入、はい、から町のおばの家へ行ってみると、おばは不在であった。叔ばのお孫さんが、病気で、 弘前の病院に入院しているので、それの付店に行っているというのである。あなたが、骨つちへ来ているということを、母はもう知って、ぜひ会いたいから、弘前へよこしてくれって、電話がありましたよ。と、重視が笑いながら言った。おばは、この重視に、お医者さんの用紙を取って、家を継がせているのである。あ、弘前には、東京へ帰るときに、 ちょっと立ち寄ろうと思っていますから、病院にもきっと行きます。明日は子止まりの竹に会いに行くんだそうです。ケ一チヤは何かとご自分の支度で忙しいだろうに、家へ帰らず、のんきに私たちと遊んでいる。竹に、重視は真面目な顔になり、それはいいことです。竹もなんぼう喜ぶかわかりません。 重視は、私が竹を、どんなに今まで慕っていたか知っているようであった。でも、会えるかどうか。私には、それが心配であった。もちろん、打ち合わせも、何もしているわけではない。ど泊りの腰の竹。ただ、それだけを頼りに、私は尋ねていくのである。ど泊り行きのバスは、一日に一回とか聞いていましたけど、 と、ケイチンは立って、台所に貼り付けられてある時間表を調べ、明日の一番の汽車で、ここをお立ちにならないと、中里からのバスに間に合いませんよ。大事な日に、朝寝坊をなさらないように。ご自分の大事な日をまるで忘れているみたいであった。一番の八時の汽車で、五所川原を立って、津軽鉄道を北上し、金木を素通りして、 津軽鉄道の終点の中里に9時に着いてそれからお泊り行きのバスに乗って約2時間明日のお昼頃までにはお泊りへ着けるという見込みがついた日が暮れてケイチヤンがやつとお家へ帰ったのと入れ違いに先生お医者さんの容姿を私たちは昔から固有名詞みたいにそう呼んでいたカッコとじるが病院を引き上げてこられ それからお酒を飲んで、私は、なんだかたわいない話ばかりして、夜をふかした。翌る朝、重視に起こされ、大急ぎでご飯を食べて、停車場に駆けつけ、やつと一番の汽車に間に合った。今日もまた、良いお天気である。私の頭は、朦朧としている。二日酔いの君である。はい、唐町の家には、怖い人もいないので、前夜、 少し飲み過ぎたのである。油汗がじっすと里額に湧いて出る。爽やかな朝日が汽車の中にいこんで、私一人が濁って汚れて腐敗しているようで、どうにもかなわない気持ちである。このような自己嫌悪をお酒を飲み過ぎた後には、必ず、おそらくは数千回、繰り返して経験しながら、未だに。 酒を断然排す気持ちにはなれないのである。この酒飲みという弱点のゆえに、私は、とかく人から軽んぜられる。世の中に、酒というものさえなかったら、私は、あるいは成人にでもなれたのではなかろうか、と、馬鹿らしいことを大真面目で考えて、ぼんやり、総害の津軽平野を眺め、やがて金木を過ぎ、 芦野公園という踏切板の小屋くらいの小さい駅について、カナギの町長が、東京からの帰りに、上野で芦野公園の切符を求め、そんな駅はないと言われ、憤然として、津軽鉄道の芦野公園を知らんかと言い、駅員に30分も調べさせ、とうとう、芦野公園の切符をせしめたという昔の一字を思い出し、窓から首を出して、その小さい駅を見ると、 今しも、くるめがすりの着物に、同じ、布地の字のも辺を履いた若い娘さんが、少女も美少年も、ちっとも笑いはぬ。当たり前のことのように、平然としている。少女が汽車に乗った途端に、ごとんと発車だ。まるで、機関手が、その娘さんの乗るのを待っていたように思われた。こんなのどかな駅は、全国にも、 あまり類例がないに違いない。金木町長は、今度また上野駅でもっと大声で、芦野公園と叫んでもいいと思った。汽車は、カラマツの林の中を走る。この辺は、金木の公園になっている。沼が見える。芦野湖という名前である。この沼に、兄は、昔、遊覧のボートを一層寄贈したはずである。すぐに、 中里に着く人口四千くらいの小有であるこの辺から津軽平野も強小になりこの北の内片相内脇本などの部落に至ると水田もめつきり少なくなるのでまあここは津軽平野の北門と言っていいかもしれない私は幼年時代にここの金丸という親戚の呉服屋さんへ遊びに来たことがあるが 四つくらいの時であろうか、村の外れの滝の他には、何も記憶に残っていない。おさむ土屋。と呼ばれて、振り向くと、その金丸の娘さんが笑いながら立っている。私より一つ二つ年上だったはずであるが、あまり老けていない。久しぶりだなぁ。どこへ。いや、こどまりだ。私は、もう、 早く竹に会いたくて他のことはみなの空であるこのバスで行くのだそれじゃあ失敬。そう帰りにはうちへも寄ってくださいよ今度あの山の上に新しい家を建てましたから指さされた方角を見ると駅から右手の緑の小山の上に新しい家が一軒建っている 竹のことさえなかったら、私は、この幼なじみとの奇遇を喜び、あの新宅にもきっと立ち寄らせていただき、ゆっくり中里の話でも伺ったのに違いないが、なんせ一刻を争うみたいに、意味もなく気がせいていたので、じゃ、また。などと、いいかげんな別れ方をして、さ、つさとバスに乗ってしまった。バスは、かなり混んでいた。私は お泊まりまで約2時間たったままであった。中里から伊北は全く私の生まれて初めて見る土地だ。津軽の塩素といわれる安藤氏一族はこの辺に住んでいて、十三校の繁栄などについては前にも述べたが、津軽平野の歴史の中心はこの中里からお泊まりまでの間にあったものらしい。バスは山路を登って北に進む。 道が悪いと見えて、かなり激しく揺れる。私は、網棚の横の棒にしつかりつかまり、背中を丸めて、バスの窓から、外の風景を覗き見る。やっぱり、北津軽だ。深浦などの風景に比べて、どこやら荒い。人の肌の匂いがないのである。山の樹木も、いばらも、笹も、人間と全く無関係に生きている。 東海岸の漁費などに比べるとずっと優しいけれど、でもこの辺の草木もやはり風景の一歩手前のもので少しも旅人と会話をしない。やがて十三個が冷え冷えと白く目前に展開する。浅い真珠街に水を持ったような気品はあるが儚い感じの湖である。波一つない。船も浮かんでいない。 ひっそりしていて、そうして、なかなか広い。人に捨てられた孤独の水たまりである。流れる雲も飛ぶ鳥の影も、この湖の面には映らぬというような感じだ。十三個を過ぎると、間もなく、日本海の海岸に出る。この辺から、そろそろ、国防上、大切な箇所になるので、例によって、囲碁は、細かい描写を避けよう。 お昼少し前に、私は小玉里港に着いた。ここは、本州の西海岸の最北端の港である。この北は、山を越えて、すぐ東海岸の両費である。西海岸の部落は、ここでおしまひになっているのだ。つまり、私は、五所川原あたりを中心にして、柱時計の振り子のように、 旧津軽寮の西海岸南端の深浦港からふらりと舞い戻って今度は一気に同じ海岸の北端のお泊まり港まで来てしまったというわけなのであるここは人口2500くらいのささやかな漁村であるが中古の頃からすでに他国の船舶の出入がありごとに江戸通いの船が強いこちを避ける時には必ずこの港には っっててすることとにないいたという江戸時代には近くの十三公とともに米や木材の積み出しが盛んに行われたことなど前にもしばしば書いておいたつもりだ今でもこの村の築工だけは村に不似合いなくらい立派である水田は村の外れにほんの少しあるだけだが水産物は相当豊富なようでソイ油メイカ イワシなどの魚類の他に、昆布、ワカメの類の海藻もたくさん取れるらしい。腰の竹という人を知りませんか私はバスから降りて、その辺を歩いている人を捕まえ、すぐに聞いた。腰の竹ですか国民服を着た、役場の人か何かではなかろうかと思われるような中年の男が、首をかしげ、この村には、 古志野という名字の家がたくさんあるので、前に金木にいたことがあるんです。そうして、今は、五十くらいの人なんです。私は賢明である。ああ、わかりました。その人ならおります。いますかどこにいます家はどの辺です。私は、教えられたと堀に歩いて、 竹の家を見つけた。間口三軒くらいのこじんまりした金物屋である。東京の私の草屋よりも十倍も立派だ。店先にカーテンが下ろされてある。いけない、と思って、入り口のガラス戸に走り寄ったら、果たして、その戸に、小さい南京錠が、ぴちりとかかっているのである。他のガラス戸にも手をかけてみたが、いずれも固く閉まっている。 留守だ私は途方に暮れて汗を拭った。引っ越したなんてことはなかろう。どこかへちょっと外出したのか。いや、東京と違って田舎ではちょっとの外出に店にカーテンを下ろし戸締まりをするなどということはない。2、3日あるいはもっと長い多出か。こいつはだめだ。竹はどこか。 他の部落へ出かけたのだ。ありえることだ。家さえ分かったら、もう大丈夫と思っていた僕はバカであった。私は、ガラス戸を叩き、コシノさん、コシノさん、と呼んでみたが、もとより返事のあるはずはなかった。ため息をついて、その家から離れ、少し歩いて、筋向かいのタバコ屋に入り、コシノさんの家には誰もいないようですが、 行き先をご存じないかと尋ねた。そこの痩せこけたおばあさんは、運動会へ行ったんだろう、と子も投げに答えた。私は駅をい込んで、それで、その運動会は、どこでやっているのです。この近くですか、それとも、すぐそこだという。この道をまっすぐに行くと、田んぼに出て、それから学校があって、運動会は、 その学校の裏でやっているという。今朝重箱を下げて、子供と一緒に行きましたよ。そうですか。ありがとう。教えられたと掘りに行くと、なるほど田んぼがあって、その汗道を伝って行くと、砂丘があり、その砂丘の上に、国民学校が立っている。その学校の裏に回ってみて、私は、呆然とした。 こんな気持ちをこそ、夢見るような気持ちというのであろう。本州の北端の漁村で、昔と少しも変わらぬ、悲しいほど美しくにぎやかな祭礼が、今目の前で行われているのだ。まず、万国旗。着飾った娘たち。あちこちに、白昼の酔いつばらい。そうして、運動場の周囲には、百に近い掛け小屋が、ぎつしりと立ち並び、 いや、運動場の周囲だけでは、場所が足りなくなったと見えて、運動場を見下せる小高い丘の上にまで、むしろで一つ一つきちんと囲んだ小屋を建て、そうして、今はお昼の休憩時間らしく、その百軒の小さい家のお座敷に、それぞれの家族が重箱を広げ、大人は酒を飲み、子供と女はご飯食べながら、大王器で語り笑っているのである。日本は ありがたたい国だとくくづく思った確かに、ひいずる国だと思った。国運をとしての大戦争の最中うでも、本州の北端の乾村で、このように明るい、不思議な大宴会が催されている。古代の神々の合法な笑いと、闊達な舞踏を、この本州の壁数において、直接に見聞する思いであった。海を越え、山を越え。 母を探して三千里歩いて行き着いた国の果ての砂丘の上に華麗な岡カが催されていたというようなおとぎ話の主人公に私はなったような気がした。さて私はこの陽気な岡カの群衆の中から私の育ての親を探し出さなければならぬ。別れてからもはや30年近くなるのである。目の大きいフオペタの赤い人であった。 右か、左のまぶたの上に、小さい赤いほくろがあった。私はそれだけしか覚えていないのである。会えば、わかる。その自信はあったが、この群衆の中から探し出すことは、難しいなあ、と、私は、運動場を見回して、べそをかいた。どうにも、手の下ろしようがないのである。私は、ただ、運動場の周りを、 うろうろ歩くばかりである。腰の竹という人、どこにいるか、ご存知じゃありませんか。私は、勇気を出して、一人の青年に尋ねた。五十くらいの人で、金物屋の腰のですが、それが、私の竹についての知識の全部なのだ。金物屋の腰の。青年は考えて、あ、向こうのあの辺の小屋にいたような気がするな。 そうですか。あの辺ですかさあ、はっきりは、わからない。なんだか、見かけたような気がするんだが、まあ、探してごらん。その探すのが大仕事なのだ。まさか、30年ぶりで、うんぬんと、青年に気ざったらしく打ち明け、話をするわけにもいかぬ。私は、青年にお礼を言い、 その漠然と指さされた方角へ行ってまごまごしてみたが、そんなことでわかるはずはなかった。とうとう、私は、昼食さ一流のだんの掛け小屋の中に、ぬっすと顔を突き入れ、恐れ入ります。あの、失礼ですが、腰の丈、あの、金物屋の腰のさんは、こちらじゃございませんか。違いますよ。太った女将さんは、 不機嫌そうに眉を潜めて言う。そうですか。失礼しました。どこか、この辺で見かけなかったでしょうか。さあ、わかりませんね。なんせ、オホぜいの人ですから。私は、さらにまた、別の小屋を覗いて聞いた。わからない。さらにまた別の小屋。まるで何かに疲れたみたいに、 竹はいませんか金物屋の竹はいませんかと尋ね歩いて運動場を2度も回ったが分からなかった二日酔いの気味なので喉が渇いてたまらなくなり学校の井戸へ行って水を飲みそれからまた運動場へ引き返して砂の上に腰を下ろしジアンパーを脱いで汗を拭き老若男女の幸福そうなにぎわいをぼんやり眺めたこの中にいるのだ 確かに、いるのだ。今頃は、私のこんな苦労も何も知らず、重箱を広げて子供たちに食べさせているのであろう。いっそ、学校の先生に頼んで、メガホンで、腰の丈さん、ごめんかいとでも叫んでもらおうかしら、とも思ったが、そんな暴力的な手段は、何としても嫌だった。そんな、大げさな悪ふざけみたいなことまでして、無理に。 自分の喜びを出土あげるのは屋だった。縁がないのだ。神様が会うなと写しやっているのだ。帰ろう。私は、チヤンパーを着て立ち上った。また、あぜ道を伝って歩き、村へ出た。運動会の住むのは4時頃か。もう4時間、その辺の宿屋で寝転んで、竹の帰宅を待っていたっていいじゃないか。そうも思ったが、 その4時間、宿屋の汚い一室でしおんぼりまっているうちに、もう、竹なんかどうでもいいような、腹立たしい気持ちになりやしないだろうか。私は、今のこの気持ちのままで、竹に会いたいのだ。しかし、どうしても会うことができない。つまり、縁がないのだ。はるばるここまで訪ねてきて、すぐ、そこに、今いるということが、ちゃんと分かっていながら、 会えずに帰るというのも、私のこれまでの要領の悪かった生涯にふさわしい出来事なのかもしれない。私が有頂天で立てた計画はいつでもこのように必ずちぐはぐな結果になるのだ。私にはそんな具合の悪い宿命があるのだ。帰ろう。考えてみると、いかに育ての親とは言っても露骨に言えば使用人だ。女中じゃないか。 お前は女中の子か。男がいい年をして昔の女中を慕って一目会いたいだのなんだのそれだからお前はだめだというのだ。兄たちがお前を下品なめめしいやつと情なく思うのも無理がないのだ。お前は兄弟中でも一人違ってどうしてこんなにだらしなく汚らしくいやしいのだろう。しつかりせんかい。 私は、バスの発着所へ行き、バスの出発する時間を聞いた。一時三十分に中里行きが出る。もう、それっきりで、後はないということであった。一時三十分のバスで帰ることに決めた。もう三十分くらい、間がある。少しお腹も空いてきている。私は、発着所の近くの薄暗い宿屋へ入って、 大急ぎで昼飯を食べたいのですが。と言い、また、内心は、やっぱり未練のようなものがあって、もし、この宿が感じが良かったら、ここで四時頃まで休ませてもらって、などと考えてもいたのであるが、断られた。京派内の者が、皆運動会へ行っているので、何もできませんと、病人らしい女将さんが、奥の方から、ちらと顔を覗かせて、 冷たい返事をしたのであるいよいよ帰ることに決めてバスの発着所のベンチに腰を下ろし十分くらい休んでまた立ち上りぶらぶらその辺を歩いてそれじゃあもう一度竹の留守宅の前まで行って人知れず根性の糸間いでもしてこようと苦笑しながら金物屋の前まで行きふと見ると入り口の南京城が外れているそうして戸賀に 三寸空いている。天の助け。という気100倍。ぐわらりという品の悪い形容でも使わなければ間に合わないほど勢い込んで、ガラス戸を押し上げ、ごめんください、ごめんください。はい。と、奥から返事があって、14、5の水平服を着た女の子が顔を出した。私は、その子の顔によって、竹の顔をはっきり思い出した。 もはや遠慮せず、土間の奥のその子のそばまで寄って行って、金木のツシです。と名乗った。少女は、あ、と言って笑った。ツシの子供を育てたということを、竹は、自分の子供たちにも、ガネガネ言って聞かせていたのかもしれない。もうそれだけで、私とその少女の間に、一切の他人行儀がなくなった。ありがたいものだと思った。 私は、竹の子だ。女中の子だって、なんだって構わない。私は大声で言える。私は、竹の子だ。兄たちに軽蔑されたっていい。私は、この少女と気用大だ。ああ、よかった。私は、思わずそう口走って、竹はまだ、運動会そう。少女も、 私に対しては、号末の警戒も眼臭もなく、落ち着いてうなずき、私は、腹が痛くて、今、薬を取りに帰ったの。気の毒だが、その腹痛が、よかったのだ。腹痛に感謝だ。この子を捕まえたからには、もう安心。大丈夫だけに会える。もう、何が、何でもこの子にすがって、離れなけれやいいのだ。 随分運動場を探し回ったんだが、見つからなかった。そう、と言ってかすかにうなずき、お腹を押さえた。まだ痛いか。少し、と言った。薬を飲んだか。黙ってうなずく。ひどく痛いか。笑って、かぶりを振った。それじゃあ、頼む。僕を、これから、 酒のところへ連れて行ってくれよお前もお腹が痛いだろうが僕だって遠くから来たんだ歩けるかうんと大きく頷いた偉い偉いじゃあ一頼むようんうんと二度続けて頷きすぐどへ降りて下駄をつつかけお腹を押さえて体奥の字に曲げながら家を出た 運動会で走ったか、走った、商品をもらったか、もらわない、お腹を押さえながら、と、すとと、私の先に立って歩く。また、あぜ道を通り、砂丘に出て、学校の裏へ、回り、運動場の真ん中を横切って、それから、少女は小走りになり、一つの掛け小屋へ入り、 すぐそれと入れ違いに、竹が出てきた。竹は、うつろな目をして私を見た。修士だ。私は、笑って帽子を取った。あらあ。それだけだった。笑いもしない。真面目な表情である。でも、すぐに、その硬直の姿勢を崩して、さりげないような、変に、諦めたような弱い口調で、さ、入って運動会を。 と言って、竹の小屋に連れて行き、ここさお座りになりせえ。と、竹のそばに座らせ、竹は、それきり何も言わず、きちんと正座して、その門んぺの丸い膝に、ちゃんと両手を置き、子供たちの走るのを熱心に見ている。けれども、私には、何の不満もない。まるで、もう、安心してしまっている。足を投げ出して、ぼんやり運動会を見て、 胸中に一つも思うことがなかったもう何がどうなってもいいんだというような全く無犬無風の状態である。平和とはこんな気持ちのことを言うのであろうか。もしそうなら私はこの時生まれて初めて心の平和を体験したと言ってもよい。千年亡くなった私の生みの母は 気品高く穏やかな立派な母であったがこのような不思議な安堵感を私に与えてはくれなかった世の中の母というものはみんなその子にこのような甘い方針の憩いを与えてやっているものなのだろうかそうだったらこれは何を置いても親孝行をしたくなるに決まっているそんなありがたい母というものがありながら病気になったり 怠けたりしていいるやつの気が知れない親孝行は自然の情だ。倫理ではなかった。竹の方はやっぱり赤くて、そうして、右のまぶたの上には小さい消し粒ほどの赤いほくろがちゃんとある。髪には白髪も混じっているが、でも今、私の脇にきちんと座っている竹は、私の幼い頃の思い出の竹と少しも変わっていない。 あとで聞いたが、竹が、私の家へ方向に来て、私をおぶったのは、私が3つで、竹が14の時だったという。それから、6年間ばかり、私は、竹に育てられ、教えられたのであるが、けれども、私の思い出の中の竹は、決して、そんな、若い娘ではなく、今目の前に見るこの竹と、寸分もちがわない、老成した人であった。 これも、後で、竹から聞いたことだが、その日、竹の閉めていたあやめの模様の紺色の帯は、私の家に奉公していた頃にも閉めていたもので、また、薄い紫色の半襟も、やはり、同じ頃、私の家からもらったものだということである。そのせいもあったのかもしれないが、竹は、私の思い出と、そっくり、同じ匂いで座っている。 多分ひいきめであろうが竹はこの漁村の他のアバアヤのフェンメたちとはまるで違った木ぐらいを持っているように感じられた着物は島の新しい手織木綿であるがそれと同じ布地のもんを履きその島柄はまさか息ではないがでも洗濯がしつかりしている愚かしくない全体に何か強い雰囲気を持っている 私も、いつまでも黙っていたら、しばらくたって、竹は、まっすぐ運動会を見ながら、肩に波を打たせて、深い長いため息を漏らした。竹も平気ではないのだな、と、私には、その時初めてわかった。でも、やはり黙っていた。竹は、ふと気がついたようにして、何か、食べないか、と、私に言った。いらない。 と答えた本当に何も食べたくなかった。餅があるよ。竹は小屋の隅に片付けられてある重箱に手をかけた。いいんだ。食いたくないんだ。竹は軽くうなずいてそれ以上進めようともせず。餅の方でないんだものな。と小声で言ってほほ笑んだ。30年近く互いに消息がなくても。 私の酒飲みをちゃんと察しているようである。不思議なものだ。私がニヤニヤしていたら、竹は眉を潜め、タバコも飲むなう。さっきから立て続けに孵化している。竹は、お前に本を読むことだば教えたけれども、タバコだの酒だのは、教え抜きやなあ。と言った。油断大敵の例である。私は笑いを収めた。私が、 真面目な顔になってしまったら、今度は、竹の方で笑い、立ち上って、龍神様の桜でも見に行くか。どうと、私を誘った。ああ、行こう。私は、竹の跡について、掛小屋の後ろの砂山に登った。砂山には、すみれが咲いていた。背の低い藤のつるも、灰広がっている。 竹は黙って登っていく。私も何も言わず、ぶらぶら歩いてついていった。砂山を登りきって、だらだら降りると、龍神様の森があって、その森の麹のところどころに八重桜が咲いている。竹は、突然、ぐいと片手を伸ばして、八重桜の小枝を折り取って、歩きながら、その枝の花をむしって、地べたに投げ捨て、それから立ち止まって、 勢いよく私の方に向き直り、にわかに席を切ったみたいに脳弁になった。久しぶりだなあ。はじめはわからなかった。金木の対馬とうちの子供は行ったが、まさかと思った。まさか来てくれるとは思わなかった。小屋から出てお前の顔を見てもわからなかった。修士だと言われてあれと思ったら、 それから、口が聞けなくなった。運動会も何も見えなくなった。三十年近く、竹は、お前に会いたくて、会えるかな、会えないかな、とそればかり考えてくれしていたのを、こんなにちゃんと大人になって、竹を見たくて、はるばると子どまりまで訪ねてきてくれたかと思うと、ありがたいのだか、嬉しいのだか、悲しいのだか、そんなことは、どうでもいいじゃ、まあ。 よく来たなあ、お前の家に奉公に行った時には、お前は、パタパタ歩いては転び、パタパタ歩いては転び、まだよく歩けなくて、ご飯の時には、茶碗を持ってあちこち歩き回って、蔵の石段の下でご飯を食べるのが一番好きで、竹に昔話語らせて、竹の顔をとつくと見ながら、一じずつようはせて、金木へも、たまに行ったが、金木の町を歩きながら、 もしや、お前がその辺に遊んでいないかと、お前と同じ年頃の男の子供を一人一人見て歩いたものだ。よく来たなあ。と、一語一語言うたびごとに、手にしている桜の小枝の花を夢中で、むしり取っては捨て、むしり取っては捨てている。子供はとうとう、その小枝もへし折って捨て、両肘を張ってもんぺを揺すり上げ、子供は、幾人。 私は、麹のそばの杉の木に軽く寄りかかって、一人だ、と答えた。男女女だ。いくつ次から、次と矢継ぎ早に質問を発する。私は、竹の、そのように強くて、不遠慮な愛情の表し方に接して、ああ、私は、竹に似ているのだと思った。 起用台中で私一人、そやで、ガラツ、パチのところがあるのは、この悲しい育ての親の影響だったということに気付いた。私は、この時初めて、私の育ちの本質をはっきり知らされた。私は断じて、上品な育ちの男ではない。道理で、金持ちの子供らしくないところがあった。見よ、私の忘れえぬ人は、 青森における T 君であり、五所川原における中畑さんであり、金木における綾であり、そうしてお泊まりにおける竹である。綾は、現在も、私の家に仕えているが、他の人たちも、その昔一度は、私の家にいたことがある人だ。私は、これらの人と共である。さて、個性人の確認を気取るわけでもないけれど、 聖戦家の新津軽太樹も作者のこの絵友の告白をもってひとまずペンをとどめてたいかないかと思われるまだまだ書きたいことがあれこれとあったのだが津軽の生きている雰囲気は以上で大体語り尽くしたようにも思われる私は拒食を行わなかった読者をだましはしなかったさらば読者よ命あらばまた,たじ実元気で行こう 絶望するな。では失敬。死刑